黒トカゲ。江戸川乱歩。暗黒街の女王。この国でも一夜に数千羽の七面鳥が占められるというあるクリスマスイブの出来事だ。帝都最大の陰神地帯、ネオンライトの闇夜の虹が 幾万の通行者を五色に染める G 街。その表通りを一歩裏へ入ると、そこに、この都の暗黒街が横たわっている。G 街の方は、午後十一時ともなれば、夜の人種にとっては誠にあっけなく、しかし、帝都の代表街にふさわしい行儀よさで、ほとんど人通りが途絶えてしまうのだが、それと引き違いに、 背中合わせの暗黒街が賑わい始め、午前二時三時頃までも、男女の飽くなき凶楽児どもが、窓を閉ざした建物の薄暗がりの中に、うようよとうごめき続ける。今も言う、あるクリスマスイブの午前一時頃、その暗黒街のとある巨大な建物、外部から見たのでは、まるで空き家のような真っ暗な建物の中に、桁外れな、 狂気めいた大夜会が今最高潮に達していた。ナイトクラブの広々としたフロアに数十人の男女がある者は酒をあげてブラボーを叫び、ある者はだんだら染めのとんがり帽子を横っちょにして踊り狂い、ある者は逃げ惑う小女をゴリラの格好で追い回し、ある者は泣きわめき、ある者は怒り狂っている上を、 五色の粉紙が雪と舞い、五色のテープが滝と落ち、数知れぬ青赤の風船玉が、むせ返るタバコの煙の雲の中を、戸惑いをして乱れ飛んでいた。いや、ダークエンジェルだ、ダークエンジェルだ。黒天使のご由来だぞ。ブラボー、女王様、万歳。 口々にわめく酔いどれの声声が混乱して、たちまち休賛の拍手が起こった。自然に開かれた人垣の中を、ウキウキとステップを踏むようにして、室の中央に進み出る一人の婦人。真っ黒なイブニングドレスに、真っ黒な帽子、真っ黒な手袋、真っ黒な靴下、真っ黒な靴。黒ずくめの中に、 輝くばかりの美貌がドキドキと蒸気して赤いバラのように咲き誇っている「諸君ごきげんよう僕はもう酔っ払ってるんですしかし飲みましょうそして踊りましょう」美しい夫人は右手をひらひらと頭上に打ち振りながら可愛らしい巻き舌で叫んだ。 飲みましょう。そして、踊りましょう。ダークエンジェル、万歳。おい、ボーイさん、シャンパンだ、シャンパンだ。やがてポンポンと、華やかな小銃が鳴り響いて、コルクの弾丸が五色の風船玉を塗って焦点した。そこにも、ここにも、カチカチとグラスの触れる音、そしてまたしても、 ブラボー、ダークエンジェルの合唱だ。暗黒外の女王のこの人気は、一体どこから湧いて出たのか。たとえ彼女の素性は少しもわからなくても、その美貌、そのズバ抜けた振る舞い、底知れぬ贅沢、おびただしい宝石の送信具、それらのどの一つをとっても、女王の資格は十分すぎるほどであったが、彼女は、 さらにもっともっと素晴らしい魅力を備えていた。彼女は大胆不敵なエキジビショニストであったのだ。黒天使、いつもの宝石踊りを所望します。誰かが口を切ると、わっというどよめき、そして一斉の拍手。片隅のバンドが音楽を始めた。 わいせつなサキソフォンが異様に人々の耳をくすぐった。人々の猿人の中央にはもう宝石踊りが始まっていた。黒天使は今や白天使と返事た。彼女の美しく蒸気した全肉体を覆う者は二筋の大粒な首飾りと見事な翡翠の耳飾りと無数のダイヤモンドを散りばめた左右の腕輪と三個の指輪の他には 一本の糸、一枚の布切れさえもなかった。彼女は今、チカチカと光り輝く、桃色の一日会に過ぎなかった。それが肩を揺すり、足を上げて、エジプト宮廷の生めかしき舞踏を、匠にも踊り続けているのだ。おい、見ろ。黒トカゲが這い始めたぜ。なんて素晴らしいんだろう。 うん、本当にあの小さな虫が生きて動き出すんだからね粋なタキシードの青年が囁き交わした美しい女の左の腕に一匹の真っ黒に見えるトカゲが張っていたそれが彼女の腕の揺らぎにつれて吸盤のある足をヨタヨタと動かして這い出したように見えるのだ 今にもそれが肩から首、首から顎、そして彼女の真っ赤なヌメヌメとした唇までも這い上がっていきそうに見えながら、いつまでも同じ腕にうごめいている。真に迫った一匹のトカゲの入れ墨であった。さすがにこの恥知らずの舞踏は四五分しか続かなかったが、それが終わると感激した酔いどれ紳士たちがどっと押し寄せて、 何か口々に劇場の叫びをあげながら、いきなりラビ人を胴上げにして、おみこしの掛け声勇ましく、室内をぐるぐると回り歩いた。寒いわ、寒いわ。早くバスルームへ連れて行って。ご洗濯の間に間に、みこしは廊下へ出て、用意されたバスルームへと練って行った。 暗黒街のクリスマスイブは、この婦人の宝石踊りを最後の打ち止めにして、人々はそれぞれの相手と、ホテルへ、自宅へ、散々午後帰り去った。お祭り騒ぎの後の広間には、五色の粉紙とテープとが、船の出た後の鳩場のように、汚らしく散り敷いて、まだ浮力を残した風船玉が、ちらほらと天井を張っているのも物寂しかった。 その舞台裏のように高涼とした部屋の片隅の椅子に一塊のボロクズみたいに哀れに取り残されている若者があった。肩の張った派手な島のサックコートに赤いネクタイ、どこやらキザな風景の剣道選手のように鼻のひしゃげた筋骨たくましい一癖ありげな男だ。それが風彩に似合わず、 クションとしおれ返ってうなだれているものだから、ついボロクズにも見えたのだが。人の気も知らないで、何をぐずぐずしているんだろうな。こっちは命がけの土壇場なんだぜ。こうしているうちにも、デカが踏み込んできやしないかと気が気じゃありゃしね。彼はブルブルと身震いして、 もじゃもじゃの髪の毛を五本の指でかき上げた。そこへ制服を着た男ボーイがテープの山を踏み分けてウイスキーらしいグラスを運んできた。彼はそれを受け取ると、遅いじゃねえか。と叱っておいてぐっと一息に煽って、もう一つ。とおかわりを命じた。 じゅんちゃん、待たせちゃったわね。そこへやっと、若者の待ちかねていた人が現れた。ダークエンジェルだ。うるさい坊ちゃんたちをうまく巻いて、やっと引き返してきたのよ。さあ、あんたの一生に一度のお願いっていうのを聞こうじゃありませんか。彼女は前の椅子に腰掛けて、 真面目な顔をしてみせた。ここじゃダメです。純ちゃんと呼ばれた若者は、やっぱり十面を作ったまま、沈んだ調子で答える。人に聞かれると悪いからええ。クライムええ。 傷つけでもしたのいやそんなことならいいんだが国衣夫人は飲み込みよくそれ以上は聞かないで立ち上がったじゃあ外でね G 以外は地下鉄工事の妊婦のほかには一っ一人通ってやしないわあそこを歩きながら聞きましょう ええ。そしてこの異様な一対は、醜い赤ネクタイの若者と、目覚めるばかり美しい黒天使とは、肩を並べて建物を出た。外は街灯とアスファルトばかりが目立つ、死に絶えたような深夜の大道であった。コツコツと二人の靴音が、一種の節を作って響いていた。 一体どんな罪を犯したっていうの純ちゃんにも似合わないひどいしょげ方ね。国威夫人が切り出した。殺したんです。純ちゃんは足元を見続けながら低い不気味な声で言い切った。まあ、誰をさ。 国威夫人は、この驚くべき答えに、さして心を動かした様子もなかった。色がたき男です。北島の野郎と、咲子この天男です。まあ、とうとうやってしまったのどこで奴らのアパートで、死骸は押し入れの中に突っ込んであるんです。 明日の朝になったらバレるに決まっています。三人の行き先はみんなが知っているんだし、今夜あいつたちの部屋へ入ったのは僕だということが、アパートの番人やなんかに知れているんだから、捕まったらおしまいです。僕はもう少しシャバにいたいんです。高飛びでもしようっていうのええ、まだ分。あんたはいつも、 僕を恩人だと言ってくれますねそうよあの危ない場合を救ってもらったんだものあれから私純ちゃんの腕っぷしに惚れ込んでいるのよだから恩返しをしてください高飛びの費用を千円ばかり僕に貸してくださいそれは千円ぽっちわけないことだけれど あんた、逃げよせると思っているのだめよ。横浜か神戸の鳩場でまごまごしているうちに捕まってしまうのがオチだわ。こんな場合に泡を食って逃げ出すなんて愚の骨頂よ。国衣夫人は、さもそういうことにはなりきっているような口ぶりであった。じゃあ、この東京に隠れていろって言うんですか ああ、まだしもその方がましだと思うわ。しかし、それでも危ないことは危ないんだから、もっと上手い方法があるといいんだけれど。国衣夫人はつと立ち止まって、何か思案をしている様子であったが、突然、妙なことを尋ねた。純ちゃんのアパートの部屋は5階だったわね。 ええ。だが、それがどうしたと言うんです。若者はイライラして答えた。まあ、素敵だ。美しい人の唇からびっくりするような声がほとばしった。うまいことがあるのよ。まるで申し合わせでもしたようだわ。ねえ、純ちゃん。あんた。 全く安全になれる方法があるわ。何ですそれは。早く教えてください。黒天使は、なぜか得体の知れぬ薄笑いを浮かべて、相手の青ざめた顔をじっと覗き込みながら、一期一後力を入れていった。あなたが死んでしまうのよ。 美宮純一という人間を殺してしまうのよ。ええ、何ですって純一青年は、あっけに取られて、ぽかんと口を開いて、暗黒街の女王の美しい顔を見つめるばかりであった。地獄風景。 天宮純一が約束の京橋のたもとに立ち尽くして国威夫人を待ちかねているところへ一台の自動車が停車して黒の背広に鳥打ち棒をかぶった若い運転手が窓から手招きをした。いらない、いらない。流したくしーにしては少し車が上等すぎるがと思いながら手招きで追いやろうとすると 僕だよ、僕だよ。早く乗りたまえ。運転手が笑いを含んだ女の声で言った。ああ、マダムか。あんた運転ができるんですか純一青年は、あの宝石踊りの黒天使が、たった十分ほどの間に背広の男姿になって、 自動車を運転してきたのを知ると、一興を喫しないではいられなかった。もう一年以上の付き合いだけれど、この国衣夫人の素性は彼にも全く謎であった。軽蔑するわね。僕だって車くらい動かせるさ。そんな妙な顔してないで、早くお乗りなさい。もう2時半よ。早くしないと夜が明けちゃうわ。 じゅんいちが面んくらいながら客席に腰を下ろすと自動車は邪魔者のない夜の大道を矢のように走り出したこの大きな袋何です彼はふとクッションの隅に丸めてあった大きな麻袋に気づいて運転台に尋ねかけたその袋が あんたを救ってくれるのよ美しい運転手が振り向いて答えたなんだか変だな一体これからどこへ何をしに行くんです僕少し気味が悪くなってきた自以外の英雄が弱音を吐くわね何にも聞かないって約束じゃないか 僕を信用しないとでも言うのいや、そういうわけじゃないけど。それからは何を話しかけても運転手は前方を見つめたまま一言も答えなかった。車は遊公園の大きな池の縁を回って坂道を登ると長い塀ばかりが続いている 妙に寂しい場所で停車した。純ちゃん、手袋持っているでしょう街灯を脱いで手袋をはめて、上着のボタンをすっかりはめて、帽子をまぶかにおかぶりなさい。そう命令しながら、断装の霊人は、自動車のヘッドライトも、テールライトも、車内の豆電灯も、すっかり消してしまった。 辺りは街灯もない暗闇であった。その闇の中に全く光を消し、エンジンを止めた車体がクラのように立ちすくんでいた。さあ、その袋を持って、車を降りて僕の後からついてくるのよ。純一が命ぜられた通りにして車を出ると、黒い背広の襟を立てた、 西洋泥棒みたいな風体の国衣夫人は彼女も手袋をはめた手で彼の手を取ってぐんぐん引きずるようにしてそこに開いていた門の中へ入ってゆく空を覆う巨木の下を幾度も通り過ぎた広々とした空き地を横切った何かしら横に長い西洋館のそばを通ったちらほらと 蛍火のような街灯がわずかに見えるばかりで、行く手はいつまでも闇であった。マダム、ここ、T 大学の校内じゃありませんかし、もを言っちゃいけない。握った手先にぎゅっと力を込めて叱られた。凍るような寒さの中に、 つなぎ合わせた手のひらだけが二重の手袋を通して暖かく汗ばんでいる。だが、殺人犯の雨宮淳一は、この際、女を感じる余裕など持たなかった。闇を歩いていると、ともすれば、つい二三時間前の劇場が蘇り、彼のかつての恋人の咲子が喉を締めつけられながら、歯の間から舌を出して、口の端から、 たらたらと血を流して、牛のように大きな目で彼を睨みつけた行僧が空中をひっかくようにした断末魔の五本の指が行く手いっぱいの巨大な幻となって彼を脅かした。しばらく行くと広い空き地の真ん中に赤レンガらしい平屋の洋館がぽっつりと立ってその周りを壊れかけた板塀が囲んでいた。 この中よ。国衣夫人は低くつぶやいて、板戸の情を探していたが、合鍵を持っていたのか、カチカチと音がすると、難なくそれが開いた。塀の中へ入って板戸を閉めると、彼女は初めて用意の懐中電灯をつけ、地面を照らしながら建物の方へ進んでいく。地面には、 一面に枯れ葉が乱れて、住む人もない化け物屋敷へでも踏み込んだ感じである。三段ほどの一段を上がると、白ペンキのところがまだらに剥げた手すりのポーチのようなものがあって、そこの壊れた漆喰を踏んで五六歩行ったところに、古風ながっしりしたドアが閉まっている。国衣夫人は、それをまたカチカチと合鍵で開いて、 さらに同じようなドアをもう一つ開くと、がらんとした部屋に出た。外科病院に行ったような強烈な消毒剤の匂いが、何かしら一種異様の甘酸っぱい匂いと混じって鼻をつく。ここが目的の場所よ、純ちゃん。あんた、何を見ても声を立てたりしちゃいけませんよ。この建物には誰もいないはずだけれど。 塀の外を時々巡回の人が通るんだから。黒天使の囁き声が脅かすように聞こえた。純一青年は何とも得体の知れぬ恐怖にぞっと立ちすくまないではいられなかった。この化け物屋敷みたいなレンガ建ては一体どこなのだこの鼻をつく異臭は何であろう物言えば 四方の壁にこだまするかと思われる広間には全体何があるのだろう。またしても闇の中に北島と咲子の断末間の吐き気を催すような周回なものすごい行僧が二重写しになってまざまざと浮き上がった。俺は今奴らの悪霊に招き寄せられて夜道の闇をさまよっているのではないかしら。彼は 生まれてから経験したこともない奇怪な錯覚に陥って体中に油汗を流していた。国衣夫人の手にする懐中電灯の丸い光は何かを探し求めるようにそろそろと床の上を張っていった。敷物のない荒い木目の床板が一枚一枚と円光の中を通り過ぎる。やがて ニスの剥げた頑丈な机のようなものが足の方からだんだんと光の中へ入ってくる。長い大きな机だ。おや、人間だ。人間の足だ。では、この部屋には誰かが寝ているのだな。だが、嫌に光らびた老人の足だぞ。それに、足首に紐で木の札が結びつけてあるのは、 一体どういう意味なのだおや、この親父、寒いのに裸で寝ているのかしら炎光は、ももから腹、腹からあばら骨の見えすいた胸へと移動し、次には鶏の足みたいな首から、がっくり落ちた顎、馬鹿のように開いた唇、剥き出した歯、黒い口、曇りガラスのような、 光沢のない眼球。死骸だ。純一は最善の幻と今沿光の中に現れたものとの不気味な符号に震え上がった。滞在を犯して心乱れた彼はまだその部屋がどこであるかを悟り得ないで、俺は気でも違ったのか、それとも悪夢にうなされているのかと思いまどった。だが、 その次に懐中電灯が映し出した光景には、さすがの彼も、国衣夫人の注意を忘れて、ギャッと叫ばないではいられなかった。これが地獄の光景でなくて、なんであろう。そこには、六畳敷ほどの大きさの浴槽のようなものがあって、その中に、二重にも三重にも、老若男女の全裸の死体が、うじゃうじゃ積み重なっているのだ。 血の池に亡者どもがひしめき合っている、地獄へにそっくりの物恐ろしい有様これが果たして、この世の現実なのであろうか。純ちゃん、弱虫ね。驚くことなんかありゃしないわ。これ、解剖実習用の死体置き場なのよ。どこの医学校にだってあるものよ。国衣夫人の声が、 大胆不敵に笑っていた。ああ、そうなのか。やっぱりこれは大学の校内だったのか。しかしそれにしても、一体全体何の用事があって、こんな不気味な場所へ来なければならなかったのだろう。さすがの不良青年も、美しい同伴者のあまりにも異表外な行動に目を見張らないではいられなかった。懐中電灯の沿行は、 死体の山の前景を一通り撫で回してからその上層に横たわっている一個の生々しい若者の裸体の上に止まった。闇の中に異様な幻灯の絵のように一人の青年が黄色い肌を晒してじっと動かないでいた。これよ。国威夫人は 懐中電灯を若者の死体から逸らさないで囁いた。この若い男は、軽精神病院のセリ患者で、昨日死んだばかりなのよ。軽精神病院とこの学校との間に特約が結んであるもんだから、死ぬとすぐ死骸をここへ運ばれたの。この死体室の事務員は、私の友達。まあ。 古文と言ったような関係になっているのさ。だから、あたし、この若者の死骸があることちゃんと知っていたっていうわけよ。どうこの死体では。どうって。純一はドギマギした。一体この女は何を考えているのだ背格好も肉付きも。 あんたとよく似てい,いはしなくて違うのは顔だけじゃなくて言われてみると、なるほど。年配も体の大きさも彼自身とちょうど同じほどに見えた。ああ、そうか。こいつを俺の身代わりに立てようっていうのか。だが、この女はまあ、まるで貴婦人のような綺麗な顔をしていて。 なんて大胆な恐ろしいことを思いついたもんだろう。ねえ、わかったでしょどうあたしの知恵は。魔法使いでしょだって、人間一人この世から抹殺してしまおうと言うんだもの。思い切った魔法でも使わなきゃできっこないわ。さあ、その袋をお出しなさい。ちっとばかし気持ちが悪いけど、二人でこいつを。 その袋に入れて、自動車のところまで運ぶのよ。純一青年は、死骸謎よりも、彼の救い主の国衣夫人が恐ろしくなった。一体この女は何者だろう。お金持ちの勇敢マダムの残虐遊戯としても、あまり5年が入りすぎているではないか。彼女は今、死体係の事務員を彼女の子分だと言った。 こんな学校の中にまで古文を持っているからには、この女は、よほどの大悪党に違いない。純ちゃん、何ぼんやりしてるのさあ、早く袋を。闇の中から、女界の声が叱りつけた。叱りつけられると、純一青年は、一種異様の威圧を感じて、 心が痺れたようになって、猫の前のネズミみたいに、ただ彼女の優雅ままに動く他はなかった。ホテルの客。帝都第一の軽ホテルにも、その夜、内外人の大舞踏会が催されたが、ほとんど鉄掌踊り抜いた人たちも、 すでに帰り去って、玄関のボー衣どもが眠気を催し始めた夜明け前の午前5時頃、スイングドアの前に一台の自動車が横付けになった。緑川夫人のお帰りだ。ボー衣たちは、この贅沢な美貌の客に少なからぬ好意を持っていたので、素早くそれと悟ると、先を争うように自動車のドアに走り寄った。 毛皮の街灯に包まれた緑川夫人が降り立つと、その後から一人の男性の同伴者が現れた。年配は四十くらい、ピンと跳ねた口ひげ、三角形の濃い顎ひげ、別甲縁の大きなメガネ、毛皮の襟のついた厚ぼったい街灯、その下から礼装用の島ズボンが覗いていようという政治家めいた人物だ。 この方、お友達です。あたしの隣の部屋、空いてましたわね。あそこへ用意をさせてください。緑川夫人は、フロントに居合わせたホテルの支配人に声をかけた。ああ、空いております。どうか。支配人は、愛想よく答えて、防衛に支度を命じた。 髭の客は黙ったまま、そこに開かれた帳簿に署名して、夫人の後を追って正面の廊下を入っていった。署名は山川健作となっていた。部屋が決まって、明々に付属のバスルームで入浴を済ませると、二人は緑川夫人の寝室に落ち合った。モーニングの上着を脱いでズボンだけになった山川健作氏は、 しきりと両手をこすりながら、いかめしい顔つきに似合わぬ子供らしい声で喋った。ああ、たまらねえ。まだこの手に匂いがついているようだ。僕はあんな無ごたらしいこと、生まれて初めてですよ、マダム。ほっほっほっほ。言ったわね二人も生きた人間を殺したくせに。 し、困るなそんなことズバズバ言われちゃ、廊下へ聞こえやしませんか大丈夫。こんな低い声が聞こえるもんですか。ああ、思い出してもゾッとする。山川氏は、ブルブルと身震いをしてみせて。先へ。 僕のアパートであの死骸の顔を鉄棒で叩き潰した時の気持ちってなかったですよそれからあいつをエレベーターの穴へ落とした時遥か下でぐしゃっと音がしたっけううたまらねえ弱虫ねもう済んでしまったことは考えっこなしよあんたはあの時死んでしまったんだわここにいるのは山川健作という 劣気とした学者先生じゃないの。しっかりしなきゃダメよ。しかし、大丈夫ですか大学の死体が紛失したことがバレやしませんか何言ってるのよ。僕がそれに気がつかないとでも思っているのかいあそこの事務員は僕の手下だと言ったじゃないか。 僕の子分がそんなヘマをする気遣いがあるもんか。今学校は休みで、先生も学生も言いやしない。係の事務員が帳簿をちょっとごまかしておけば、小遣いなんか、いちいち死骸の顔を覚えているわけじゃなし、あんなにたくさんの中から一つくらいなくなったって、当の係員の他には気づくものありゃしないよ。じゃあ、その事務員に、 今夜のことを知らせておかなければいけませんねうんそれは朝になったらちょっと電話をかけさえすればいいんだよところでね純ちゃんあんたに聞いてもらいたいことがあんのよまあここへおかけなさいな緑川夫人はその時派手な悠然染めの振袖の寝巻着を着てベッドの上に腰掛けていたのだが その横のシーツを指さして山川氏の純ちゃんを指し招いた「僕このうるさいつけひげとメガネ取っちゃってもいいですか?え」ええいいわドアに鍵がかけてあるんだから大丈夫そして二人はまるで恋人のようにベッドに並んで腰掛けて話し始めた じゅんちゃん、あんたは死んでしまったのよ。それがどういうことだかわかるつまり、今ここにいるあんたという新しい人間は、あたしが産んであげたも同じことよ。だからあんたは、あたしのどんな命令にだって背くことができないのよ。もし、背いたら殺してしまうまでよ、あんた。 私が恐ろしい魔法使いってこと、知りすぎるほど知ってるわね。それに、山川検作なんて人間は、私のお人形さんも同じことで、この世に席がないんだから、突然消えてなくなったところで、誰も文句を言うものはありゃしないわ。警察だって、どうもできやしないわ。私、今日からあんたという、腕っぷしの強いお人形さんを手に入れたのよ。お人形さんっていう意味は、つまり、奴隷ね。 奴隷よ。純一青年は、この妖魔に見入られてしまっていたので、そんなことを言われても少しも不快を感じなかった。不快を感じるどころか、言うに言われぬ甘い懐かしい気持ちになっていた。ええ、僕は甘んじて女王様の奴隷になります。どんな卑しい仕事でもします。 あなたの靴の底んだって接吻します。その代わり、あなたの産んだ子を見捨てないでください。ねえ、見捨てないで。彼は、緑川夫人の友禅模様の膝に手をかけて、甘えながら、だんだん泣き声になっていった。黒天使は優しく微笑んで、純一の広い肩に手を回して、子供をでもあやすように調子をとって、 軽く叩いてやった。夫人の膝に熱い雫がポタポタと落ちるのが着物を通して感じられた。は <laughs> っは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 。滑稽だわね、二人とも。嫌に戦地になっちゃったわね。よしましょう。それより大事な話があるのよ。夫人は手を離して、 あんた,あたしを何者だと思うわからないでしょ何だっていいんです。たとえあなたが女泥棒だって、人殺しだって構いません。僕はあなたの奴隷です。ホッホッホッホ当てちゃったわね。その通りよ。あたしは女泥棒。それから人殺しもしたかもしれないわ。 えあなたがほっほっほっ。<laughs> やっぱりびっくりしたでしょでも、あんたには何を言ったって命を預かっているんだから大丈夫。まさか逃げ出しやしないわね。それとも逃げ出す僕は、あなたの奴隷です。彼女の膝にかけている男の指に、 ぎゅっと力がこもったまあかわいいことを言うわね今日からあんたあたしの一の子分よ随分働いてもらわなくちゃならないわところであたしがなぜこんなホテルなんかに泊まっていると思う45日前から緑川夫人という名でこの部屋を借りているのよそれはね狙った鳥が同じホテルに滞在しているからなの それが大変な大物で、あたし一人じゃちょっと心細かったところへ、うまい具合にあんたが来てくれて心丈夫だわ。金持ちですかああ、金持ちも金持ちだけれど、あたしの目的はお金ではないの。この世の美しいものという美しいものを、すっかり集めてみたいのがあたしの念願なのよ。 宝石や美術品や美しい人や、ええ。え人間までもそうよ。美しい人間は美術品以上だわ。このホテルにいる鳥っていうのはね、お父さんに連れられた、それはそれは美しい大阪の糸藩なの。じゃあ、 そのお嬢さんを盗もうと言うんですかことごとに意外な黒天使の言葉に、純一青年はまたしても面食らわなければならなかった。そうなの。でも、ただの少女誘拐とも違うのよ。その娘さんを種に、お父さんの持っている日本一のダイヤモンドを頂戴しようってわけなの。お父さんっていうのは、 大阪の大きな宝石商なのよじゃああの岩瀬商会じゃありませんかよく知ってるわねその岩瀬商兵衛さんがここに泊まっているのところが少し面倒なのは先方には明智小五郎っていう私立探偵がついていることですああ明智小五郎が ちょっと手強い相手でしょ幸い、あいつは私を少しも知らないからいいようなものの、明智って虫の好かない奴だわ。どうして私立探偵なんか雇ったんでしょう先方は勘づいてでもいるんですか私が勘づかせたのさ。私はね、はね、純ちゃん。不意打ちなんて卑怯な真似はしたくないのよ。 だからいつだって予告なしに泥棒をしたことはないわ。ちゃんと予告して、先方に十分警戒させておいて、対等に戦うのでなくっちゃ面白くない。物を取るということよりも、その戦いに値打ちがあるんだもの。じゃあ、今度も予告をしたんですね。ええ、大阪でちゃんと予告してあるのよ。 ああ、なんだか胸がドキドキするようだわ。明智子五郎なら相手にとって不足はない。あいつと一騎打ちの勝負をするのかと思うと、あたし、愉快だわ。ね純ちゃん、素晴らしいとは思わない彼女は、我と我が言葉にだんだん興奮しながら、純一青年の手を取って、彼女の感情の間に間に、それをぎゅっと握りしめたり、 木でも違ったように打ち振ったりするのであった。女魔術師。一夜の間に、純一青年の山川健作氏は、お芝居がすっかり板について、翌朝、身じまいを終わった時には、ロイドメガネもつけひげもに使わしく、医学博士とでも言った人物になりすましていた。 食堂で緑川夫人と差し向かいにオートミールをすすりながらの会話にも身のこなしにも少しもヘマはしなかった。食事を済ませて部屋に帰るとボー衣が待ち受けていて、先生、ただいまお荷物が届きましたが、こちらへ運んでもよろしゅうございますかと尋ねた。純一青年は、 先生などと呼ばれたのは生まれて初めてであったが、一生懸命落ち着き払って声さえ重々もしく。ああ、そうしてくれたまえ。と答えた。今朝、彼の荷物と称して大きなトランクが届けられることは夕べの打ち合わせでちゃんと飲み込んでいたのだ。やがてボーイとポーターが 二人がかりで大型の木枠付きのトランクを部屋の中へ持ち込んできた。だんだんお芝居が上手くなるわね。それならばもう大丈夫だわ。明智小五郎だって見破れやしないわ。坊イたちが立ち去るのを見澄まして、隣室の緑川夫人が入ってきて、新弟子の手並みを褒めた。 <laughs> 僕だって、まんざらでもないでしょうそれはそうと、このべらぼうに大きなトランクには、一体何が入っているんですか山川氏は、まだトランクの用途を教えられていなかったのだ。ここに鍵があるから、開けてごらんなさい。いかめしいヒゲの子分は、その鍵を受け取りながら、 国首をかしげた。僕のお召し会が入っているんでしょう山川健作先生ともあろうものが、気のみ気のままじゃ変だからね。ふふ、そうかもしれないわ。そこで鍵を回して、蓋を開いてみると、中には、幾重にも厚ぼったく、ボロ布で包んだものがぎっしり詰まっていた。 おや何ですこれは山川氏は、あてが外れたようにつぶやいて、その包みの一つをそっと開いてみた。なんだ、石ころじゃありませんか。大事そうに布にくるんだりして、他のもみんな石ころなんですかそうよ。 お召し会でなくってお気の毒様。みんな石ころなの。少しトランクに重みをつける必要があったもんだからね。重みですってああ、ちょうど人間一人の重みよね。石ころを詰めるなんて気が利かないようだけれど、覚えておきなさい。これだと後の始末が楽なのよ。石ころは、 窓の外の地面へ放り出しておけばいいし、ボロ布はベッドのクッションと敷布団の間へ敷き込んでしまえばトランクを空っぽにしても後に何にも残らないっていうわけさ。ここいらが魔法使いのコツだわ。へえ、なるほどね。だがトランクを空っぽにして何を入れようって言うんです ホッホだってトランクに入れるものは大抵決まっているじゃないのまあいいから石ころの始末を手伝いなさいよ彼らの部屋はホテルの奥まった階下にあったので窓の外は人目のない狭い中庭になっていてそこに大粒な砂利が敷いてあった石ころを投げ出すにはおあつらえ向きだ 二人は急いで石ころを放り出し、ぼろ布の始末をした。さあ、これですっかり空っぽになってしまった。じゃあ、これから魔法のトランクの使い道を教えてあげましょうか。緑川夫人は、面食らっている純ちゃんをおかしそうに眺めたが、手早くドアに鍵をかけ、窓のブラインドを下ろして、 外から隙見のできないようにしておいて、いきなり黒ずくめのドレスを脱ぎ始めた。マダム、変だね。昼日中、例の踊りを始めようってわけじゃないでしょうね。あ、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 っびっくりしてるわね。夫人は笑いながら手を休めないで、 一枚一枚と衣服を取り去っていった。彼女の奇妙な病気が起こったのだ。エキジビショニズムが始まったのだ。全裸の美女と差し向かいでは、いかな不良青年も真っ赤になって、もじもじしないではいられなかった。そこには、好ましい曲線に縁取られた、輝くばかりに美しい桃色の日陰が、ぎょっとするほど大胆なポーズで立ちはだかっていたではないか。 見舞いとしても視線がその方に行った。そして夫人の目とぶつかると、その度ごとに彼はまたしても一層赤面した。女王は奴隷の前にどのような姿をさらそうとも少しも悪びれも恥ずかしがりもしなかった。あまりの刺激に耐えかね、油汗を流して悲鳴を上げるのはいつも奴隷の方なのだ。まあ。 いやにもじもじするわね裸の人間がそんなに珍しいの彼女はあらゆる曲線とあらゆる深い陰影とあからさまに見せびらかしてトランクの縁をまたぎその中へまるで体内の赤ん坊みたいに手足を縮めてすっぽりとはまり込んでしまったというわけさこれが僕の 手品の種明かしなんだよ。どうこの格好はトランクの中に丸まった日階が男と女とちゃんぽんの言葉遣いで呼びかけた。曲げた足の膝頭がほとんど乳房にくっつくほどで、腰部の皮膚が張り切ってお尻が異様に飛び出して見えた。後頭部に組み合わせた両手が髪の毛を乱し、 脇の下が無残に露出していた。何かしら奇形な丸々とした非常に美しい桃色の生き物であった。純ちゃんの山川氏はだんだん大胆になりながらトランクの上に及び腰になって悩ましげに目の下の生き物に見入った。マダム、トランク詰めの美人ってわけですか ッッッッまあそうよこのトランクには外からはわからないように方々に小さい息抜きの穴が開けてあるのよだからこうして蓋を閉めてしまっても窒息するような心配はないんだわ言うかと思うと彼女はバタンとトランクの蓋を閉めたがそのあおりの生暖かい風が熟しきった女体の香りを含んで 蒸気した青年の顔を撫でた。蓋を閉めてしまえば、それはいかめしく角張った一個の黒い箱に過ぎなかった。その中に、生めかしくふくよかな桃色の日陰が潜んでいようなどとは、どうしても想像できないのだ。古来手品師たちが、不細工なトランクと、美しい女体との際立った取り合わせを好んで用いる理由が、ここにあった。 どうこれなら、誰も人間が入っているなんて疑いっこないでしょう夫人がトランクの蓋を細めに開けて、まるで貝の中から現れたヴィーナスのように、美しく微笑みながら同意を求めた。ええ、すると、つまり、あの宝石屋の娘さんを、このトランク詰めにして誘拐しようってわけですかい そうよ。もちろんよ。やっと察しがついたの。あたしはただ、ちょっと見本をご覧に入れたっていうわけなのさ。しばらくして服装を整えた緑川夫人が山川氏に彼女の大胆極まる誘拐計画を語り聞かせていた。あの娘さんを今のようにトランクに詰め込む仕事はあたしの受け持ちで。 それにはちゃんと手立てもあるし、麻酔剤の用意もできているの。そのトランクをこっから運び出すのがあんたの役目。第一回の腕試しよ。今晩あんたは9時20分の下り列車に乗り込む体にして、前もって名古屋までの切符を買わせておいて、トランクと一緒にホテルを出発して、トランクは手荷物として預けさせ、ホテルのポーターに見送らせて汽車に乗るのよ。 つまり、あんたは名古屋へ行ったものと思い込ませて、その実、次の S 駅で途中下車してしまうんだわ。わかって無論、トランクも車掌に頼んで、休養を思い出したとかなんとか言って、S 駅で降ろさせるのよ。ちょっと骨の折れる仕事だけれど、あんたならヘマはしないわね。そして、S 駅からまたトランクと一緒に自動車に乗って、東京に引き返し、 今度は M ホテルへ乗り付けるの。そこで一番上等の部屋を選んで、どっかのお金持ちっていうような顔をして、威張って泊まり込んでいればいいのよ。あたしも明日はここを引き払って、M ホテルであんたと落ち合うつもりなんだから。どうこの計画は。うん。面白いには面白いですね。だが、そんな人を食った真似をして大丈夫かしら。 僕一人じゃ、ちょっとばかり心細いな。ほっ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 ほ。人殺しまでしたくせに、まるでお坊ちゃんみたいに物おじをしてみせるわね。大丈夫よ。悪事というのはね、こそこそしないで、思い切って大っぴらにやっつけるのが、一番安全なんだわ。それに万一バレたら、荷物を放り出してずらかっちまえばいいじゃないの。 人殺しに比べれば何でもありゃしないわ。だがね、マダムも一緒に行っちゃいけないんですかいあたしは、例の明智小五郎と四つに組んでなければいけないのよ。あんたが先方へ着くまでに、あいつから目を離したら、どんなことになるかわかりゃしない。あたしは邪魔者の探偵さんの引き止め役なのさ。 この方がトランクを運ぶよりずっと難しいかもしれないわ。ああ、そうか。その方が僕も安心というもんですね。だが、明日の朝はきっと M ホテルへ来てくれるでしょうね。もしその間に娘さんが目を覚ましてトランクの中で暴れ出しでもしたら目も当てられないからね。まあ。 この人は細かいことまで気に病んでいるのね。そこにぬかりがあるものかね。娘には猿靴は浮かませた上、手足を厳重に縛っておくのよ。眠り薬が冷めたところで、声を立てることはもちろん、身動きだってできやしないわ。うぅ。僕は、今日は頭がどうかしているんだね。それというのも、マダムがあんなことをしてみせるからですよ。 今度から、あれだけは勘弁してもらいたいね。僕は若いんですぜ。まだ胸がドキドキしている。<laughs> ところで、M ホテルで落ち合った後は、どういうことになるんですそれから先は、日中の日よ。古文はそんなこと聞くもんじゃなくってよ。ただ、お頭の命令に黙って従ってればいいのよ。 かようにして、令状誘拐の手筈はずは、オチもなく定められたのである。女族と名探偵。その晩、ホテルの広々とした談話室は、夕食後の一時を、タバコや雑談に過ごす人たちで賑わっていた。部屋の一偶に備え付けたラジオが、 夜のニュースをつぶやいていた。クッションに深々かかと持たれて、顔の前に勇敢を大きく広げている紳士があちらにもこちらにも見えた。円卓を囲んだ外国人の一団の中からは、アメリカ人らしい夫人の声がかんだかく聞こえていた。それらの客の中に、岩瀬昌兵氏とお嬢さんの早苗さんの姿を見分けることができた。 黄色っぽい派手な島おめしの着物に、金紙の光る帯を締め、オレンジ色の羽織を着たさなえさんの、年にしては大柄な姿は、和服の少ないこの広間では非常に目立って見えた。服装ばかりではない。大阪風におっとりとした、抜けるほど色白な顔に、金眼らしく、縁なしメガネをかけているのが、ひときは人目を引かないではおかなかった。 お父さんの岩瀬氏は、反白の坊主頭に、赤ら顔に髭のない、大商人らしい滑覆の人物だが、彼はまるで、お嬢さんの見張り番ででもあるように、彼女の一挙一動を見守りながら、その後をつけ回していた。今度の旅行は、商用の他に、この都のある名家と縁談がまとまりかけているので、引き合わせのために、早苗さんを同伴したのだが、 おりもおり、ちょうど出発の半月ほど前から、岩瀬氏は、ほとんど毎日のように配達される、執念深い、犯罪予告の手紙に悩まされていたのだ。お嬢さんの身辺を警戒なさい。お嬢さんを誘拐しようと企んでいる、恐ろしい悪魔がいます。そういう意味が、一度一度違った文句、違った筆跡で、 さも恐ろしく書き記してあった。手紙の数が増すに従って、誘拐の日が一日一日と迫ってくるように感じられた。はじめのうちは、誰かのいたずらだろうと気にもかけないでいたが、度重なるにつれて、だんだん気味が悪くなって、ついには警察にも届けた。だが、いかな警察力も、この得体の知れぬ通信文の、 発信者を突き止めることはできなかった。手紙には無論、差出人の名は記されていなかったし、消し印も、あるいは大阪市内、あるいは京都、あるいは東京と、その都度違っていた。そういう際ではあったけれど、根家との約束を破るのもはばかられたし、嫌な手紙の舞い込む自宅をしばらく離れてみるのも好ましく思われたので、 岩瀬氏は意を決して旅に出ることにした。その代わりには、用意周到にも、万々一のことがあってはと、かつて店の盗難事件を依頼して、その手並みのほどを知っている、私立探偵の明智小五郎に、霊場の保護を頼むことにした。探偵はあまり乗り気でもなかったけれど、岩瀬氏の立っての頼みを否み兼ねて、彼らの滞在中、 隣室に泊まり込んで、この奇妙な盗難予防の任務に着くことになった。その明智小五郎は、細長い体を黒の背広に包んで、同じ広間の別の一偶のソファーに腰掛け、やっぱり黒ずくめの洋装の一人の美しい夫人と、何か小声に語り合っていた。奥さん、あなたは、 どうしてこの事件にそんな深い興味をお持ちなんですか探偵がじっと相手の目を覗き込んで尋ねた私探偵小説の愛読者ですの岩瀬さんのお嬢さんにそのことを伺ってからというものはまるで小説みたいな出来事にすっかり引きつけられてしまいましたそれに 有名な明智さんにもご懇意になれて、私、何ですか、自分まで小説の中の人物にでもなったような気がしていますのよ。国衣の夫人が答えた。この国衣夫人こそ、他ならぬ我々の主人公、黒トカゲであることを、読者はすでに察していられるに違いない。宝石教の彼女は、顧客として、 岩瀬氏と知り合いの間柄であったので、このホテルで落ち合ってからは、一層親しみを増し、彼女の驚くべき社交術は、早くも早苗さんを虜にして、内輪の秘密までも打ち明けられるほどの中になっていたのだ。しかし、奥さん。この世の現実は、そんなに小説的なものじゃありませんよ。今度のことも、 僕は不良少年かなんかのいたずらではないかと思っているほどです。探偵はいかにも気乗り薄に見えた。でも、あなたは大変熱心に探偵の仕事をしていらっしゃるじゃありませんか夜中に廊下をお歩きなすったり、ホテルのボーイたちにいろいろなことをお尋ねなすったり、私、 よく存じていますわあなたはそんなことまで注意していらっしゃるんですか隅に置けませんね明智は皮肉に言ってじろじろと夫人の美しい顔を眺めた私これはいたずらやなんかじゃ決してないと思います第六巻とやらで そんな風に感じますの。あなたもよほど気をつけなさらないといけませんわ。夫人も負けずに探偵を見返しながら意味ありげに応酬した。いえありがとう。しかしご安心下さい。僕がついているからにはお嬢さんは安全です。どんな協族でも。 僕の目をかすめることは全く不可能です。ええ、それは、あなたのお力はよく存じていますわ。でも、あの、今度だけは、なんだか別なように思われてなりませんの。相手が飛び離れた魔力を持っている恐ろしい奴だというような。ああ、なんという大胆不敵の女であろう。 彼女は一代の名探偵を前にして、彼女自身を賛美しているのだ。はっ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 は。奥さんは仮想の族を大変ご悲喜のようですね。一つ賭けをしましょうか明智は冗談らしく、奇妙な提案をした。まあ。 賭けでございますって素敵ですわ。明智さんと賭けをするなんて。私、この一番大切にしている首飾りを賭けましょうかはっ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 は。<laughs> 奥さんは本気のようですね。じゃあ、もし僕が失敗してお嬢さんが誘拐されるようなことがあれば、そうですね。僕は何を賭けましょうか 探偵という職業をおかけになりませんことそうすれば私、持っている限りの宝石類を全部かけてもいいと思いますわ。それは勇敢マダムにありがちな、突拍子もない気まぐれのようにも取れば取れる言い方であった。だがその裏に、名探偵に対する女族の燃えるような闘志が隠されていたことを、 明智は悟り得たであろうか。面白いですね。つまり、僕が負けたら廃業してしまえとおっしゃるんでしょう女のあなたが命から二番目の宝石をすっかり投げ出していらっしゃるのに、男の僕たる者、職業ぐらいは何でもないことですね。明智も負けていなかった。 ほっ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 ほ。<laughs> では、お約束しましてよ。私明智さんを廃業させてみとうございますわ。ええ、約束しました。僕も、あなたのおびただしい宝石が転がり込んでくるのを楽しみにしていましょうよ。はっ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 は。そして、冗談がいつの間にか、 真剣らしいものになってしまった。ちょうど、その途方もない相談が成り立ったところへ、それとも知らぬ、当のさなえさんが近づいて、にこやかに声をかけた。まあ、お二人で何をひそひそお話しなすってますのあたしもお仲間に入れてくださらない彼女はさも快活らしく装ってはいたけれど、 その顔色に、どこかしら不安の影が漂うのを隠すことはできなかった。あら、お嬢さん。さあ、ここへおかけなさい。今ね、明智さんが退屈でしょうがないって、こぼしていらっしゃいましたのよ。だって、あんなこと、誰かのいたずらに決まっているんですものね。緑川夫人は、 サナエさんをいたわるように、心にもない気休めを言った。そこへ岩瀬氏もやってきて、一座は四人になり、みんなが気を揃えて事件には触れず、差し触りのない世間話を始めたが、自然の勢いとして、岩瀬氏は明智探偵、緑川夫人はサナエさん、男は男、女は女と、会話が二つに分かれていった。 一人二役。やがて、女同士の一組は立ち上がって、話し込んでいる男たちを後に残し、広間の椅子の間を散歩でもするように肩を並べて、そろそろと歩き始めた。真っ黒な絹のドレスとオレンジ色の羽織とが、際立った対象を成している他には、二人は背格好も、髪の形も、 年頃までもほとんど同じに見えた。美人に年齢がないのであろうか、三十を越した緑川夫人は、ともすれば少女のようにあどけなく若々しく見えることがあった。二人はどちらから誘うともなく、いつしか広間を滑り出て、廊下を階段の方へ歩いていた。お嬢さん ちょっとあたしの部屋へお寄りになりません昨日お話ししたお人形をお見せしますわ。まあ、ここに持ってきていらっしゃいますの拝見したいわ。いつも話したことがありませんの。かわいいあたしの奴隷ですもの。ああ、緑川夫人の いわゆる人形とは一体何者であろう。サナエさんは少しも気づかなかったけれど、可愛い奴隷なんて実にへんてこな形容ではないか。奴隷といえば、読者は直ちに、んちゃんの山川検索氏がやっぱり夫人の奴隷であったことを思い出しはしないだろうか。緑川夫人の部屋は開花に、サナエさんたちの部屋は2階にあった。 二人は階段の上り口でしばらくためらっていたが、とうとう夫人の部屋へ行くことになって、そのまま廊下を進んでいった。さあ、お入りなさい。部屋に着くと、夫人はドアを開いて、早苗さんを促した。あら、ここ違ってやしませんあなたのお部屋は、 二十三号じゃありませんの全くその通りであった。ドアの上には二十四の番号が見えている。つまりそこは、夫人の隣室の山川検索師の部屋であった。あの人殺しの検討家は、早く夕食を済ませると、逃げるようにこの部屋に戻って、身を潜めて、その時の来るのを待っているはずではないか。 そこには麻酔剤を染み込ませたガーゼが、看護家同然のトランクが、犠牲者を待ち構えているはずではないか。サナエさんが躊躇したのも無理ではない。虫が知らせたのだ。次の一刹那に起こるであろう地獄の光景を、潜在意識が敏感にも告げ知らせたのだ。だが、緑川夫人は、そ知らぬ手で いいえ、違やしません。ここがあたしの部屋ですわ。さあ、早くお入りなさいな。と言いながら、サナエさんの肩を抱くようにして、ドアの中に連れ込んでしまった。二人の姿が消えると、ドアはまた、ぴったりと閉まった。閉まったばかりか、異様なことには、カチカチと鍵を回す音さえした。 と同時に、ドアの向こう側に何かで押さえつけられるような、かすかではあるが、実に悲痛なうめき声が聞こえた。一瞬間、部屋の中は全く空っぽになったように静まり返ったが、やがて、ボソボソと人の囁く声、忙しく歩き回る足音、何かのぶつかる音などが、やや五分間ほども続いていたが、それも静まると、 再び鍵を回す気配がして、ドアが細めに開き、メガネをかけた白い顔がそっと廊下を覗いた。誰もいないのを見定めた上、やがて全身を部屋の外へ表したのを見ると、それは意外にも緑川夫人ではなくて、早苗さんであった。もうトランク詰めになってしまったとばかりに思っていた早苗さんであった。いや。 そうではない。いかにも早苗さんと同じ髪型、同じメガネ、同じ着物、同じ羽織ではあったけれど、よく見れば、どこかしら違ったところがあった。胸が少し張りすぎていた。背も心持ち高かった。それよりも顔が、実に巧みなメイクアップではあったが、そしてまた、髪の形とメガネとで、 そのお化粧が一層まことしやかに見えたが、どんなにこしらえても人の顔が変わるものではない。それはさなえさんとそっくりのいでたちをした緑川夫人に過ぎなかった。それにしても、これだけの変装をわずか五分間にやってのけた早技は、さすがに魔術師と自称する彼女であった。では、かわいそうなサナさんはどうしたのか もう疑う余地はない。女族の誘拐計画は順調に進行しているのだ。サナエさんはトランクに押し込められてしまったのだ。緑川夫人がその服装をすっかり拝借しているところを見ると、彼女は今朝夫人が見本を示した通り、すっぱだかにされ、猿靴輪をはめられ、手足を縛られて、惨めにも、 トランクの中に折れ曲がっているのに違いない。では、しっかり頼むわね。早苗さんに化けた緑川夫人がドアを閉めながら囁くと、中から太い男の声が。ええ、大丈夫です。と答えた。純ちゃんの山川検索誌だ。 夫人は何かしらかさばった風呂敷包みを小脇に抱えている。彼女はそれを抱えたまま人目を避けながら階段を上った。岩瀬氏の部屋へたどり着きそっと覗いてみると予期した通り岩瀬氏はまだ帰っていない。彼は開花の広間で明智小五郎と話し込んでいたのだ。そこはソファーや肘掛け椅子や 書物机などを並べた居間と寝室とバスルームの三部屋続きになっていたが、夫人はその居間に入ると、書物机の引き出しを開けて、岩瀬市常用のカルモチンの小箱を取り出し、中の錠剤を抜き取って、用意してきた別の錠剤とすり替えて、元通り引き出しに収めた。それから次の間の寝室に入り、 壁の明るい電燈を消して小さなスタンドだけにした上で防衛室へのベルを押した。まもなくノックの音がして一人の防衛が今の方へ入ってきた。お呼びでございましたかええ、あの、下の広間にお父様がいらっしゃるからね。もうお休みになりませんかって。 読んで下さいませんか夫人は寝室のドアを細めに開けて、顔は陰に着物だけが今の伝統に照らされるような姿勢で、みに早苗さんの声を真似て頼んだ。ーイが心得て立ち去ると、やがて慌ただしい足音がして岩瀬氏が入ってきて、お前一人だったのかい 緑川さんと一緒じゃなかったのかいと、叱るように言った。夫人はやっぱり暗い寝室から着物だけを見せるようにして、一層匠に、早苗さんの口調を真似て、小さい声で答えた。ええ、あたし気分が悪くなったものですから、さっき階段のところで、あの方とお別れして、一人で帰ってきましたの。 私もお休みますわ。お父様もお休みにならない困るねお前は。一人ぼっちになっちゃいけないって、あれほど言い聞かしてあるじゃないか。もしものことがあったらどうするんだ父は寝室の声を娘と信じきって、今の安楽椅子にかけたまま小言を言っている。 ええ、ですから、あたし、お父様をお呼びしたんだわ。寝室から、あどけない声が答える。そこへ、明智探偵が、岩瀬氏の後を追って入ってきた。お嬢さんはお休みですかええ、今、着替えをしているようです。なんだか、気分が悪いと言いましてね。 じゃあ、僕も部屋へ引き取りましょう。では。明智が臨室へ立ち去ると、岩瀬氏はドアに鍵をかけておいて、しばらく手紙を書いていたが、やがていつもの通り引き出しのカルモチンを取り出し、卓上の水瓶の水でそれを飲んで寝室へ入ってきた。さなえ、どうだい気分は。 そう言いながら、彼は隅のベッドの方へ回ってきそうにするので、さなになりすました夫人は毛布を顎までかぶって、顔を伝統の影に背けて、後ろ向きのまま、さも不機嫌らしく答えた。ええ、いいのよ。もういいのよ。あたし眠いんですから。<laughs> お前、なんだか今日は変だね。怒っているのかね。だが岩瀬氏は深くも疑わず、不機嫌な娘には逆らわぬようにして、小声で歌いなどうなりながら寝間ぎに着替えるとベッドに着いた。夫人がすり替えておいた強い睡眠剤の効き目は適面であった。彼は枕についたかと思うと、 襲いかかる睡魔に何を考える暇もなく、たちまちぐっすりと寝入ってしまった。それから一時間余り経った午後十時ごろ、自室で読書をしていた明智小五郎は、臨室のドアとおぼしきあたりに聞こえる慌ただしいノックの音に驚かされて廊下に出てみると、防イが一通の電報を手にして、しきりと岩瀬氏を呼び起こしていた。 そんなに呼んでも返事がないのは変だね。明智はふと不安を感じて、ーイと一緒に多湿の迷惑も構わず、激しくドアを叩いた。叩き続けていると、強い睡眠剤の眠りもさすがに妨げられたのか、部屋の中から、かすかに岩瀬氏の寝ぼけ声が聞こえた。 なんだ、なんだ、想像し。ちょっと開けて下さい。電報が来たんです。明智が叫ぶと、やっとカチカチと鍵の音がしてドアが開かれた。寝間姿の岩瀬氏は、さも眠くてたまらないというように目をこすりながら、電報を開いてぼんやりと眺めていたが、 畜生、またいたずらだ。こんなもので人のネ入リバナを起こすなんて。と、下打ちをして、それを明智に渡した。今夜十二時を注意せよ。文面は簡単だけれど、その意味は明瞭であった。今夜十二時に、早苗さんの誘拐が行われるぞ。 という例の脅し文句なのだ。お嬢さん、別はありませんか明智はちょっと真剣な調子になって尋ねた。大丈夫大丈夫。さないはちゃんとわしの隣に寝ています。岩瀬氏はよろよろと寝室のドアに近づいて、 そこから隅のベッドを見ながら安心したように言った。明智もその後ろからそっと覗いてみたが、早苗さんは向こうを向いてすやすやと眠っていた。早苗はこの頃、わしと同じように毎晩カルモチンを飲むのでよく寝入っています。それに、今夜は気分が優れぬと言っていましたから、かわいそうです。起こさないでおきましょう。 窓は閉めてありますかそれも大丈夫。昼間からすっかり掛け金が掛けてあります。岩瀬氏はそう言うと、もうベッドの上に這い上がっていた。明智さん、恐縮だが、入り口を閉めて、鍵はあんたが預かっておいてくださらんか 彼はもう眠いのがいっぱいで鍵をかけるのも面倒なのだ。いや、それよりも僕はしばらくこの部屋に居ましょう。寝室のドアは開けたままにしておいてください。そうすればあなたがお休みになっても窓の側はこっから見えますから、もし誰か窓を破って侵入してきてもすぐにわかります。窓さえ注意していれば、 他に出入り口はないんですから。明智は一度引き受けた事件にはあくまで忠実であった。彼はそのまま今の方の椅子に腰を下ろして、タバコに火をつけてじっと寝室を監視していた。30分ほど経過したが何事も起こらない。時々立って行って寝室を覗いてみたが、早苗さんは 同じ姿勢で眠り続けている。岩瀬氏も高い引きだ。あら、まだ起きていらっしゃいましたのボーイがさっき妙な電報が来たと言っていましたので、気がかりになって上がってきたんですけど。声に驚いて振り向くと、半ば開いたままになっていたドアの外に、緑川夫人が立っていた。 ああ、奥さんですか。電報が来たには来たんですが、こうしていれば大丈夫ですよ。僕はバカバカしい見張り役です。では、やっぱりこのホテルへまで、おどかしの電報が来たんですか国衣の夫人は言いながら、ドアを開いて部屋の中へ入ってきた。 読者諸君はもしかしたら、作者はとんでもない間違いを書いている。緑川夫人は早苗に化けて、岩瀬氏の隣のベッドに寝ているではないか。その同じ緑川夫人が、廊下から入ってくるなんて、全く辻褄の合わぬ話だ、と、抗議を持ち出されるかもしれぬ。だが、作者は決して間違ってはいない。両方とも本当なのだ。 そして緑川夫人はこの世にたった一人しかいないのだ。それがどういう意味であるかは物語が進むに従って明らかになっていくであろう。暗闇の騎士。サナエさんはよくお休みですの緑川夫人はドアを閉めて、 明智の前に腰掛け、そっと寝室の方を見やりながら小声で尋ねた。ええ。明智は何か考え事をしながらぶっきらぼうに答える。お父さんもあちらにご一緒にお休みですのええ。 前章にも記した通り、父、岩瀬章兵氏は、麻酔薬の睡魔に襲われ、明智に見張りを頼んだまま、早苗さんの隣に並んだベッドに入って寝入ってしまっていたのだ。まあ、カラヘンばっかりなすって。緑川夫人はにっこりと微笑して、 何を考え込んでいらっしゃいますのこうして見張っていらっしゃってもまだご心配ですのああ、あなたはまだ。明智はやっと顔を上げて夫人を見た。さっきの賭けのことを言っていらっしゃるんですね。僕が負けになってお嬢さんが誘拐されればいいと。 けしからんことを願っていらっしゃるんですね。と、彼も美しい人のからかいに応酬した。あら、嫌ですわ。岩瀬さんのご不幸を願っているなんて。ただ、あたしご心配申し上げていますのよ。で、その伝報には何と書いてございまして 今夜十二時を用心しろというんです。明智はおかしそうに答えてマントルピースの置き時計を眺めた。その針は十時五十分を示している。まだあと一時間余りございますわね。あなたはずっとここに起きていらっしゃるんでしょう。退屈じゃございません。 い,いえ、ちっとも。僕は楽しいんですよ。探偵家業でもしていなければ、こういう劇的な瞬間が人生に幾度味わえるでしょう。奥さんこそお眠いでしょう。どうかお休みください。まあ、随分ご勝手ですこと。あたしだって、あなた以上に楽しゅうございますのよ。 女は賭けには目のないものですわ。お邪魔でしょうけど、お付き合いさせて下さいませんまた賭けのことですかでは、どうかご随意に。そうしてこの異様な男女の一組は、しばらく黙ったまま退座していたが、夫人はふと、そこのデスクの上に置いてあったトランプの札に気づいて、 眠気覚ましに一勝負と定義し、明智も同意して、賊を待つ間の奇妙なトランプ遊戯が始まった。恐ろしいからこそ待ち遠しい一時間が、トランプのおかげで、つい知らぬ間に経っていった。その間も、明智は寝室との境の、開け放ったドアの向こうに、抜け目なく目を配り続けていたことは言うまでもないが、寝室の窓、 もし賊が外部から侵入するとすれば、この窓が残されたただ一つの通路であった。には何らの異常も起こらなかった。もうよしましょう。あと五分で十二時ですわ。緑川夫人がもうトランプなどもて遊んでいられないというイライラした表情になっていった。 ええ、あと5分です。まだ一勝負は大丈夫ですよ。そうしているうちに何事もなく12時が過ぎてしまいますよ。明智はカードを混ぜ合わせながら、のんきらしく誘いかけた。い,いえ、いけません。あなたは賊を軽蔑なすってはいけません。さっき談話室でもお話ししました通り、 あたし、この族に限って、約束を保護にするようなことはあるまいと思いますの。きっと、きっと今に。夫人の顔は異様に緊張していた。はっ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 は。奥さん、そう神経的になってはいけませんね。 その族は一体どこから入ってくるとおっしゃるんです明智の言葉に、夫人は思わず手を挙げて、入り口のドアを指さした。ああ、あのドアから。では、奥さんのご安心のために、鍵をかけておきましょう。明智は立って行って、 岩瀬氏かから預かったた鍵でドアに閉まりをしたさあ、これでドアを壊さなければ、誰も早苗さんのベッドに近寄ることはできません。ご承知の通り、寝室へはこの部屋を通る他に通路はないのですから。すると夫人は、階段に怯えた子供のように、また手を上げて、今度は薄ぼんやりと見えている、 寝室の窓を指さすのだ。ああ、あの窓。賊が中庭から梯子をかけて、あの窓へよじ登ってくるとでもおっしゃるんですかしかし、あの窓の戸には、ちゃんと掛け金が掛けてあるんです。よしまた窓ガラスを切り破って入ってくるようなことがあったとしても、ここからは一目にわかるんだから。 いざという時には僕の射撃の腕前をお目にかけるばかりですよ明智は言いながらコツコツと右のポケットを叩いてみせたそこには小型のピストルが潜ませてあったのだ早苗さんは何も知らずによく泳ってですわねでも岩瀬さんはどうして起きていらっしゃらないのでしょう こんな場合に、ちっと呑気きすぎるようですわ。夫人はそっと寝室の中を覗きに行って、不審らしくつぶやくのだった。二人とも毎晩睡眠剤を飲んで寝るんだそうです。恐ろしい予告状で、神経衰弱になっているんですね。あら。 もう一分しかありませんわ。明智さん、大丈夫でしょうか夫人が立ち上がって、頓狂な声を立てた。大丈夫ですとも、この通り、何事も起こらないじゃありませんか。明智も思わず立って、異様に興奮している夫人の顔を不思議そうに覗き込んだ。 でも、まだ三十秒あります。緑川夫人は、燃えるような目で明智を見返しながら叫んだ。ああ、女族は今、勝利の快感に酔っているのだ。名探偵明智小五郎を向こうに回して、ついに外貨を上げる時が来たのだ。奥さん、あなたは、 そんなに族の腕前を信用なさるのですか明智の目にも一種の光が宿っていた。彼は夫人の下し難い表情の謎を解こうとして苦悶しているのだ。なんだろう、この得体の知れない美人は。一体何を考えてこんなに興奮しているのだろう。ええ、信用しますわ。 あんまり小説的な空想かもしれませんけど、でも、今にも暗闇の騎士が、どこからかそっと忍び込んできて、美しいお嬢さんをかどわかしていくのではないかと、こう、ありありと目に見えるように思われてなりませんの。ふっふ明智がとうとう吹き出してしまった。 奥さん、ご覧なさい。あなたがそんな中世紀の架空団をやっていらっしゃる間に、時計はもう十二時を過ぎてしまいましたよ。やっぱり賭けは僕の勝ちでしたね。では、あなたの宝石をいただきましょうか。はっは明智さん、あなたは本当に賭けにお勝ちになったとお思いになりまして 婦人は赤い唇を独々しく歪めて、わざとゆっくりゆっくり物を言った。彼女は勝利の刹那の快感に、つい貴婦人らしい作法をさえ忘れてしまったのだ。ええすると、あなたは明智は敏感にその意味を悟って、何とも知れぬ恐怖にさっと顔色を変えた。 あなたはまだ、早苗さんが果たして門分かされなかったかどうか、確かめてもご覧なさらないじゃありませんか。夫人は勝ち誇ったように言うのだ。しかし、しかし、早苗エさんはちゃんと。さすがの名探偵も、しどろもどろであった。気の毒にも、彼の広い額には、 じっとりと油汗が浮かんでいた。ちゃんとベッドにお休みになっているとおっしゃるんでしょうでも、あそこに寝ているのが本当に早苗さんでしょうかしらもしや、誰か全く別の娘さんではないでしょうかしらそんな、そんなバカなことが。 口では強く言うものの、明智が夫人の言葉に脅かされていた証拠には、彼はいきなり寝室に駆け込んで、寝入っている岩瀬氏を揺り起こした。な、何ですどうかしたのですか岩瀬氏は最前から睡魔と戦って半ば意識を取り戻していたので、揺り動かされるとガバと半身を起こして、 うろたえて尋ねたお嬢さんを見てくださいそこに休んでいらっしゃるのは確かにお嬢さんに違いありませんね明智らしくもない愚問である何をおっしゃるんだ娘ですよあれが娘でなくして一体誰が岩瀬氏の言葉が ぷっつり切れてしまった。彼は何かしらはっとしたように、早苗さんの後ろ向きの頭部を凝視しているのだ。早苗早苗岩瀬氏の咳込んだ声が、霊状の名を呼び続けた。返事がない。彼はベッドを離れて、よろよろと早苗さんのベッドに近づき、彼女の肩に手をかけて揺り起こそうとした。 だが、ああ、一体全体、これはどうしたことだ。そこには、実にへんてこなことには、肩というものがなかったのだ。押えると、毛布がぺこんとへこんでしまったのだ。明智さん、やられた。やられました。岩瀬老人の口から、何とも言えぬ怒号がほとばした。 誰ですそこに寝ているのは、お嬢さんではないのですかこれを見てください。人間じゃないんです。わしらは、実にとんでもないペテンにかかったんです。明智と緑川夫人とが駆け寄ってみると、なるほど。それは人間ではなかった。早苗さんだとばかり思い込んでいたのは、 一個無制の人形の首に過ぎなかった。よく用品店のショーウィンドウなどに見かけるあの首ばかりの人形にメガネをかけ、サナさんとそっくりの洋髪のカツラをかぶせたものに過ぎなかった。胴体の代わりには座布団をそれらしい形に丸めて毛布がかぶせてあったのだ。名探偵の交渉。 ああ、人形の首。なんというズバ抜けた欺瞞だろう。あまりにも人を食った子供騙しのトリックではないか。だが、子供騙しのトリックであったからこそ、大人たちがまんまといっぱい食わされたのだ。さすがの明智心郎も、犯人にこれほど思い切った知キがあろうとは、想像もできなかったのだ。それにしても、緑川夫人の、 いわゆる暗闇の騎士とは何者であったか早苗さんを誘拐して、その身代わりに滑稽な人形の首を残していった洒落者は一体誰であったか読者諸君はよくご存知だ。その暗闇の騎士とは他でもない緑川夫人その人であった。前章に記した通り、彼女は早苗さんに変装して、 一応そのベッドに入り、寝入った手を装って、岩瀬氏を安心させておき、さて、相手が睡眠剤に熟睡した頃を見計らい、用意の人形の首を身代わりにして、そっと自室に立ち返ったのだ。彼女が岩瀬氏の部屋に忍び込むとき、何かしらかさばった風呂敷包みを小脇に抱えていたことは、読者も記憶されるであろう。それが魔術の種。 人形の首であった。明智小五郎は長い素人探偵生活中にこれほど惨めな立場に置かれたことはなかった。岩瀬氏の信頼に対しても緑川夫人への公言に対しても引っ込みのつかない急遽であった。しかもその失策の原因が子供魂しの人形の首とあっては恥じても恥じきれない恥辱ではないか。 明智さん。あんたにお願いしておいた娘が、これ、この通り、盗まれてしまったんです。取り戻してもらわねばなりません。早く手配をしてください。あんた一人の力に及ばなければ、警察の力を借りて。そうだ、こうなれば、もう警察より頼るものはない。警察へ電話をかけてください。それとも、私がかけましょうか 岩瀬昌兵氏は、劇場のあまり、紳士の慎みを忘れて、つい乱暴な言葉も吐くのだ。いや、お待ちください。今騒ぎ立てたところで、賊を捕らえることはできません。誘拐は少なくとも、2時間以内に行われたのです。明智は死に物狂いの気力で、やっと冷静を保ち、 鋭く頭を働かせながら言った。僕がこの部屋で見張りをしている間には何事も起こらなかったことを断言します。犯罪はあの電報が配達される前に行われたと考える他はありません。つまりあの電報の真意は犯罪の予告ではなくてすでに行われた犯罪をこれから起こるもののように見せかけ12時まで 我々の注意をこの部屋に集めておくことにあったんです。そして、その間に賊は、十分安全な場所へ逃亡しようという計画だったんです。<laughs> あら、ごめんなさい。つい笑ってしまって。でも、名探偵と言われる明智さんが、二時間も一生懸命に、お人形の首の番をしていらしたかと思うと、 おかしくって。緑川夫人が場所柄をもわきまえぬ毒口を聞いた。彼女は今や完全に勝利を得たのだ。込み上げてくる歓喜をどうすることもできなかったのだ。明智は歯を食いしばってこの嘲笑にこらえた。彼は敗者には違いなかった。だが、 全く破れてしまったのだとはどうしても思えない。何かしら心の隅に一縷の望みが残っているような気がした。彼はそれを確かめるまではこの勝負を諦める気にはなれなかった。だが、こうして待っていたって娘が帰ってくるものでもありますわね。岩瀬氏は、 緑川夫人の同情のない無駄口に一層イライラして、明智に突っかかっていった。明智さん、私は警察へ電話をかけますよ。まさか不服だとおっしゃるんではあるまいね。彼は返事も待たず、今の方へよろめいて行って、卓上の電話機を取ろうとした。すると、ちょうどその時、 まるで申し合わせでもしたように、先方からジリリリッと呼び出しのベルが鳴り響いた。岩瀬氏はチェッと下打ちしながら仕方なく受話器を取り上げ、罪もない交換手を口汚く怒鳴りつけていたが、やがて感触声で明智を呼んだ。明智さん、あんたに電話だ。明智はそれを聞くと、 何か忘れ物を思い出しでもしたように、はっとして、いきなり電話機へ飛んでいった。電話は何の要件であったか、彼は熱心に受け答えをしていたが、最後に。二十分そんなにかかるものか十五分いやいや、それでは遅い。十分だ。十分で駆けつけたまえ。僕は十分しか待たないよ。いいか という明智の謎のような言葉で電話が切れた御用が済んだらついでに警察を呼び出すように言ってくださらんか明智のそばに立ちはだかって待ち構えていた岩瀬氏がイライラしながら皮肉交じりに言う警察に報告するのはそんなに急ぐことはありません それよりも少し僕に考えさせてください。僕は大変な思い違いをしていたんです。明智は岩瀬氏に取り合おうともせず、そこに突っ立ったまま、呑気千万番にも何かしら考え事を始めた。明智さん、あんたは私の娘のことは考えてくださらんのかあんなに固く引き受けておきながら、 明智の下手しがたい態度に、岩瀬氏の怒りがますます高じていくのは無理もないことであった。ホッホッホ岩瀬さん、明智さんはね、お嬢さんのことなんかお考えになる余裕がありませんのよ。いつの間にか、寝室から今の方へ入ってきた、緑川夫人のほがらかな声が聞こえた。 ええ何とおっしゃる岩瀬氏があっけに取られる明智さん今お考えになっていること当ててみましょうか私との賭けのことねえそうでしょう <laughs> <laughs> 女族は今や名探偵への敵意をあらわにして 大胆不敵の態度を示した岩瀬さん、明智さんは私と賭けをなさいましたの。素人探偵という職業をおかけなさいましたのよ。そしてとうとう明智さんの負けと決まったものですから、あんなにうなだれて考え込んでいらっしゃるんですわ。ねえ、そうでしょう、う明智さん。いや。 奥さん、そうではないんです。僕がうなだれていたのは、あなたをお気の毒に思ったからです。明智は負けずに応酬する。誘拐された娘のことはほったらかしておいて、これはまあ、一体どうしたというのだ。岩瀬氏は、あまりのことに呆然として、二人の顔を見比べるばかりであった。まあ。 私が気の毒ですってどうしてですの夫人が詰め寄る。さすがの女族も、名探偵の目の底に潜む不思議な微笑を見破ることができなかったのだ。それはねえ。明智は彼自身の言葉を楽しむように、ゆっくりゆっくり口を聞いた。 俗に負けたのは、僕ではなくて、奥さん、あなただからです。まあ、何をおっしゃいますのそんな負け惜しみなんか。負け惜しみでしょうか明智はさも楽しそうだ。ええ、負け惜しみですとも。俗を捉えもしないで、そんなことをおっしゃったって。 ああ、では、奥さんは、僕が賊を逃がしてしまったとでも思っていらっしゃるんですか決して決して、僕はちゃんとその癖者を捉えたんですよ。それを聞くと、さすがの女族も、ぎょっとしないではいられなかった。この得体の知れぬ男は、さっきまであんなに失望していたくせに、急に何を言い出したのであろう。 <laughs> 面白うございますことご冗談がお上手ですわね冗談だと思いますかええそうとしかでは冗談でない証拠をお目にかけましょうかそうですね例えばあなたのお友達の山川健作氏が このホテルを出てどこへ行かれたか、その行く先を僕が知っていたら、あなたはどう思います緑川夫人はそれを聞くと、さっと青ざめて、思わずよろよろとよろめいた。山川氏が名古屋までの切符を買いながら、どうして途中下車したか、そして、同じ市内の M ホテルへ宿を取ったか、また、 同志の大型トランクの中には一体何が入っていたのか。それを僕が知っていたらあなたはどう思います嘘です。嘘です。女族はもう物を言う力もないかに見えた。ただ、口の中で否定の言葉を呟くばかりだ。嘘ですって ああ、あなたはさっきの電話がどこからかかってきたかを気づかないのですね。では、説明してあげましょう。僕の部下からです。僕は最前あなたに罵倒されながらも、ただそれだけを待っていたんです。なぜと言って、もしサナエさんがホテルから連れ出されたとしたら、ホテルの四方に配置しておいた五人もの僕の部下がそれを見逃すはずがないからです。 五人の者に、いささかでも疑わしい人物は片っ端から尾行してみよう、と、固く言いつけておいたからです。ああ、あの電話がどんなに待ち遠だったでしょう。だが、結局勝利は僕のものでしたね。奥さん、あなたの失策は、僕が一人ぼっちだと早が点をなすったことですよ。僕には部下なんかいない者と一人決めをなすったことですよ。では、奥さん。 お約束に従って、あなたの宝石をすっかりいただくことにしましょうかね。はっ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 は。止めどのない交渉であった。今こそ、勝者と敗者の位置が逆転したのだ。つい今仕方まで緑川夫人が味わったと同じ、あるいはそれ以上の勝利の快感が、明智の胸をくすぐった。 笑うまいとしても笑わずにはいられなかった女族はしかしさすがにさっき明智が示したのと同じほどの気力を持ってこの交渉をこらえしのんだでは早苗さんは取り戻せたのですかおめでとうそして山川さんはどうなったのでしょうか 彼女は声を震わすまいと気を張りながら、さも冷ややかに尋ねた。残念ながら、逃亡してしまったそうです。明智が正直に答える。おや犯人は逃げてしまいましたのまあ。緑川夫人は、 安堵の色を隠すことができなかった。いやあ、りがとう、ありがとう、明智さん。私はそうとも知らず興奮してしまって失礼しました。許してください。だが、さっきあんたは犯人を捕らえたいようにおっしゃったと思うが、今のお話ではやっぱり逃がしてしまったのですか岩瀬氏が、 この意外の吉報にすっかり機嫌を直して尋ねる。いや、そうではありません。山川というのは今度の犯罪の首謀者ではないのです。僕がさっき犯人を捕らえたと言ったのは決してデタラメではありません。明智のこの言葉は緑川夫人の顔を紫色にする力を持っていた。 彼女はたちまち追い詰められた猛獣のような恐ろしい表情になってキョロキョロと辺りを見回しただが逃げ出そうにも入り口のドアにはちゃんと鍵がかけてあるのだでは犯人はどこにいるのです岩瀬氏はそれとも気づかず聞き返すここに 我々の目の前にいます明智がズバリと言ってののけるおう目の前にだがここにはあんたと私と緑川さんのほかには誰もいないようじゃがその緑川夫人こそ恐ろしい女族です早苗さんを誘拐した張本人です 十数秒の間、死のような沈黙が続いた。三人が山陽の眼差しを持って、お互いを睨み合った。やがてその沈黙を破ったのは、緑川夫人であった。まあ、とんでもないことです。山川さんが何をなさろうと、あたしの知ったことではありません。ただ、ちょっとしたお知り合いの縁で、ホテルへご紹介しただけですもの。 あんまりですわ、そんな、そんな。だが、これが養父の最後のお芝居であった。彼女の言葉が終わるか終わらぬに、コツコツとドアをノックする音が聞こえた。明智はそれを待ちかねていたように、素早くドアに近づいて、手にしていた鍵でそれを開いた。緑川夫人。 君がいかに言い逃れようとしても、ここに生きた証人がいる。君は早苗さんの前でも、そんなそらぞらしい嘘を言えるのか明智が最後のとどめを刺した。ドアの向こうから現れたのは、明智の部下の青年。青年の肩にぐったりと寄りかかって、わずかに立っている青ざめた早苗さん。それを守るように付き添っている、制服警官の、 三人の姿であった。女族、黒トカゲは絶対絶命の窮地に立った。味方はか弱い女一人、敵は早苗さんを除いても、警官まで加わった四人の男。逃げようとて逃げられるものではない。だが、何という痩せ我慢であろう。彼女はまだへこたれたようには見えなかった。いや、そればかりではない。 実に驚くべきことには、彼女の青ざめた頬に、一脈の血の毛が昇ったかと思うと、ゾッとするような微笑が浮かび、それが、だんだん大きくほころびていったではないか。ああ、不敵の女族は、最後の土壇場に立って何がおかしいのか、異様に笑い出したのだ。ほっほっほっほ。これが今晩のお芝居の大詰めってわけかい まあ、名探偵って言われるだけのことはあったわね。今度はどうやら僕の負けだね。負けということにしておこうよ。だが、それでどうしようって言うの僕を捕獲しようとでも思っているのそいつは少し虫が良すぎはしないかしら。探偵さん、よく思い出してごらん。あんた、何か失策をしてやしないえどうなの うっかりしている間に何かなくしやしなくってはっ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 は彼女は一体何の頼むところがあってこの体言を吐いているのであろう。明智がどんな失策をしたというのであろう。名探偵の敗北。 探偵の職にある者が手強い犯罪者を捕らえた時の気悦は常人の想像にも及ばない。その気鬱のあまり彼がつい気を許しすぎてしまったとしてもあながち無理ではなかった。黒トカゲは敗北に打ちひしがれながらも持ち前の鋭い頭脳を敏昇に働かせてこの窮地を脱する計画を思い巡らした。そしてとっさの間に 一つの冒険を思い立ったのだ。彼女はやっと引きつった表情を和らげ、明智探偵を笑い返すことができた。で、どうしようって言うの僕を捕獲しようとでも思っているのはっはっはっはそれはちょっと、虫が良すぎやしなくって。なんという傍若無人。 か弱い女の身で、味方は一人、相手は、病人同然の早苗さんを除いても、屈強の男が四人、その中には、制服いかめしおまわりさんも混じっているではないか。逃げ道はたった一つ、廊下に通ずるドアしかない。しかもそのドアの前には、今入ってきたばかりの明智の部下と警官とが、当ん棒をして立ちはだかっている。窓から飛び出そうにも、 ここは会場だし、その外はぐるっと建物で囲まれた内庭なのだ。一体全体、彼女はどんな方法でこの窮地を脱するつもりなのだろう。つまらない虚勢は吉田前。さあ、警官、この女をお引き渡しします。遠慮なく縄をかけてください。これが今度の誘拐団の主犯です。 明智は黒トカゲの挑戦を目殺して入り口の警官に言葉をかけた。よく事情を知らない警官はこの美しい貴婦人が犯人と聞いて面食らったように見えたが捜査課で信用の厚い明智の顔は見知っていたので言われるままに緑川夫人のそばに近づこうとした。明智さん、右のポケットを触ってごらんなさい。 <laughs> 空っぽじゃなくて緑川夫人の黒トカゲが近づく警官を尻目にかけながら噛んだかく叫んだ。明智ははっとして思わずそのポケットへ手をやった。ない。確かに入れておいたブローニングがない。女族黒トカゲは指先の魔術にも長けていたのだ。最善。 寝室での騒ぎの間に、用意周到にも、明智のポケットからそのピストルをちゃんと抜き取っておいたのだ。はははははは。明智さん、スリの手口もご研究にならなくっちゃダメだわ。あなたの大切なもの、ここにありますのよ。女族はにこやかに笑いながら、 洋服の胸から小型の拳銃をつまみ出してきっと前に構えた。さあ、皆さん、手を挙げてくださらないでないと、私だって、明智さんに劣らない射撃の名手なのよ。それに私人間の命なんて何とも思ってませんのよ。今一歩で彼女に組みつこうとしていた警官が、 立ち往生をしてしまった。残念なことには、誰も飛び道具を持っているものはなかった。中、その頃の警官はピストルを持たされていなかった。手を、さあ、手を挙げなって言ったら。黒トカゲは目を据えて、赤い唇を舐めながら、男たちに向かって、次々と筒口を向けていった。 引き金にかけた白い指が今にもぎゅっと力を入れそうにブルブル震えている。彼女のさっき走ったというよりは一種気違いめいた表情を見ると言われるままに手を挙げないではいられなかった。大の男が育児のない話だけれど警官も明智の部下も岩瀬氏も名探偵明智小五郎さえも 万歳を中途でやめたような格好をしないわけにはいかなかった。緑川夫人は、その時も例の黒ずくめの洋服であったが、あだ名の黒トカゲそっくりの素早さで、さっとドアのそばへ駆け寄った。明智さん、これがあんたの第二の失策よ。ほら。言いながら、 空いている左手を後ろに回して、さっき明智がドアを開けたとき、鍵穴に刺したままにしておいた鍵を抜き取ると、キラキラと顔の前で振ってみせた。まさかこんなことになろうとは想像もしなかったので、慌ただしい檻から、明智は何の気もなく鍵をそのままにしておいたのだが、それを見逃さず、とっさに利用することを考えついた女族の知恵の鋭さ。 それから、お嬢さん彼女はもうドアを開けて、片足を廊下に踏み出しながら、しかしピストルは油断なく構えたまま、今度はさなえさんに声をかけた。あんたは本当にかわいそうだと思うけど、日本一の宝石屋の娘さんに生まれついたのが、ふうんと諦めてね。それに、 あんたはあんまり美しすぎたのよ。僕は宝石もご就心だけど、宝石よりもあんたの体が欲しくなった。決して断念しないわ。ねえ、明智さん。僕は断念しないよ。お嬢さんは改めて頂戴に上がりますよ。じゃあ、さよなら。バタンとドアが閉まって、外からカチカチと鍵をかける音。 サナエさんと四人の男とは部屋の中へ閉じ込められてしまった。鍵は一つしかない。それを持ち去られたのでは、ドアを叩き破るか、高い窓から飛び降りる他に、ここを抜け出す方法はない。だが、たった一つ、電話という武器が残っている。明智は卓上電話に飛びついて、交換台を呼び出した。もしもし、僕は明智 分かったね。大急ぎだよ。ホテルの出口という出口に見張りをさせてくれたまえ。そして、緑川夫人。緑川夫人だよ。あの人が今外出するから捕まえるんだ。重大犯人だ。どんなことがあっても逃がしちゃいけない。早く、支配人やみんなにそう言ってくれたまえ。いいかいああ、もしもし。それからね、防衛にね、岩瀬さんの部屋へ、 合鍵を持ってくるように言ってくれたまえ。これも大急ぎだよ。電話をかけ終わると、明智は自弾打を踏むようにして、部屋の中を行ったり来たりしていたが、また、せっかちに受話器を取った。もしもし、さっきのこと、うまくやってくれたかい支配人にそう言ってくれたかいうん、よしよし、それでいい。ありがとう。 じゃあ、防衛に合鍵を早くって言ってくれたまえ。それから彼は岩瀬氏の方に向き直って言うのだ。ここの交換手はなかなか気が利いている。手早く計らってくれましたよ。出口という出口には見張りがついたそうです。あの女がいくら早く走っても、ここから階段までは相当距離があるんだし。 階段を降りて出口までもなかなか遠いんだから、多分、ええ、多分大丈夫ですよ。まさかあの有名な緑川夫人を知らない雇い人はいないでしょうからね。だが、この明智の機敏な手配、それ自身が、またしても一つの失策であった。黒トカゲは、大急ぎで階段を降りると、実に意外にも、出口に向かおうとしないで、 自分の部屋へ入ってしまった。三分間、かっきり三分間であった。再び彼女の部屋のドアが開くと、そこから一人の意外な青年紳士が出てきた。格好のいいソフトボ派手な柄の背広服、気取った鼻眼鏡、濃い口ひげ、右手にはスネークウッドのステッキ、左手にはオーバーコート。これがわずか三分間の変装とは、 遅めの七化けも裸足の早技。魔術師と自称する黒トカゲでなくてはできない芸当だ。そういう変装用の服装はいつも旅行カバンの底に用意されていたのだ。その上、なんとまあ抜け目のないことには、トランクの中の宝石類は一つも余さず、その背広服のポケットに収まっていたのである。 青年紳士は廊下の曲がり角でちょっと躊躇した。表からにしようか、それとも裏口からにしようかと。その自分にはもう合鍵が間に合って、明智たちは階下へ降りていたが、まさか表玄関から逃げ出しもしまいと、その方は支配人に任せ、手分けしていくつかの裏口の見張りをしていたのだが、黒トカゲは早くもそれと察したのか、大胆不敵にも、 胸を張り、ステッキを振りながら、靴音も高く、表玄関を通って外に出た。そこには、支配人をはじめ、三人のボーイが、ひどく緊張して見張り番を務めていたのだけれど、何を言うにも、百人に近い泊まり客、そこへそれぞれ外からのお客様があるのだから、一人一人の顔を見覚えているわけではないし、それに、目指すは緑川夫人と、 女客ばかりを注意していたものだから、にっこり会釈し,して通り過ぎたこの青年紳士を、まさかそれとは思いもよらず、どうもお騒がせいたしまして、と、丁寧にお辞儀までして送り出したのであった。青年紳士は、玄関の石段をコツコツ降りると、お拾いで口笛など吹きながら、ゆっくりと門の外へ歩いていった。ホテルの塀に沿って、 薄暗いペーブメントを少し行ったところで、タバコを吹かしながら様子ありげに佇んでいる一人の洋服男に出会った。青年紳士は何を思ったのか、いきなりその男の肩をポンと叩いて、快活に行った。いや、君はもしや、明智探偵事務所の方じゃありませんか何をぼんやりしているんです 今ホテルでは賊が捕まったと言って大騒ぎですよ。早く行ってごらんなさい。すると案の定、その男は明智の部下であったと見えて、人違いじゃありませんか明智探偵なんて知りませんよ。と、さすがに用心深い返事をしたが、滑稽にも言葉と仕草とは裏腹に、 青年紳士が二三歩行くか行かないうちに、もうあたふたとホテルの方へ駆け出していた。黒トカゲはくるりと回れ右をして、その後ろ姿を見送ったが、こみ上げてくるおかしさについ我を忘れて、<laughs> と、不気味な笑いを漏らすのであった。 海老人。明智は敗北した。しかし弁解の余地がないではなかった。少なくとも、依頼を受けた早苗さん保護の役目だけは完全に果たしたからだ。岩瀬氏は、女族を逃がしたことなどは二の次にして、ただ娘の助かったことを感謝した。明智の手腕を賛美しておかなかった。 それにこういう結果になった大半の責任は岩瀬氏にあったと言ってもいいのだ。黒トカゲの変装を我が娘と信じきって、その隣のベッドに寝ながら、賊のからくりを看破しえなかったのは、何と言っても岩瀬氏の手落ちであった。だが、明智はそういうことで慰められはしなかった。相手もあろうに、か弱い女のためにこの敗北を見たかと思うと、 悔やんでも悔やみ足りない気持ちであった。ことに、見張りの部下の口から、相手が素早い変装で逃れ去ったことを知ると、思わず、馬鹿と、その部下を怒鳴りつけたほど腹が立った。岩瀬さん、僕は負けました。あれほどの奴が僕のブラックリストに乗っていなかったのは不思議です。高をくくっていたのがいけなかったんです。 しかし、もうこの失敗は繰り返しません。岩瀬さん、今僕は僕の名にかけて誓います。たとえあいつが再びお嬢さんを狙うようなことがあっても、今度こそは決して負けません。僕が生きている間はお嬢さんは安全です。これだけをはっきり申し上げておきます。明智は青ざめた顔に、 恐ろしいほどの熱意を込めて断言した。希代の強敵を向こうに回して、彼の闘争心は燃え上がったのだ。読者諸君、この明智の言葉を記憶に留めておいてください。彼の制約は果たして守られるか再び失敗を繰り返すようなことはないかもしそういうことがあったなら、彼は職業的に自滅する他はないのだが、 その翌日、岩瀬氏夫氏は、予定を変更して、大急ぎで大阪の自宅に帰った。途中が非常に不安だったけれど、ホテル住まいを続けるよりは、早く自宅に帰って、一家眷族の中に落ち着きたかったからだ。明智小五郎もそれを進め、途中の護衛の任に当たった。ホテルから駅までの自動車、汽車の中、 大阪に到着して出迎えの自動車。賊の手はどこに伸びてくるかわからなかったので、それらの点には、綿密の上にも綿密の注意が払われた。結局、サナエさんの一行は無事に自宅に帰ることができたのだ。明智はそれから引き続き岩瀬家の客となって、サナエさんの身辺を離れなかった。そして、数日は何の異変もなく過ぎ去った。さて、 読者諸君。作者はここに舞台を一転して、今までこの物語に一度も現れなかった一人の女性の不思議な経験を語る順序となった。それは、黒トカゲや、サナさんや、明智小五郎とは何の関係もない事柄のように見えるかもしれない。しかし敏感な読者は、この一女性の奇異な経験が、事件に関してどんな深い意味を持っているかを、 容易に悟られるに違いない。それはさなえさんが大阪に帰って間もない、ある夜のことであったが、同じ大阪市内の盛り場 S 町の通りを、両側のショーウィンドウを眺めながら、ようも投げに万歩している一人の娘があった。襟と袖口にちょっぴりと毛皮のついた街灯が、しかしなかなかよく似合って、ハイヒールの足の運びも軽やかに見えたが、 彼女の美しい顔には、なぜか正気がなかった。どことなく捨て鉢な、どうにでもなれ、というような景色が漂っていた。それゆえに、ともすればストリートガールなどと見違えられそうであった。現に彼女をその種類の女性と考えてか、最前から、それとなく彼女の後をつけている一人の人物があった。茶色のソフトに、 厚ぼったい茶色のオーバー、太い塔のステッキ、大きなロイドメガネ、髪も髭も真っ白なくせに、テラテラとした赤ら顔の気味の悪い老人誌だ。娘の方でもとっくにそれを気づいていた。だが、彼女は逃げようともしないのだ。ショーウィンドウの鏡を利用して、その老人の様子を何か興味ありげに眺めさえした。 エス町の明るい通りをちょっと曲がった薄暗い横丁にコーヒーのうまいので有名な喫茶店がある。娘はふと思いついたように美光の老紳士をちょっと振り返っておいてその店へ入って行った。そして白の鉢植えで目隠しをした隅っこのボックスに腰掛けるとなんと人を食った娘さんであろう。コーヒーを二つ注文したのである。一つは無論 後から入ってくる老人士のためにだ。案の定、老人は喫茶店へ入ってきた。そして、暗い店内をじろじろ眺め回していたが、娘を見つけると、この老人も彼女の上を行く厚かましさで、そのボックスへ近づいていった。いやごめんなさい。あんた、お一人かな。 そう言いながら、彼は娘と向かい合って腰を下ろしてしまった。おじさん、きっといらっしゃると思って、あたしコーヒーを注文しておきましてよ。娘が老人の倍の大胆さで応酬した。さすがの老人士も、これには面食らったように見えたが、やがてさも我が意を得たとばかりにニコニコして、 娘の美しい顔を真正面から眺めながら妙なことを尋ねたどうじゃな失業の味はすると今度は娘の方でぎょっとしたらしく顔を赤くしてどもりどもり答えたまあ知ってらしたのあなた どなたでしょうか <laughs> あったのちっともご存えない老人じゃ。だがわしの方ではあんたのことを少っばかり知っているっですよ言っっえみようかね。あんたの名前は桜山っ子。関西商事株式会社のタイピっトっであったが。 上役と喧嘩して今日クビになったばかりじゃハッ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 ハどうだね当たったでしょうええそうよあなたは探偵さんみたいな方ね陽子はたちまち最前からの捨て鉢な表情にかえってそんなことに驚くもんかという調子で受け流した まだある。あんたは今日三時頃に会社を出てから今まで一度も家へ帰っていない。友達を訪問しようともしない。ただ、ブラブラと大阪の街中を歩き回っていた。一体これからどうするつもりなんだね老人は何もかも知っている。彼はきっとその午後三時から夜更けまで ずっと陽子を尾行し続けていたのに違いない。一体全体何の目的でそんなバカバカしい骨折りをしたのであろう。それを聞いてどうなさいますので、もし私が今晩からストリートガールに転業したとしたら。娘がやけっぱちな薄笑いを浮かべていった。 <laughs> わしがそういう不良老人に見えるかね違う違う。それに、あんたはそんな真似のできるたちじゃない。わしが知らんと思っているのかね二時間ほど前、君が薬屋の店へ入って買い物をしたの。老真子はどうだというように、ぐっと陽子の目を見据えた。 っっっこれですか眠り薬よ。洋子はハンドバッグからアダリンの箱を二つ出してみせた。あんたは、その若さで不眠症かねまさかそうじゃあるまい。それに、アダリン二箱というのは、 私が自殺するとおっしゃるのうん。わしは若い女性の気持ちがまんざらわからぬ男じゃない。大人たちには想像もできない青春の心理じゃ。死が美しいものに見えるのじゃ。穢れぬ体で死んでいきたいという諸女の純情じゃ。そしてお隣には焼けっぱちな 我と我が肉体を泥沼へ落とし込もうとするマゾヒズムがいる。ほんの紙一重のお隣り投資じゃ。あんたがストリートガールなんて言葉を口走るのも、アダリンを買ったのも、みんな青春のさせる技じゃよ。で、つまり、あたしに意見をしてくださろうってわけですの 陽子は京ざめ顔に突き放すように言う。いや、どうしまして。意見なんてやぼったいことはしませんよ。意見じゃない。あんたの急遽を救ってあげようというんじゃ。はっはっはっは。まあ、そんなことだろうと思ってましたわ。ありがとう。救っていただいてもよくってよ。 彼女はまだ誤解しているのか、さもおかしそうに冗談らしく答える。いや、そういう品の悪い口を聞いてはいけません。わしは真面目に相談しているんじゃ。あんたをお囲い者にしようなんて変な意味は少しもない。だが、あんたはわしに雇われてくれますか ごめんなさいそれ本当ですのやっと陽子にも老人の真意がわかり始めた本当ですともところであんたは関西商事で失礼じゃがいくら冒給をもらっていましたね四十円ばかりうん よろしい。では、わしの方は月給200円ということに決めましょう。その他に、宿所も、食事も、服装も、わしの方の負担です。それから、仕事はというと、ただ遊んでいればいいのじゃ。ほほほほ。まあ、素敵ですわね。 いや冗談だと思われては困る。これには少し込み入った司祭があって雇い主の方ではそれでも足りないくらいに思っている。それはそうとあんた両親はありませんの。生きていてくれたらこんな惨めな思いをしなくってもよかったんでしょうけれど。すると今は。 アパートに一人ぼっちですの。うん、よしよし。万事、好都合じゃ。それでは、あんたはこのまますぐ、わしと堂々してくださらんかアパートへは、後からわしの方でよろしく話しておくことにするから。実に奇妙な申し出であった。普通の場合なれば、到底承諾する気にはなれなかったに違いない。 だが、桜山陽子は、その時、低層をさえ売ろうとしていたのだ。自殺をさえ考えていたのだ。その焼けっぱちな気持ちが、つい彼女を頷かせてしまった。老紳子は喫茶店を出ると、タクシーを拾って、彼女を見知らぬバスへ町の、みすぼらしいタバコ屋の二階へ連れて行った。そこは畳の赤茶けた、何の飾りもない六畳の部屋で、 品物といっては、隅っこに小さな兄弟とトランクが一つ置いてあるばかりだ。ますます機械な老人の行動であったが、陽子はそこへ着くまでの車中で、老人からこの不思議な雇用契約の秘密を、ある程度まで聞かされていたので、もう少しも不安は感じなかった。むしろ彼女の奇妙な役割に少なからぬ興味を持ち始めていた。 では、一つ着替えをしてもらおう。これもあんたを雇い入れるについての一つの条件なんじゃ。老紳士はトランクの中から、ちょうど陽子の年頃に似合いの派手な模様の和服のひと揃いと、帯、長襦袢毛皮の襟のついた黒いコート、それから草履までも残りなく揃った衣装を取り出して、 小さな鏡でなんだけれど、一つ、うまく着替えをしてくれたまえ。と、言い残して、海下へ降りていった。洋子は言われるままに着替えを済ませたが、そうして、高価な和服に包まれた気持ちは、決して不快なものではなかった。うまいうまい、それでいい。実によく似合ったぞ。 いつの間にか老紳士が上がってきて彼女の後ろ姿に見とれていた。でも、この着物にこの紙ではなんだか変ですわね。陽子は鏡を覗き込みながら少しはにかんで言う。それもちゃんと用意がしてある。ほら、これだ。 これをかぶってもらわなくてはならんのだ。老人はそう言って最前のトランクから白布にくるんだものを取り出した。それをほどくと中から不気味な髪の毛の塊が出てきた。それは上品な洋髪のかつらであった。老人は洋子の前に回って上手にそのかつらをかぶせてくれた。鏡を見るとおやっと思うほど 顔が変わっている。それから、これじゃ。少し度があるけれど、我慢してくれたまえ。そう言って、老紳子が差し出したのは、縁なしの金眼鏡であった。陽子はそれをも、一言も反問しないで目に当てた。さあ、もう時間がない。 すぐに出かけることにしよう。約束は十時かっきりなんだから。老人が咳立てるので、洋子は大急ぎで脱ぎ捨てた洋服を丸めてトランクに押し込んでおいて階段を降りた。タバコ屋を出て少し行った大通りに一台の自動車が待っていた。最前乗ってきたタクシーではない。やっぱりボロ車ではあったけれど、 運転手はなかなか立派な男で、老紳士とも知り合いらしく見えた。二人が乗り込むと、指図も待たず車は走り出した。街灯の明るい大通りを行く曲がりして、やがて暗闇の郊外に出た。来ましたが、時間はどうでしょうか。 運転手が後ろを向いて尋ねるうんちょうどいいかっきり十字ださあ明かりを消したまえ運転手がスイッチをひねるとヘッドライトもテールライトも客席の豆電灯も全ての電灯が消え去って闇の中を闇の車が走るのだ ほどもなく自動車はどこかの大きな邸宅のコンクリート塀に沿って徐行していた半長置きほどに立っている常夜灯の尾行によってわずかにそれと知られるさあ陽子さん用意をして素早くやるんだよいいかね老人が競技選手を力づけるようなことを言う。 ええ、わかってますわ。洋子はこの不思議な冒険にワクワクしながら、しかし元気よく答えた。突如、車はその邸宅の通用門らしいくぐり戸の前に停車した。と同時に、外から何者かが自動車のドアをさっと開いて、早く、と、ただ一言囁いた。洋子は無言のまま、 夢中で車を飛び出すと、あらかじめ言い含められていた通り、いきなりその小さなくぐり戸の中へ駆け込んでいった。するとそれと入れ違いに、これはくぐり戸の内側から、陽子の肩にぶつかって丸のように転げ出し、自動車の今まで陽子が駆けていた座席へ飛び込んだ人がある。陽子はとっさの場合、遠くの伝統のほのかな光の中でその人を見た。そして、 思わずぞっとしないではいられなかった。彼女は幻を見たのであろうかそれとも最前からの出来事がすべて恐ろしい悪夢なのではあるまいか陽子はもう一人の陽子を見たのだ。昔離婚病という病があったことを聞いている。もしや彼女はその奇病に取り憑かれたのではないだろうか桜山陽子が二人になったのだ。 一人はくぐり戸の中へ、一人はその袖をくぐって自動車へ。髪形から着衣まで、これほどよく似た人間があってよいものか。いやいや、そればかりではない。彼女を心底から怖がらせたのは、そのもう一人の女性の顔までがようことそっくりに見えたことだ。だが、もう一人の女性を乗せた自動車は、彼女の底知れぬ恐怖を後にして、 元来た道へと黒い風のように消え去っていったさあこっちへおいでなさいふと気がつくと闇の中に最前自動車の扉を開いた男の黒い影が彼女の耳元に顔を寄せていた「雲と胡蝶と」 大阪の南の郊外、南海電車沿線、H 町に、大宝石商、岩瀬昌兵氏の邸宅がある。この頃その屋敷を取り巻くコンクリート塀の頂に、一面にガラスの破片が植え付けられた。どうしたんだろう、岩瀬さんは、あんな氷菓子みたいな真似をする人柄じゃないんだが、と、付近の人々はいぶかしく思わないではいられなかった。だが、 岩瀬邸の異変は、それだけにとどまったのではない。まず第一に、門長屋の住人が変わった。これまでは岩瀬商会の古い店員が住んでいたのに入れ替わって、土地の警察に勤務している剣道の豪の者と噂の高い、某警官の一家が引っ越してきた。庭園には所々に柱を立てて、明るい屋外電灯が取り付けられ、 建物の要所要所の窓には、さも頑丈な鉄格子がはめられた。その上、従来からいる書生の他に、筋骨たくましい二人の青年が、用心棒として邸内に寝泊まりすることになった。岩瀬邸は、今や小さい城郭であった。そもそも何を恐れて、これほどの用心をしなければならなかったのか。他ではない、女アルセのヌ・リュパンとまで言われる、 女族、黒トカゲの襲来が予知されていたからだ。岩瀬氏の最愛のお嬢さんの身辺に、世にも恐ろしい危険が迫っていたからだ。東京の軽ホテルでは、名探偵、明智小五郎に妨げられて、女族の誘拐の企ては失敗に終わったけれど、それで諦めてしまったのではない。彼女は必ず、必ず、早苗さんを奪い取ってみせると要言しているのだ。 いずれはもうこの大阪へ潜入しているに違いない。ひょっとしたら、栄一町の岩瀬邸の間近くまで忍び寄っていないとも限らぬのだ。魔術師のような女族の手並みのほどは、軽ホテルの事件で肝に銘じている。岩瀬昌兵衛氏ならずとも、これほどの用心をしないではいられなかったに違いない。当の早苗さんはかわいそうに、奥の一間、 例の鉄格子を張った部屋に、監禁同然の身の上となった。次の間には、早苗さんお気に入りのバーや、そのもう一つ手前の部屋には、東京から出張してきた明智小五郎が寝泊まりをして、玄関脇には三人の書生、その他、数人の男女の召使いたちが、早苗さんの部屋を遠巻きにして、断らば、我一番に駆けつけんものと、手ぐすね引いて待ち構えていた。 サナエさんは部屋に閉じこもったまま一歩も外出しなかった。時たま庭園を散歩するのにも必ず明智なり書生なりが付き添っていた。いかな魔術師の黒トカゲでもこれでは手も足も出ないに違いない。それかあらぬか、サナエさんたちが本邸に帰ってからもう半月ほども経過したけれど、女族の気配は全く感じられなかった。 わしはどうやら臆病すぎたようだわえ。あいつの脅し文句を真に受けたのはちっと大人げなかったかもしれんて。それともあいつはこちらの用意を知ってとても手出しができないと諦めてしまったのだろうか。岩瀬氏はだんだんそんな風に考えるようになった。だが、賊の方の心配が薄らぐと、 今度は娘のことが心がかりになり出した。わしの用心は、ちとてきびしすぎたかもしれない。娘を座敷牢へなど閉じ込めるようにしておいたのが、いけなかったのかもしれない。それでなくてもビクビクしている娘を、一層そおじけさせてしまった。あれのこの頃の様子は、まるで人が変わったようだ。 青い顔をして塞ぎ込んでばかりいる。わしが物を言っても返事をするのも嫌そうにしてそっぽを向いてしまう。どうかして少し気を引き立ててやりたいもんだが。そんなことを考えていたとき、岩瀬氏はふと今日出来上がってきた応接室の洋家具のことを思い出した。 うんそうだ。あれを見せたらきっと喜ぶに違いないて。洋家具というのは贅沢な椅子のセットで、一月ばかり前それを注文するとき、椅子に貼る織物を早苗さんが選定したのであった。岩瀬氏はこの思いつきに元気づいて、早速奥の早苗さんの居間へやっていった。早苗 お前の好みで注文した椅子が今日出来てきたんだよ。もう応接間に据え付けてある。一度見に来てごらん。思ったよりも立派な出来栄えだったよ。襖を開けて部屋を覗き込みながら声をかけると、机に持たれていた早苗さんがビクッとしたように振り向いたが、すぐまたうなだれてしまって、 そうですか。でも、あたし今。と、一向に気乗りのしない返事だ。そんな愛想のない返事をするもんじゃない。まあ、いいから来てごらんなさい。ばあや、ちょっと早苗を借りていきますよ。岩瀬氏は、臨室のバあやにそう断って、 進まぬ早苗さんの手を取るようにして連れ出していった。ばあやの次の明智探偵の部屋は開け放ったまま空っぽになっていた。彼はやむを得ない所要があって午前から外出したまままだ帰らないのだ。彼が出かけるとき岩瀬氏の在宅を確かめ、召使いたちにも早苗さんから目を離さぬようくどく注意を与えていったことは言うまでもない。 やがて早苗さんはお父さんの後に従って広い応接間に入ったどうだね少し派手すぎるくらいだったね岩瀬氏は言いながらその新しい椅子の一つへ腰を下ろした丸テーブルを囲んでソファーアームチェア婦人用のもたれのない椅子 木製のもたれの小型の椅子など都合7脚のセットが派手やかに並んでいたまあ綺麗ですこと無口の早苗さんがやっと物を言ったいかにもその椅子が気に入ったらしい彼女は長椅子に腰をかけてみた少し硬いようですわ 何かしら普通の長い子とはかけ心地が違うような感じがしたそりゃこしらえたてには少し硬いもんなんだよそのうちに慣れて柔らかみが出てくるだろうもしその時岩瀬氏も早苗さんと並んでその長い子に腰掛けてみたならば彼とても不信を抱かないではいられなかったに違いない。 長椅子の掛け心地はそれほど異様であった。だが彼は一つのアームチェアに沈み込んだまま他の椅子を試みようともしなかったのだ。そうしているところへ駒遣いがドアから顔を出して電話を知らせた。大阪の店からの要件らしい。岩瀬氏は奥の今の卓上電話へと急いで出て行った。だがさすがに用心深く、 書生部屋に声をかけて、応接室の早苗さんを注意するようにと命じることを忘れなかった。主人の声に、二人の書生が廊下へ出て、そこで見張り番を務めた。その廊下の突き当たりが、応接間のドアになっていた。書生たちの前を通らないでは、誰も早苗さんのいる部屋へ入ることはできないのだ。無論、応接間には、 庭に面していくつかの窓が開いていたけれど、それにはすべて、例のいかめしい鉄格子がはめてある。庭からも、廊下からも、早苗さんの身辺に近づく道は全く途絶されていた。でなくてはいかに急用の電話とはいえ、岩瀬氏がその部屋に早苗さんを一人ぼっちで残していくはずはなかった。電話の結果、岩瀬氏は急に、 大阪の店へ出向かなければならなくなった。彼は大急ぎで着替えをして、夫人と小間使いに見送られて玄関に出た。早苗に気をつけてくださいよ。今、応接間にいる。書生たちに見張りを言いつけておいたけれど、お前もよく注意してください。彼は小間使いに靴の紐を結ばせながら、 夫人に幾度も念を押した。夫人は主人が自動車に収まるのを見送っておいて、娘の様子を見ようと応接間に近づいたが、気がつくとピアノの音が聞こえている。まあ、早苗さんがピアノを弾いてる。近頃のないことだわ。いい塩梅だ。じゃあ、そっとしておいてやりましょう。 彼女はなんとなく軽やかな気持ちになって、書生たちに見張りを怠らないように注意を与えた上、今の方へ引き返していった。応接間の中の早苗さんは、父親が行ってしまうと、一つ一つの椅子の掛け心地を比べてみたり、立って窓の外を眺めたりしていたが、やがてピアノの蓋を開いて、でたらめにキーを叩き始めた。叩いているうちに鏡が乗って、同様の曲になったり、 それがいつの間にかオペラの一節に変わっていたりした。しばらくはピアノに夢中になっていたが、それにも飽きて、もう今へ帰りましょうと立ち上がって、ひょいと振り向いたとき、彼女はそこに、実に思いもかけない恐ろしいものの姿を発見して、ぎょっと立ちすくんでしまった。ああ、どうしてこんなことが起こり得たのであろう。窓からも廊下からも、 その部屋へ忍び込む道は全く途絶していたのだ。ピアノとか長椅子とかその他の丁度の後ろには人が隠れるほどの隙間はないのだし、近頃の低い椅子ではその下へ潜むことなど思いもよらぬ。つい今しがたまでこの部屋にはさなえさんの他に生きた者とては猫一匹さえもいなかったのだ。それにもかかわらず、今さなえさんの目の前に 一人の異様な人物が立ちはだかっていたではないか。もじゃもじゃの髪の毛、顔中を薄黒くした武将髭、ギラギラと油断なく光る恐ろしい目、ところどころに破れの見える汚い背広服、どこをどうして入ってきたのか、このお化けみたいな男は、考えてみるまでもない、如く黒トカゲの手下のやつに決まっている。ああ。 とうとう予期した者がやってきたのだ。しかも、人々がやや油断し始めた虚に付け込んで、魔術師のような海賊は、やすやすと警戒を突破し、幽霊みたいにドアの隙間から忍び込んできたのだ。おっと、声を立てちゃいけないよ。手荒なことはしやしない。俺たちにも大切なお嬢さんだからね。 癖者が低い声で脅しつけた。だが、そんな注意を受けるまでもなく、かわいそうな早苗さんは、恐ろしさに体中が痺れたようになって、身動きも、叫び声を立てることもできなくなっていた。賊はニヤリと不気味な微笑を浮かべて、素早く早苗さんの背後に回り、ポケットから丸めたハンカチのようなものを取り出すと、ヤニワに彼女に踊りかかって、そのハンカチで口を押さえてしまった。 さなえさんは肩から胸にかけて、蛇に締め付けられたような、いやらしい圧力を感じた。口はハンカチのために、にわかにむっと息苦しくなった。いくら何でも、もうじっとしてはいられない。彼女はか弱い少女の力のあらん限り、くせ者の手から逃れようともがいた。蜘蛛の糸にかかった、美しい一匹の蝶のように、惨めに、物狂しく跳ね回った。 だが、やがて彼女の活発に動いていた手足が、徐々に力を失い、いつしかぐったりと静まり返ってしまった。麻酔剤の効き目である。せ者は、腸が羽ばたきしなくなると、その体をそっと絨毯の上に寝かせ、裸った着物の裾を合わせてやりながら、美しく眠ったさなえさんの顔を眺めて、またしてもニヤニヤと、底気味の悪い微笑を浮かべるのであった。 令状変身。応接間から漏れていたピアノの音が止んでしまってから、もう30分も経ったのに、早苗さんは一向出てくる様子がない。つい最前までは、ことことと物を動かす音などが聞こえていたが、それさえ今はぱったりと途絶えて、ドアの向こう側は死んだように静まり返っている。 おい、長いね。いい加減に部屋へ帰ってくれればいいのに。それにしても、馬鹿に静かになってしまったじゃないか。変だぜ、なんだか。見張りの書生が辛抱しきれなくなって囁き始めたところへ、これもお嬢さんを案じたばあやが気合わせた。 お嬢さんは応接間にいらっしゃるの旦那様もご一緒なんだろうね。ばあやは主人の外出を知らないでいたのだ。いや、ご主人はさっき店から電話がかかって大阪へ出かけられましたよ。おやおや、じゃあ、あそこにお嬢さん一人ぼっちなの いけないねそんなことしちゃ。ばあやは不服顔だ。だから、僕らが見張りをしているんだけれど、さっきからだいぶ時間が経つのに、一向出ていらっしゃらない。それにあまり静かなので、少し変に思っているんですよ。じゃあ、私が行ってみましょう。 ばあやはそう言ってつかつかとドアに近づき、何気なくそれを開いて中を覗いてみたが、覗いたかと思うとまたすぐ閉めて、いきなり女性たちのところへ走り戻ってきた。どうしたのか、彼女の顔は真っ青になっている。大変ですよ。ちょっと行ってみてください。変な奴が長椅子の上に寝そべっているの。それにお嬢さんはあそこには見えませんよ。 早くあいつをつまみ出してください。まあ、君の悪い。女生たちは無論、そんなことを信じなかった。この婆さん気でも違ったのではないかと疑った。しかし、ともかくも言ってみる他はない。彼らはいきなりドアを開けて、応接室へ飛び込んでいった。見ると驚いたことには、ばあやの言葉は決して嘘ではなかった。 確かに長椅子の上にぐったりと死んだようになって寝そべっている奴がある。ボロボロの背広を着た顔中武将髭の小敷みたいな男だ。こら、貴様、何者だ柔道初段の豪傑諸生が癖者の肩に手をかけて揺すぶった。 うわあ、たまらねえ。こいつ酔っ払いだぜ。長椅子の上へ小物店を並びやがった。彼は滑稽な身振りで飛びのいて鼻をつまんだ。なるほど。酔っ払いの証拠には男の顔は異様に青ざめていたし、長椅子の下にはウイスキーの大瓶が空っぽになって転がっていた。それにしても、その部屋で酒を飲んだものとすれば、 少し酔いの回り方が早すぎるように思われるのだが、書生たちはそこまで気がつかなかった。揺り起こされたく者は、薄めをあいて、汚く汚れた口の旗を赤い舌でペロペロと舐め回しながら、ふらふらと上半身を起こした。すまねえ。おら、もうだめだよ。苦しくて、とてももう飲めねえ。 この新章の応接室を酒場とでも思い違えているのか、男はわけのわからぬ管を巻き始めた。馬鹿。ここどこだと思っているそれに、貴様一体どうしてここへ入ってきたんだええー、どうして入ってきたっていうのかそりゃおめえ、蛇の道は蛇だな。 どこにうめえ酒が隠してあるぐらいのことちゃんとご存知だってことよ。へっへっそれよりも君、お嬢さんの姿が見えないんだぜ。こいつがどうかしたんじゃないかい別の書生がそれに気づいて注意した。実に不思議なことには、部屋中くまなく探してみたけれど、 得体の知れぬ酔っ払いの他には人の影もないのであった。一体これはどうしたというのだ。あの美しいお嬢さんが、たった三十分かそこらの間に、まるで天活上の魔術みたいに、この汚らしい酔っ払いに変わってしまったのであろうか。前後の事情だけから考えると、いくらバカバカしくても、どうもそうとしか思えないのだが。おい。 お前、いつここへ来たんだここに美しいお嬢さんがいらしたはずだが、お前見なかったかおい、はっきり返事をしろ。肩を小づき回されても、男は一向無感覚だ。ええ、美しいお嬢さんだって、お懐かしいね。連れておいで、ここへ。ほら、 久しく美しいお嬢さんの顔を拝まねえんだ。拝ましてくんな。早く、さあ、早く、ここへ引っ張ってこいってんだ。<laughs> 実にたわいがなかった。こんな奴に何を聞いたって無駄だよ。ともかく警察へ電話をかけて、引き渡すことにしようじゃないか。いつまでもここへ置いといたら、 部屋中ヘドだらけになっちまうぜ。岩瀬夫人は、ばあやの知らせに驚いて駆けつけたが、人一,一倍潔癖な彼女は、小敷みたいな男がヘドを吐いていると聞くと、部屋へ入る勇気がなく、女中たちに取り巻かれて、ドアの外からこわごわ覗いていたのだが、今の書生の言葉を聞くと、あ,あ、それがいい。 早くおまわりさんを呼んでください。誰か、警察へ電話を。と、指図した。そして結局、その絵体の知れぬ部来館は、土地の警察の留置場にぶち込まれたのだが、二人の警官がくせ者の両手を掴んで、ぶら下げるようにして連れ去ると、後には彼の履いた者の,のために、無残に汚れた長椅子と、耐え難い周期とが残った。 出来てきたばかりの椅子を、ああ、もったいない。ばあやが顔をしかめながら遠くからそれを眺めて言うのだ。おやおや、ヘドばかりじゃありませんよ。大変な鍵先だ。まあ、気味の悪い。あいつ刃物でも持っていたんでしょうか。長椅子の切れがひどく破けてますよ。 嫌だね。せっかく綺麗になったばかりなのに。そんなものおせつ間に置けやしない。誰か、家具屋へ電話をかけてね。取りに来るように、そう言ってください。張り替えなくっちゃ仕方がない。潔癖家の岩瀬夫人は、一刻でもその汚いものを、丁内に置くに耐えなかったのだ。さて、酔いどれ騒ぎが一段落すると、今度はにわかに、 早苗さんのことが気になり始めた。主人、岩瀬氏にこのことが急報されたのは言うまでもない。明智の行き先もわかっていたので、急いで帰るように電話がかけられた。同時に、邸内の大捜索が開始された。出張してきた三人の警官と、書生をはじめ、召使いたちの総動員で、応接室や早苗さんの居間を手始めに、会場、会課、 庭園から園の下まで残るところもなく探し回った。だが、美しいお嬢さんは朝日に溶ける葉津の梅雨のように影炎となって蒸発してしまったのであろうか、その姿は影も形も見えないのであった。魔術師の会議。 酔っ払い騒ぎがあってから2時間ほどのち、急報に接して大阪から帰った岩瀬氏と明智小五郎とが、主人の居間で、この不可解な出来事について、慌ただしい会話を取り交わしていた。そのそばには、岩瀬夫人とばあやとが控え、責任者の二人の書生も呼び出されて、かしこまっている。失策でした。 僕はまたしても油断しすぎたようです。明智はいかにも申し訳がないという様子であった。いやいや、あなたの失策じゃない。これは全くわしが悪かったんです。娘があまり沈み込んでいるものだから、ついかわいそうになって、応接間などへ連れ出したのが悪かったんです。 油断といえば、わしこそ、まったく油断をしておりましたよ。私たちも不注意でございました。所星に任せておいて安心していたのがいけませんでした。岩瀬夫人も同じようなことを言う。しかし、そういうことは今更言ってみても仕方がありません。 それよりも我々は、お嬢さんがいつ応接室を出られたか、そしてどこへ連れ去られたか、その点を確かめなければなりません。明智が帰らぬくりごとを打ち切るように言った。さあ、それですって。そこがわしにはどうも消せんのじゃが。おい、倉田。 お前たちは脇見をしていたんじゃあるまいな。お嬢さんがあの部屋を出て行くのを気がつかなかったんじゃあるまいな。岩瀬氏が尋ねると、倉田と呼ばれた女性の一人は少し憤慨の面持ちで答えた。いや、断じてそんなことはありません。僕らはちゃんとドアの方を見張り続けていたんです。それに、 お嬢さんが応接間から他の部屋へいらっしゃるためには、どうしても僕らの立っている廊下を通らなければならないんです。いくらなんでも、お嬢さんが目の前を通りなさるのを、僕らが見逃したはずはありません。うん。お前たちはそんな生意気なことを言うが、それじゃ、どうしてお嬢さんがいなくなったんだそれともお嬢さんは、 あの頑丈な鉄格子を破って飛び出していったとでも言うのかええどうだね鉄格子が外れてでもいたかね岩瀬氏は感情が激すると、つい憎まれ口を聞く癖があるようだ。書生はたちまち恐縮して、頭をかきながら、分かりきったことを正直に答える。いえ。 鉄格子どころか、ガラス股さえも、掛け金を外した形跡はありませんでした。それ見ろ。それじゃあ、つまりお前たちが見逃したことになるじゃないか。まあ、お待ちください。どうもこの人たちが見逃したようにも思われません。見逃したといえば、お嬢さんだけではなくて、あの酔っ払いが応接前へ入るところも見逃しているわけです。 いくら不注意でも、二人もの人間が出たり入ったりするのを気づかないでいるというのは、どうもありそうもないことですな。明智が考え考え言った。いかにもありそうもないことです。だが、それがあったんじゃ。岩瀬氏は、なおも毒口を叩く。 明智はそれに構わず続けた。鉄格子も破れていない、書生さんたちも見逃していないとすると、結論はたった一つ。あの応接室へ入った者も、も出た者も,もなかったということになります。うん、すると、早苗がその酔っ払いに化けたのだとでもおっしゃるんですね。冗談じゃない。 わしの娘は役者じゃありませんぜ。ご主人、あなたはお嬢さんに新しくできた椅子をお見せなすったんですね。その椅子は今日届けられたんですかそうです。あんたが出かけられて間もなく届いたんです。妙ですね。あなたはその椅子が届いたのと、 お嬢さんの誘拐との間に何か偶然でないつながりがあるようには思われませんか僕にはなんだか。明智はそう言いかけたまま、目を細くしてしばらく考えに沈んでいたが、はっと顔を上げると何かしら意味のわからぬことを口走った。人間イす あんな小説家の空想が果たして実行できるんだろうか。そして彼はすっくと立ち上がると、何か非常に興奮した様子で、人々に挨拶もせず、いきなり部屋を出て行ってしまった。人々は名探偵の突飛な行動にあっけに取られて、しばらくは口を聞くものもなく、ぼんやりと顔を見合わせていたが、するとたちまち明智の駆け戻ってくる足音がして、 廊下から怒鳴るのが聞こえた。長椅子をどこへやったんです応接間に見えないじゃありませんか。まあ、明智さん、落ち着いてください。椅子なんかどうだっていい。わしたちは今娘のことを心配しているんだ。岩瀬氏が声をかけると、 明智はやっと部屋の中へ入ってきたが、まだ立ちはだかったまま同じことを繰り返す。いや僕は長椅子の行方が知りたいんです。どこへやったんですかすると書生の一人がそれに答えた。あれは、つい今しがた家具屋の職人が受け取りに来たんで渡してやりました。 張り替えさせるようにという奥様の言いつけだったものですから。奥さん、それは本当ですかええ。酔っ払いが破いたり汚したりして、あんまりむさいものですから、急いで取りに来させましたの。岩瀬夫人が、まだそれとも気づかないで取りすまして答える。 そうでしたか。ああ、困ったことをしてしまったな。もう取り返しがつかない。いや、もしかしたら、そうだ。もしかしたら、僕の思い違いかもしれない。ちょっと、そのお電話を拝借します。明智は気違いめいたことをブツブツ呟いていたかと思うと、いきなりそこの卓上電話にしがみついて受話器を取った。 君、その家具屋の電話番号を教えてくれたまえ。書生がそれに答えるのを口移しに、明智は交換手へと怒鳴った。ああ、N 家具店ですかこちらは岩瀬の屋敷です。最前長椅子を取りに行こしてくれたんだが、あれはもう君の方へ着きましたか、ええ。 ええ、長い椅子をかしこまりました。どうも遅くなってすみません。実は、今店のものを伺わせようと思っておりましたところでございます。受話器の向こうから、尊強な返事が聞こえてきた。ええなんだってこれから取りに来るんだって君、それは本当かいこちらではもうさっき渡してしまったんだが。 明智がもどかしそうに怒鳴り返す。ええ、そんなはずはございませんがな。手前どもでは誰もまだお屋敷へ伺っておりませんのですが。君はご主人かねしっかり調べてくれたまえもしや君の知らぬ間に誰かこちらへ来たんじゃありませんかい,いえ、 そんなことはございません。まだ私は、お屋敷へ伺うことを店の者に伝えておりませんので、伺う道理がありません。そこまで聞くと、明智はガチャンと受話器をかけて、また立ち上がって、どこかへ駆け出しそうにしたが、思い直して、今度は土地の警察署へ電話をかけ、捜査主任を呼び出した。明智は、岩瀬家の客となった最初の日、 まずこの捜査主任と懇疑を結んでおいたので、この場合、それが十分役だった。僕は岩瀬家の明智ですが、例の酔っ払いが汚した長椅子ですね。あれを家具屋の名を語って屋敷から持ち出し、トラックに積んで逃げ出した奴があるんです。どちらへ走ったかはわかりませんが、至急手配をして、そいつを捕らえてくださいませんかそうです。そうです。あの長椅子です。 人間イス。ええ、人間イス。いや、冗談なもんですか。ええ、そうでしょう。他に考え方がないじゃありませんか。では、お願いします。僕の見込みは決して間違っていないと思います。いずれ後から詳しくお話し,しますけれど。そうして電話を切ろうとすると、今度は先方から意外な報告がもたらされた。 ええ逃亡したそいつは非常な手抜かりですね。酔っ払いと思って油断していたうーん、それは無理もないけれど、あいつとんだ食わせ者です黒トカゲの手下に決まっている。惜しいことをしましたね。まだ捕まりませんか何分よろしく。全力を尽くしてください。人の命に関わることだ。二つともね。長椅子の方も、水管の方も。 では、また後ほど。ガチャリと受話器の音。明智はがっかりしたように、そこにうずくまってしまった。一座の人々は、異常な緊張で電話の声に聞き入っていた。そして一句ごとに、この名探偵の突飛な行動の理由が分かっていくように思われた。明智さん。 お話の様子で、大体わしにも事の次第が分かりました。わしは、あんたのご名察に驚き入りました。いや、それにもまして、賊の子の思い切った、ズバ抜けた手品には、開いた口が塞がりませんよ。つまり、あの酔っ払いを装った男が、仕掛けをした長椅子の内部に隠れて、どっかでかぐやの作った本物とすり替えたんですね。 そして応接間には人間の入った長椅子が据えてあったというわけですね。そこへサナが入っていく。男が椅子の中からそっと抜け出して娘を。明智さん、あいつはまさか娘を殺したんでは。岩瀬氏はぎょっとして言葉を切った。いや、決して殺すようなことはありません。 K ホテルの場合でも分かっている通り、あいつは生きたお嬢さんを欲しがっているんです。明智が安心させるように答える。うーん、わしもそうとは思いますがね。それから、正気を失った娘を、今まで自分の潜んでいた長椅子の内部のうつろの中へ入れて、蓋を閉める。そして、あいつめ、 長椅子の上に寝そべって、酔っ払いの真似を始めたんですね。しかし、あの汚れ物。ああ、お見事です。ご主人も黒トカゲに負けない空想家ですね。僕の考えもその通りなんです。あいつの恐ろしさは、こういうズバ抜けた考え方によって、バカバカしいトリックを平然として実行する肝ったまにあるんです。 今度の着想などは全くおとぎ話ですよ。ある小説家の作品に人間椅子というのがあります。やっぱり悪人が椅子の中へ隠れていたずらをする話ですが、その小説家の口頭無形を黒トカゲはまんまと実行してみせました。今お話の汚れ物にしてもそうですよ。あらかじめそういう液体を用意しておいて、口からではなく瓶から長椅子の上にぶちまけたんです。ええ。 瓶ですよ。ほら、あのウイスキーの大瓶、あの中に残っている液体を調べたら、きっとヘドの匂いがすることでしょう。それとでも、実は昔々の西洋のおとぎ話にある手なんです。そのおとぎ話の方はヘドではなくて、もっと汚いものでしたかね。で、あの酔っ払いは、警察の留置所から逃げ出してしまったとか、 ええ、逃げ出したそうです。酔っ払いも長椅子も、おとぎ話のようにどっかへ消え失せてしまいました。明智は思わず苦笑したが、またきっとなって付け加えた。しかしご主人、僕はいつか軽ホテルでお約束したことを忘れはしません。ご安心ください。命にかけてもお嬢さんを守ります。 決して取り返しのつかぬようなことはしないつもりです。どうか僕を信じてください。僕の顔色を見てください。青ざめていますか心配らしい影でも見えますかそうではないでしょう。僕は平気なんです。この通り、平気なんです。明智はそう言って、にこやかに笑ってみせた。虚勢とは思えない。彼は真から微笑しているのだ。 人々は頼もしげに明るい名探偵の顔を見上げたエジプトの星宝石商霊場誘拐事件はその翌日の新聞記事によって全国に知れ渡った土地の警察はもちろん大阪府の全警察力を挙げて 早苗さんの行方捜索が行われた。デパートの陳列所でも、各省のショーウィンドウでも、駅駅の貨物倉庫でも、長椅子という長椅子が不気味な剣技を受けた。神経質な人たちは、自宅の応接間のソファーにさえも、一応そこの具合を改めないでは腰掛ける気になれなかった。そうして、事件から丸一昼夜が経過したけれど、 人間詰め長椅子の行方は少しも知れなかった。生きているのか、死んでしまったのか、美しい早苗さんの姿は、全くこの世から書き消されてしまったように感じられた。岩瀬氏や夫人などの嘆きは言うまでもなかった。早苗さんを基地に導いたのも、賊を見逃したのも、全く岩瀬氏夫妻の手落ちであって、 誰を恨むこともなかったが、悲しみのあまり、憤りのあまり、ついどうを失って、明智探偵の不用意な外出を責めたい気持ちにもなるのであった。明智は無論その気持ちを察しないではなかった。また彼自身としても、名探偵の名にかけて、この誘拐事件に責任を感じ、取り返しのつかの油断を悔やまないわけではなかった。それにもかかわらず、 さすがは百戦錬磨の優勝。彼は深く心に気するところあるもののごとく、少しも狼狽はしなかった。岩瀬さん、僕を信じてください。お嬢さんは安全です。必ず取り返してお目にかけます。それに俗の主張にあっても、お嬢さんは決して危害を加えられることはありません。あいつらはきっと、早苗さんを大切な宝物のように扱っているでしょう。 そうしなければならない理由があるんです。少しもご心配なさることはありません。明智は岩瀬氏夫妻に、繰り返し、繰り返し、こういう意味のことを言って慰めた。だが、明智さん、取り返すと言っても、娘は今どこにいるんですかね。あれのありかがあんたにわかっているとでもおっしゃるのかね。 岩瀬氏は、またしても例の毒口を聞いた。そうです。分かっていると言ってもいいかもしれません。明智は動じない。うーん、じゃあ、なぜそこへ取り戻しに行ってはくださらんのかね。見ているとあんたは、昨日からまるで警察任せで、 何もしないで手をつかねていなさるようじゃが、そんなにわかっていれば、早く適当な処置を講じて欲しいものですね。僕は待っているんですよ。ええー、待っているとは。黒トカゲからの通知をです。通知を うそれはおかしい。賊が通知をよこすとでもおっしゃるのかね。どうかお嬢さんを受け取りに来てくださいと言って。岩瀬氏は憎まれ口を聞いて、ふふんと鼻先で笑ってみせた。ええ、そうですよ。名探偵は子供のように無邪気である。 あいつはお嬢さんを受け取りに来いという通知をよこすかもしれませんよ。ええあんた、それは正気で言ってなさるのかなんぼなんでも、賊がそんなこと明智さん、この場合、冗談はごめんこむりますよ。宝石王が苦々しく言い放った。 冗談ではありません。今にきっとお分かりになりますよ。ああ、ひょっとしたら、その中に通知状が混じっているかもしれません。彼らはその時、例の早苗さんの誘拐された応接間に滞在していたのだが、ちょうどそこへ、書生の一人が、その日の第三便の来館をまとめて持ってきたのであった。この中にですか 族の通知状がですか岩瀬氏は、書生からスーツの手紙を受け取って、何をバカバカしいと言わぬばかりに、上の空の返事をしながら、一つ一つ差出人を調べていたが、たちまちハッとして、尊狂な声を立てた。いやー、こりな何じゃ、この模様は一体何じゃ。 それは上等の洋封筒に包まれた一通の手紙であったが、見ると、その裏面には差出人の名はなくて、封筒の左の隅に、一匹の真っ黒なトカゲの模様が巧みに描かれてあった。黒トカゲですね。明智は少しも驚かない。それご覧なさい、と言わぬばかりだ。 黒トカゲじゃ、大阪市内の化身がある。岩瀬氏は、さすがに商人らしい目早さで、それを見て取った。ああ、明智さん。あんたには、これがどうしてあらかじめわかっていたんです確かに族の通知状じゃ。うーん、これはどうも。 彼は勘に耐えたように名探偵の顔を見つめている。怒りっぽい代わりには機嫌の治るのも早い老人であった。開いてごらんなさい。黒トカゲは何かを要求してきたんですよ。明智の言葉に岩瀬氏は注意深く封を切って中の諸艦船を広げてみた。 何の意味もない純白の用紙である。そこに下手な書体で、なんとなくわざと下手に書いたような書体で、次の文句がしたためてあった。昨日はお騒がせして恐縮。お嬢さんは確かにお預かりしました。警察の捜索からは絶対に安全な場所におかくまいしてあります。お嬢さんを私からお買い戻しになるお気持ちはありませんか もしそのお気持ちがあるのでしたら、差の条件によって、商談に応じてもよいと考えます。代金、ご所蔵、エジプトの星一個。支払い期日、明7日、正午後5時。支払い場所、T 公園、通天閣頂上の展望台。支払い方法、岩瀬小兵氏単身にて、 右時間までに通天閣上に現品を持参すること。右の条件に少しでも違反したる場合、またはこのことを警察に告げ知らせたる場合、または現品授受,受の後、私を捕獲させようとしたる場合は、令状の死をもってこれに報いること。右の条件が正確に履行された上は、その世のうちにお嬢さんをお宅まで送り届けます。 右、キーを得ます。ご返事には及びません。明日、所定の時間、所定の場所へおいでなき限りは、この商談不成立と認め、直ちに予定の行動に移ります。以上、黒トカゲ、岩瀬正兵衛様。これを読み終わると、岩瀬氏は東枠の色を浮かべて考え込んでしまった。 エジプトの星ですか。明智がそれと察して尋ねる。そうです。困ったことになりました。あれはわしの使用にはなっているが、国宝とも言うべき品物で、忌まわしい賊の手などに渡したくはないんです。非常に高価なものと聞いていますが、 時間二十万円です。だが、二十万円には変えられない宝です。あんたは、あの宝石の歴史をご存知ですかええ、聞きを読んでいます。この国最大最期のダイヤモンド、エジプトの星は、南アフリカ産、ブリリアント型、三十いくカラットの宝玉であって、 その名の示すごとく、かつてはエジプト王族の宝庫に収まっていたものだが、それが欧州諸国の後期の方々の手を渡り渡って、第一次大戦当時、ある事情から宝石商人の手に移り、それがまた転々して、つい数年前のこと、岩瀬商会パリ支店の買収するところとなり、現在は大阪本店の所有となっている。 由緒の深い宝石じゃ、わしはあれを命から二番目ぐらいに大切に思っております。盗難についても用心に用心を重ね、その宝石を収めてある場所は、わし自身の他に、店員はもちろん、家内さえ知らないのです。すると、つまり俗にしては、一個の宝石を盗むよりも、生きた人間を盗み出す方がたやすかったというわけですね。 明智はしきりに頷いている。そうです。エジプトの星はたびたび盗賊に狙われた。そのたびごとにわしは賢くなったんです。そしてとうとうその隠し場所をわしだけの秘密にしてしまった。どんなに偉い盗賊でもわしの頭の中の秘密を盗むことはできませんからね。しかし。 その苦心も今は無駄じゃ。さすがのわしも、娘の身の代金として宝石をするという手には少しも気がつかなんだ。明智さん、いかなあ宝物でも人間の命には変えられませんわい。残念じゃが、わしは諦めました。宝石を手放すことにしましょう。岩瀬氏は、 青ざめた顔で決意のほどを示した。それほどのものを手放すことはありませんよ。なに。こんな脅迫状なんか目殺しても構わないんです。お嬢さんの命に関わるようなことは断じてありません。明智が頼もしく慰めても、一徹の岩瀬氏は彼の言葉を信用しない。 いやいや、あの恐ろしい悪党は何をしでかすか知れたものではない。いくら効果とはいえ、たかが好物です。好物などを惜しんで、娘に万一のことがあっては取り返しがつきません。わしはやっぱり、賊の申し出に応ずることにしましょう。それほどのご決心なれば、僕はお止めしません。 一応敵の企みにかかったと見せかけて宝石を手渡すのも一策でしょう。僕の探偵技術から言えばむしろその方が便利なんです。しかし岩瀬さん、決してご心配なさることはありません。僕ははっきりお約束しておきます。お嬢さんもその宝石も必ず僕の手で取り戻してお目にかけますよ。ただちょっとの間、あいつにぬか喜びをさせてやるだけです。 明智は何の頼むところあってか、自信に満ちた力強い口調で、事もなげに言い切るのであった。登場の黒トカゲ。その翌日、約束の午後五時少し前、岩瀬昌兵氏は、文字通り敵の条件を守って、明智以外の何人にも告げず、ただ一人、 t 公園の入り口、天空高くそびえる鉄塔の下にたどり着いた。t 公園といえば、その地域の広さ、日々ドンとする群衆のおびただしさでは、大阪随一の大遊楽郷であった。立ち並ぶ劇場、映画館、飲食店、オルガごとき雑踏、露天商人の叫び声、電竹の騒音、子供の泣き声、 数万の靴と下駄との奏でる交響楽、下立てる砂ぼこり、その真ん中にパリのエッフェル塔を模した通天閣の鉄骨が大大阪を見下ろして雲にそびえているのだ。ああ、なんという大胆不敵、なんという傍若無人、女族黒トカゲは、よりによってこの大歓楽橋の真っただ中、囚人監視の登場を、 身の白金授受の場所と定めたのであった。このお芝居家、この冒険、あの国衣夫人でなくてはできない芸当である。岩瀬氏は神経の太い商人ではあったけれど、いよいよ俗と対面するかと思うと、胸騒ぎを禁じ得なかった。彼は少しばかり硬くなって、登場へのエレベーターに入った。エレベーターの上昇とともに、 大阪の街がぐんぐん下の方へ沈んでゆく。冬の太陽はもう地平線に近く、屋根という屋根の片側は黒い影になって、美しい五番模様を描いていた。やっと頂上に達して、四方見晴らしの展望台に出ると、下界ではそれほどでもなかった冬の風が、ヒューヒューと激しく頬を打った。冬の通天閣は不人気だ。 それに夕方のせいもあって、展望台には一人の遊覧客も見えなかった。風よけのの布を張り巡らした菓子や果物や絵はがきなどの売店に、店番の夫婦者が寒そうに座っている他には全く人影はなく、何かこう、人海を離れて、天井の無人の境へ来たような物寂しい感じであった。欄干に持たれて下界を覗くと、 ここの寂しさとは打って変わった雑踏の数千匹の蟻の行列のような人通りが足元にくすぐったく眺められた。そうして寒風に吹きさらされながらしばらく待っていると、やがて次のエレベーターが到着して、ガラガラと鉄の扉の開く音とともに、一人の奥様らしい装いの金縁のメガネをかけた和服の夫人が展望台に現れ、ニコニコ笑いながら岩瀬氏の方へ近づいてきた。 今自分、この寂しい登場へ、こんなしとやかな夫人がたった一人で登ってくるなんて、なんとなくそぐわぬ感じであった。物好きな奥さんもあるものだ、とぼんやり眺めていると、驚いたことには、その夫人が、いきなり岩瀬氏に話しかけたのである。はっ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 は。岩瀬さん お見忘れでございますか私、東京のホテルでご懇意願いました、緑川でございますわ。ああ、ではこの女が緑川夫人、すなわち黒トカゲであったのか。なんという化け物だ。和服を着て、メガネをかけて、丸曲げなんかに言って、まるで総合が変わっているではないか。このしとやかな奥様が、 女族黒トカゲであろうとは。岩瀬氏は相手の人を食ったなれなれしさに激しい憎悪を感じて黙ったままその美しい顔を睨みつけていた。この度はどうもとんだお騒がせをいたしまして。彼女はそう言ってまるで貴婦人のように上品なお辞儀をした。 何も言うことはない。わしは君の条件を少しも互いず履行した。娘は間違いなく返してくれるんだろうね。岩瀬氏は相手のお芝居に取り合わず、要件だけをぶっきらぼうに言った。ええ、それはもう間違いなく。お嬢さん、大変お元気でいらっしゃいます。 どうかご安心遊ばして。そしてあの、お約束のものはお持ち下さいましたでしょうか。うん、持ってきました。さあ、これです。調べてみるがいい。岩瀬氏は海中から銀製の小箱を取り出して、思い切ったように夫人の前に突きつけた。まあ。 ありがとうございました。では、ちょっと拝見を。黒トカゲは落ち着き払って小箱を受け取り、袖の陰で蓋を開けて、白ビロードの台座に収まった巨大な宝石をじっと見入った。ああ、なんて素晴らしい。みるみる彼女の顔に歓喜の血が昇った。 奇代の宝石には千枚張りの彼女の顔をさえあからめさせる神秘の魅力がこもっていたのだ五色の炎本当に五色の炎が燃えているようでございますわねああ私どんなに恋い焦がれていたことでしょうこのエジプトの星に比べては私が長年収集しました戦火に近いダイヤモンドも まるで石ころ同然でございますわ。本当にありがとうございました。そしてまた、彼女はうやうやしく一礼をするのであった。相手が喜べば喜ぶだけ、岩瀬氏の方では、命から二番目とまで大切にしていた宝物を、むざむざこの女に奪われてしまうのかと思うと、覚悟はしながらも、言い知れぬ憎しみが感じられて、 目の前に取り澄ましている女が一層肉肉しく見えてくる。すると例の小兵老人の癖で、こんな場合にもつい憎まれ口が聞きたくなるのだ。さあ、これで代金の支払いは済んだ。あとは君の方から品物が届くのを待つばかりだが、わしは君をこんなに信用していいのかしら 相手は泥棒なんだからね。泥棒と前金取引をするなんて、実に危険千番な話だ。ほっほっほっほ。それはもう、間違いなく。では、お先にお引き取りを。私、一足後から帰らせていただきます。女は相手の毒口に取り合わず。 この奇妙な会見を打ち切ろうとした。うん。品物を受け取ってしまえば、ご用はないとおっしゃるんだね。だが、君も一緒に帰ったらいいじゃないか。わしと一緒にエレベーターに乗るのは嫌かね。ええ。私もご一緒したいのは山々なんですけれど、何を申すにも、お尋ね者の体でございますから。 あなたが無事にお帰りなさるのをよく見届けました上でなくては。危険だと言うんだね。わしが尾行でもすると思っていなさるのか <laughs> これはおかしい。君はわしが怖いのかね。それでよくこんな寂しい場所でわしと二人きりで会見しなすったね。わしは男だよ。もし、もしだね。 わしが娘の一名を犠牲にして、天下に害毒を流す女族を捕らえようと思えば、何の訳もないことだぜ。岩瀬氏は女の子面憎さについ嫌がらせを言ってみたくなった。ええ、ですから、私ちゃんと用意がしてございますの。 ピストルでも取り出すのかと思うと、そうではなくて、彼女はつかつかと売店の方へ歩いて行って、そこに並べてあった賃貸しの双眼鏡を持ってきた。あそこにお湯屋の煙突がございますわね。あの煙突のすぐ後ろの屋根の上をご覧なすってくださいまし。彼女はその方を差し示して、 双眼鏡を岩瀬氏に手渡すのであった。おぉ、屋根の上に何かあるのかね岩瀬氏はふと好奇心に駆られて双眼鏡を目に当てた。塔から三丁ほど隔たった長屋の大屋根である。湯屋の煙突のすぐ後ろに物干し台が見え、その物干し台の上に 一人の労働者みたいな男がうずくまっているのがはっきり眺められる物干し台に洋服を着た男がおりますでしょうわああいるいるあれがどうかしたのかねよくご覧くださいましその男が何をしていますか いやこれは不思議じゃ。先方でも双眼鏡を持ってこちらを眺めているわい。それから、片方の手に何か持っておりませんですかうん、持っている赤い布のようなもんじゃ。あの男はわしたちを見ているようだね。ええー。 そうですの。あれは私の部下でございますのよ。ああして私たちの一挙一動を見張っていて、もし私に危険なことでも起こりました場合には、赤い布を振って、別の場所からあの大屋根を見つめているもう一人の部下に通信します。すると、その部下が、お嬢さんのいらっしゃる遠方の家へ電話で知らせます。その電話と一緒にさなえさんのお命がなくなるという仕掛けなのでございます。 賊 <laughs> などと申す者はちょっとした仕事にもこれだけの用意をしてかからなければならないのでございますわなるほど実にうまい思いつきである女賊が不便な塔の上を会見の場所に選んだ一つの意味はここにあったのだ全く安全な遠方から見張りをさせておくなんて平地では不可能なことなのだから うん。ご苦労千番なことじゃ。岩瀬氏は減らず口を叩いたものの、内心では寸分も抜け目のない女族の用心を惨憺しないではいられなかった。奇妙な駆け落ち者。だが、 岩瀬氏が言われるままに一足先に塔を降りて、少し離れた場所に待たせてあった自動車に乗って立ち去ってしまっても、黒トカゲはまだ安心ができなかった。相手には明智心郎という嫌な奴がついているのだ。あいつがどんな知恵を絞り、どんな恐ろしいことを企んでいるか知れたものではない。彼女は双眼鏡を目に当てて、 欄感から塔の下のおびただしい群衆を入念に眺め回した。挙動の不審な奴はいないかと熱心に調査した。そうして目まぐるしく動く群衆を眺めているうちに、我と我が心の弱みに負けて、彼女は言い知れぬ不安に悩まされ始めた。あそこに塔を見上げて佇んでいる洋服の男が刑事かもしれない。 こちらに最前からじっとうずくまっているルンペンがなんだか怪しい。明智の部下が変装しているのかもしれない。いやいや、このおびただしい群衆の中には、明智小五郎その人が何かに姿を変えて紛れ込んでいないものでもない。彼女はイライラしながら双眼鏡を目に当てたまま、展望台の周辺を何度となく歩き回った。 捕縛を恐れることは少しもない。そんなことをすれば、大切な早苗さんの命がなくなることは、敵の方でも知り抜いているはずだ。恐ろしいのは美行であった。美行の名人にかかっては、いくら機敏に立ち回っても巻き切れるものではない。明智小五郎がその美行の名人なのだ。もしも明智があの群衆の中に混じって、人知れず彼女を美行し、 隠れ家を突き止められるようなことがあったら、それを考えると、さすがの女族もぞっとしないではいられなかった。やっぱり、あの手を用いてやろう。用心に越したことはありゃしない。彼女はつかつかと売店の前に近づいて、店番の女将さんに声をかけた。 お願いがあるのですが、聞いてくださらないでしょうか。売店の台の後ろに火鉢を囲んで丸くなっていた夫婦の者がびっくりして顔を上げた。何か差し上げますか可愛らしい顔の女将さんが愛想笑いを浮かべて答えた。 いいえ、そんなことじゃありません。折り入ってお願いがあるのですが、さっきあそこで話していた男の人があったでしょう。あれは恐ろしい悪人なんです。あたし、あいつに脅迫されて、ひどい目に遭いそうなんです。助けてくださいませんでしょうか。さっきはうまくいって先へ返しましたけれど、あいつはまだ塔の下に待ち伏せしています。どうかお願いです。しばらくの間。 あなた、あたしの替え玉になって、あちらの欄干のところに立っていてくださらないでしょうか。その幕の陰で着物を取り返っこして、おかみさんがあたしに、あたしがおかみさんに化けるんです。幸い年頃も同じだし、髪の形もそっくりですから、きっとうまくいきます。そして、ご亭主さん、本当にすみませんけど、おかみさんに化けたあたしを、 その辺まで送ってくださらないでしょうか。お礼は十分します。ここに持ち合わせているだけすっかり差し上げます。ねえ、お願いです。彼女は、さも誠しやかに嘆願しながら札入れを取り出し、七枚の十円紙幣を辞退する女将さんの手に無理に握らせた。夫婦者はぼそぼそと相談していたが、 思わぬ金儲けに行転して、別に疑うこともなく、この突飛千万な申し出を承諾してしまった。売店は風よけの小布でぐるっと取り囲まれているので、その中に隠れて、外からは少しもわからぬように着替えをすることができた。色白のおかみさんが、黒トカゲの柔らかものを着込んで、乱れた髪を整え、金縁メガネをかけてシャンとすると、 見違えるばかり上品な奥様姿になった。黒トカゲの方は変装と着てはお手のものである。髪の形を崩し、その辺の誇りを手のひらになすりつけてぐるぐると顔をなで回すと、もう立派な下級商人の女将さんになりすましてしまった。それに島の和服に袖付きの薄汚れたエプロン、次の当たったコンタビという衣装だ。 はっ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 は。<laughs> うまいわね。どう似合って。とんだことになったもんだね。カカアのやつ。貴婦人みたいに済まし込んでやがる。奥さんの方は汚くなっちまいましたね。上出来ですよ。それなら、旦那様んだってわかりっこあれやしない。売店の亭主は両人を見比べて、 あっけに取られているああそうそうあんたマスクをはめていたわねちょうどいいわそれを貸してちょうだい黒トカゲの後編は白布のマスクに覆い隠されてしまったじゃあねおかみさんその欄干に立って双眼鏡を覗いてくださいねお願いしますわ そして売店の女房になりすました女族は、そのご亭主と一緒にエレベーターに乗って雑踏の地上に降りた。さあ、急いでくださいね。見つかっては大変なんだから。二人は群衆をかき分けるようにして映画街を通り抜け、公園の木立ちの間を寂しい方へ、寂しい方へと歩いていった。 ありがとう。もう大丈夫ですわ。まあ、おかしいわね、あたしたち。まるで駆け落ち者みたいじゃありませんか。いかにも彼らは、奇妙な駆け落ち者の姿であった。男は耳が悪いのか、頭から顎にかけて、ぐるぐると包帯を巻き、その上から汚らしい鳥打ち棒をかぶり、木綿島の着物の上に、黒らしゃの上っ張りを着て、 川のバンドを閉め、素足に板浦草履というい出たち。女は前に記した通りの女房姿。両人とも不気味なマスクをかけている。その男が女の手を引いて、人目を忍ぶように、小立ちから小立ちを塗って、ちょこちょこと小走りに道を急いでいたのだ。えへへへへへ。どうも、すみません。 男は気がついて握っていた女の手を離すと少しはにかみながら笑った「そんなことよござんすわあなたどうかなさいましたのその包帯」黒トカゲは基地を脱し得たお礼心にそんなことを尋ねてみたええ中耳炎をやってしまいましてね もう、だいぶいいんですけれど。まあ、中耳炎なの大切にしなければいけませんわ。でも、あなたいいおかみさんを持ってお幸せですわね。ああして二人で商売をしていたら、さぞ楽しみなことでしょうね。えっへっへっへへへ。何ね、あんなやつ、しょうがあれやしませんや。 この男少し甘いんだなとおかしくなった。じゃあ、これでお別れしますわ。おかみさんによろしく。本当にこのご恩は忘れませんことよ。ああ、それから、あの着物は着古したんですけど、おかみさんに差し上げますから。木立ちを出外れた公園を循環する大通りに、一台の自動車が止まっていた。 黒トカゲは男に別れると、その自動車へと走っていった。自動車の運転手は彼女を待ち構えてでもいたように急いでドアを開く。女族はいきなりそのドアの中へ姿を消しながら、何か一言合図のような声をかけると、車はたちまち走り出した。その車の運転手は黒トカゲの部下であって、あらかじめ打ち合わせておいて、 狩猟を待ち受けていたのに違いなかった。売店の亭主は、女族の車が動き出すのを見ると、何を戸惑いしたのであろう。塔の方へは帰らないで、屋庭に大通りに飛び出して、キョロキョロと辺りを見回していたが、ちょうどそこへ通りかかった一台の空自動車に、彼はさっと手を上げて、その車を呼び止め、飛び乗るが早いか、最善とは打って変わった歯切れの良い口調で叫んだ。 あの車の後を追跡するんだ。僕はその筋のものだ。チップは十分に出すから、うまくやってくれたまえ。車は前の自動車を追いつつ、適当な間隔を取って走り出した。先方に気づかれないように注意して。彼は時々指図を与えながら、中腰になって、 勇ましい騎手のように前方を睨み続けていた。彼はその筋のものだと言った。だが、果たして警察官なのであろうか。どうもそうでもないように思われる。彼の声には何かしら我々に親しい響きがこもっていた。いや、声だけではない。ぐるぐると巻きつけた包帯の下からじっと前方を見つめているあの鋭い両目には、 どこかしら見覚えがあるように感じられるではないか追跡どんよりと曇った冬の日夕暮れの薄闇大阪市を南北に貫く S という幹線道路を激しいタクシーの流れに交じって絶えず一定の距離を保ちながら不思議な追っかけっこをしている2台の自動車があった。 さきの車には、和服にエプロン姿の下級商人の女将さんといった若くて美しい女が、一人ぼっちでクッションの隅っこの方に隠れるようにして乗っていた。ちょっと見たのでは、タクシーなんかに乗りそうもないみすぼらしい女将さん。だが、その実は、この女こそ、機大の女族、黒トカゲの変装姿であった。さすがの女族も、彼女のすぐ後ろから、 もう一台の自動車が、送り狼のように執念深く尾行していることを少しも気づかなかったけれども、その尾行者の中には、顔半面に包帯を巻きつけた、やっぱり下級商人邸の異様な男が乗っていて、恐ろしい行走で前の車を見つめながら、運転手にもっと早く、もう少しゆっくり、などと横平な命令を下していた。この男、そもそも何者であったのか、 彼は前方を睨みつけたまま着ていた羅舎のもじりと島の着物とを手早く脱ぎ捨ててしまった。するとその下から現れたのは薄汚れたカーキ服、カーキズボン。小商人がたちまちにして工場労働者と早変わりしてしまった。食工風になりすますと彼は今度は半面の包帯を大急ぎで引きちぎるようにしながら解き始めた。 みるみる隠れていた顔の半分が現れてくる。耳の病気でも何でもなかったのだ。ただそう見せかけて巧みに顔を隠していたのだ。たちまち乱々と輝く両目が一文字の濃い眉がこの不思議な人物の正体を暴露した。明智だ。明智心郎だ。彼は女族の計り事の裏を書いて、 登場の売店の主人と化けをせ、今日こそは黒トカゲの秘密を突き止め、その本拠を暴かんと、手ぐすね引いて待ち構えていたのだ。女族はそれとも知らず、明智の術中に陥って、彼に闘争の手助けをさえこうた。捕らえようと思えば、いつでも捕らえられたのだ。しかし奪われたお嬢さんの居所を確かめないうちは、族の本拠を突き止めないうちは、 迂闊な手出しは禁物である。彼は流行る心を押し沈めて、気長い尾行を余儀なくさせられた。そして結局は、一挙にしてお嬢さんと宝石塔を二つながら取り戻し、同時に、如族黒トカゲをその筋の手に引き渡そうというのが彼の計画であった。もう外は真っ暗になっていた。後ろへ、後ろへと飛び去る街灯の中を、 二台の車は大阪の町から町をぐるぐると曲がりながら不思議なレースを続けた。女族の車の車内灯は消えているので、ただ飛び去る街灯の光線で背後のガラス窓から彼女の頭部がほのかに眺められるばかりだ。自然、明智は両者の距離を危険のない程度でできるだけ接近させなければならなかった。車がとある街角を曲がると、 そこに大阪名物の運河の一つが流れていた。片側は、大道を下ろした豚屋町。片側は、直接川に面して、二駅をするため、菓子がだらだら坂に傾斜していた。市内にこんな寂しい場所がと思うほど、夜は真っ暗な町筋である。先の車は、なぜかその暗闇の中を、のろのろと運転していったが、少し先の橋のたもとまで行くと、 そこの明るい街灯の下で急に停車してしまった。ああ、いけない。止めてくれたまえ。明智が運転手に命じてブレーキをかけさせているうちに、相手の車はぐるっと方向転換をしたかと思うと、こちらに向かって引き返してくる。見ると、その風よけガラスに空車という赤い表示が出ている。 いつの間にか、後部の客席は空っぽになっていた。何を考える暇もなく、会自動車はもう目の前にいた。のんきらしく警笛を鳴らしながら、ゆっくりとすれ違ってゆく。明智は一尺の近さで、相手の車の内部をくまなく見て取ることができた。確かに空車だ。ついさっきまで見えていた女の姿は、影も形もなかった。 運転手は明らかに賊の手下。車も賊のものに違いないのに、その筋の疑いを防ぐためにか、何食わぬ顔をして、カラタクシーを装っているのだ。この運転手を引っ捕らえてみようか。いや、そいつはこと壊しだ。黒トカゲを探し出さなければならない。そして、あくまであいつの本気を突き止めなければならない。だが、それにしても、女族は一体全体、 どこへ隠れてしまったのであろう。あの車が橋のたもとで停車した時には誰も降りたものはなかった。そこは明るい街灯の下なのだから見逃すはずはない。また、つい最前まで貸し口へ車が曲がるまではあの女は確かに車内にいた。すると、賊はその角から橋のたもとまでのわずか半丁ほどの暗闇を利用して車を徐行させたまま飛び降り、 どこかへ姿を隠したものであろうか。どこかへとて、片側はびっしり立ち並んだ消火が、応答をしめて静まり返っているのだし、片側は黒い水の流れる運河なのだ。明智は車を降りて、その疑わしい班長ほどを一往復して入念に調べてみたけれど、どこの隅っこにも人間はおろか、犬の子さえも見当たらなかった。 変ですねまさかこの川の中へ飛び込んだんじゃありますまいね元の場所に帰ってくると運転手が頓狂なことを言ったうんかわねそうかもしれない明智は言いながらそこの土産場の下の闇に燃やってやる 一層の大きな和線を見つめていた。戦場には人影もないけれど、友の原則の油正寺に、ランプの投影が赤く差している。あの中には先道の一家族が住んでいるはずだ。見れば、歩みの板もまだ渡したままになっている。もしや、もしや、あの赤い油正寺の影に、あの女、女族黒トカゲは、 息を殺して身を潜めているのではあるまいか。実に途方もない想像であった。だが、その他に女族の逃げ道は全くなかったのだ。それに黒トカゲの場合に限っては常識は禁物だ。できるだけ突拍子もないことを考えると、それがちゃんと当たっているのだ。君ね、少し頼まれてくれないか 明智は一枚の紙幣を握らせながら、そっと運転手の耳元に囁いた。あの船の明かりのついている障子があるだろう一度ヘッドライトを消してね、今度スイッチを入れた時には、ちょうどあの障子のあたりを照らすように自動車の向きを変えてくれたまえ。それから、こいつは少し難しい注文だが、君に悲鳴を上げてもらいたいんだ。助けてくれと言ってね。 できるだけ大きな声を出すんだ。そして、ヘッドライトをパッとつけてほしいんだがね。できるかいええ、妙なゲートを演じるんですね。ああ、そうですかい。わかりました。ようござんす。やってみましょう。お札が物を言って、運転手はたちまち承諾した。ヘッドライトが消えた。 車は静かに向きを変えた。職工姿の明智は、その辺に落ちていた大きな石ころを両手に拾い上げると、だらだら坂の荷上げ場を菓子へと降りていく,助てくああ。助けてくれうぅ、助けてくれ突如として起こる運転手の金切り声。今にも殺されそうな真に迫った共感。と同時に、 ドブンという恐ろしい水音。明智が石ころを水中に落としたのだ。音だけを聞けば、誰かが川へ飛び込んだとしか思えない。予想した通り、この騒ぎに船の油障子が開いた。そしてそこからひょいと覗いた顔。たちまちヘッドライトの直射にあって、びっくりして引っ込んだ顔。明智は見逃さなかった。黒トカゲだ。おかみさんに化けた。 黒トカゲだ。無論先方からは明智の姿は見えない。最前からの尾行を気づいていないことも確かだ。そうと知ったら、あの女が窓から顔を出したりするはずがないからだ。物音に驚いた商家の雇い人たちが、ガラガラと嘔吐を開いて往来へ飛び出してきた。なんだなんだ喧嘩じゃないか やられたんじゃないか変な水の音がしたぜ。だが、その自分には、素早い運転手は車の方向を変えて、もう班長も先を走っていた。明智は明智で、闇の樫しを走って、橋のたもとの公衆電話へ駆け込んでいた。敵は水を利用しようとしている。追跡はどこまで続くか分かったものではない。 味方のものに後のことを指図しておかなければならなかった。階段。そのよく未明、大阪の川口を出版した二百トンにも足らぬ小規船があった。幸せと風波のない航海日和、畳のような海原をその船は見かけによらぬ快速力で、 午後には紀伊半島の南端に達したが、どこへ寄港するでもなく、伊勢湾などは見向きもしないで、まっしぐらに太平洋のただ中を、遠州なだめがけて進んでいった。ちっぽけな船のくせに、大胆にも遠洋航路の大気船と同じコースを通っているのだ。外見は何の変哲もない真っ黒な貨物船。だが、船内には貨物槽などは一つもなくて、 ハッチを降りると、外のみすぼらしさに引き換えて、驚くほど立派な船室がずらりと並んでいた。貨物船と見せかけた客船、いや、客船というよりは、一つの贅沢な住宅であった。それらの船室のうちでも、船尾に近い一室は、広さといい、長度といい、際立って立派やかに飾られていた。 おそらくはこの船の持ち主の居間に違いない。敷き詰めた高価なペルシャ絨毯、真っ白に塗った天井、船内とは思われぬ凝ったシャンデリア、飾りダンス、織物に覆われた丸テーブル、ソファー、いくつかのアームチェア、その中に一つだけ模様の違う長椅子が居候といった格好で部屋の調和を破って一方の隅に据えてある。 おや、この長椅子はどっかで見かけたように思うが。ああ、そうだ。鍵先を繕った跡がある。確かにあれだ。三日以前、岩瀬邸の応接間から、お嬢さんの早苗さんを閉じ込めて担ぎ出されたあの長椅子だ。それがどうしてこんな船の中などに置いてあるんだろう。はて、ここにこの長椅子があるからには、もしかしたら、いやいや、 もしかしたらではない。我々は長椅子ばかりに気を取られ、それに腰掛けている一人物をつい観察しないでいたが、その人物こそ。つやつやと光る真っ黒な絹の様相。耳たぶにも、胸にも、指にも、キラキラと輝く宝石シ信具。一種異様の凄みを帯びた美貌。国権の衣装の外まで空いて見える豊満な肉体。 これを見忘れて良いものか。黒トカゲだ。つい一昼夜以前、明智探偵に尾行されているとも知らず、大型和船の油商除の中へ姿を隠した女族、黒トカゲだ。女族をかくまったあの和船は、夜のうちに枝川から大川へと漕ぎ下り、川口に停泊していたこの本船へ、黒トカゲを乗り移らせたものであろう。では、 この小規船は一体どうした船かしら。普通の小船なれば、女泥棒なぞがその一般上等の客室を我が物顔に振る舞っているわけがない。ひょっとしたら、これは黒トカゲ自身の持ち船なのではあるまいか。そうだとすれば、ここに例の人間椅子があるわけも分かってくる。そして、人間椅子があるからには、その中に閉じ込められていた早苗さんも、 今はこの船内のどこかに監禁されているのではないだろうか。それはともかく、我々は目を転じて、次の部屋の入り口を眺めなければならない。そこにまた、別の一人物が立ちはだかっていたからだ。金モールの気性のついた船員帽黒い縁取りの爪襟服、普通の商船となれば、事務長といった風邸の男である。 だがこの男も、どっかで見かけたような気がする。ひしゃげた鼻、頑丈な骨格、まるで剣道選手みたいな男だが、ああ、わかった。あいつだ。東京の軽ホテルで、山川博士に化けて、早苗さんを誘拐した、剣道不良青年、黒トカゲに命を捧げた子分の一人、天宮淳一、純ちゃんの変装姿であった。 まあ、あんたまでそんなこと気にかけているの嫌だわね。男のくせにお化けが怖くって。黒トカゲは、例の長椅子にゆったりと持たれて、美しい顔でせせら笑って見せた。気味が悪いんですよ。なんだか変な具合ですからね。それに、 船の奴らは揃いも揃って迷信家と来ている。あんただって、あいつらが物陰でぼそぼそ囁いているのを聞いたら、きっと嫌な気がしますぜ。船の同様によろよろとよろけながら、純ちゃんの事務長はさも不気味そうな顔をする。室内にはシャンデリアが赤々とついているけれど、鉄板の壁一重外は、とっぷりと日が暮れて、 見渡す限りの黒い水、黒い空、静かだとは言っても山のようなうねりが間を置いては押し寄せてくる。その旅ごとに哀れな小舟は無限の暗闇に漂う一枚の落ち葉のように頼りなく揺れているのだ。一体どんなことがあったっていうの詳しく話してごらんなさい。そのお化けを誰が見たの 誰も姿を見たものはありません。しかし、そいつの声は、北村と間の二人が、別々の時間に確かに聞いたって言うんです。一人ならともかく、二人まで同じ声に出っくわしたんですからね。どこで例のお客さんの部屋です。まあ、サナエさんの部屋で。 そうですよ。今日お昼頃に、北村がドアの前を通りかかると、部屋の中で低い声でぼそぼそ物を言っている奴があったんです。あんたも僕も、みんな食堂にいた時ですよ。サナエさんは例の猿靴ははめてあるんだから、物を言うはずはない。ひょっとしたら、水婦か何かがいたずらをしているんじゃないかと思って、ドアを開けようとすると、外から情がかかったままになっている。 北村は変に思って大急ぎで鍵を取ってきて、ドアを開けてみたと言うんです。猿靴輪が取れていたんじゃないそして、あのお嬢さん、また呪いの言葉でも呟いていたんじゃないところが、猿靴輪はちゃんとはめてあったんです。両手を縛った縄も別に緩んでなんかいなかったんです。 無論部屋の中には、早苗さんの他に誰もいやしない。北村はそれを見て、なんだかゾーッとしたって言います。早苗さんに尋ねてみたんだろうね。ええ。猿ルグツを取ってやって尋ねてみると、えって先方がびっくりして、少しも知らないと答えたそうです。 変な話ね。本当かしら僕もそう思った。北村の耳がどうかしていたんだと軽く考えて、そのままにしておいたんです。ところが、つい一時間ほど前、妙なことに、今度もみんなが食堂にいた間の出来事ですが、間がまたその声を聞いちゃったんです。間も鍵を取ってきてドアを開けてみたと言います。すると、北村の場合と全く同じで、 サナエさんの他には人の影もなく、サルグツにも別状はなかったそうです。この二度の奇妙な出来事が、いつとなく声援に知れ渡って、先生たちお得意の怪談話が出来上がっちまったというわけですよ。どんなことを言っているのみんな後ろぐらい罪を背負っている連中ですからね。人殺しの善科者だって、 二人や三人じゃありませんからね。怨霊というようなものを感じるんですよ。この船には資料がたっているんだなんて言われると、僕にしたってなんだか嫌な気持ちになりますぜ。また一つ、大きなうねりが押し寄せて、ゴーッという異様な音を立てながら、船体を高く高く浮き上がらせたかと思うと、やがて果て知れぬ奈落へと沈めていく。 ちょうどその時、発電機に故障でもあったのか、シャンデリアの光がスーッと赤ちゃけていって、何かの合図ででもあるかのように、薄気味の悪い明滅を始めた。嫌な番ですね。純一青年は、怯えた目で息つく伝統を見つめながら、さも不気味らしく呟いた。 大きな男の癖して、弱虫ね。はっ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 は。夫人の笑い声が、壁の鉄板にこだまして、異様に響き渡った。すると、その時、まるで彼女の笑い声の余韻ででもあるように、そーっとドアを開けて入ってきた白いものがあった。白の大黒頭巾、白の爪襟服、白のエプロン、 大黒様のように太った顔が異様に緊張している。この船のコックである。ああ、君か。どうしたんだびっくりさせるじゃないか。純一青年が叱ると、コックは低い声で、さも一大事のように報告した。 また変なことがおっぱじまりそうですぜ。化け物のやつ、炊事室にまで忍び込んでいきやがる。鶏が丸のまま、一は見えなくなっちまったんです。鶏って国衣夫人が不審そうに尋ねる。なに、生きちゃいねえんです。 毛を蒸して丸茹でにした奴が、七羽ばかり戸棚の中にぶら下げてあったんですが、昼食の料理をするときには、確かに七つあった奴が、今見ると一羽足りなくなっているんです。六羽しかねえんです。夕食には鶏は出なかったわね。ええ、だからおかしいんです。この船には、 一人だって食い物にガツガツしている者はいねえんですからね。お化けでもなけりゃあんなものを盗む奴ありゃしません。思い違いじゃないのそんなことはありません。あっしはこれでごく物覚えがいい方ですからね。変だわね、純ちゃん。 みんなで手分けして、船の中を調べてみてはどうひょっとしたら、何かいるのかもしれない。女族とても、重なる怪事に妙な不安を感じないではいられなかった。ええ、僕もそうしてみようと思っているんです。死料にもせよ、生き量にもせよ。物を言ったり、食い物を盗んだりするところを見ると、 何か形のある奴に違いないですからね。厳重に調べたら、化け物の正体を見届けることができるかもしれません。そこで順一事務長は、船内の捜索を命ずるために、そそくさと部屋を出て行った。ああ、それから、美しいお客さんのことづけがあったんですがね。 コックが思い出して、女狩猟に報告した。ええサさんがかいそうですよ。つい今しがた、食事を持って行ったんですがね。縄を解いて、猿靴を外してやると、あの娘さん、今日はどうしたことか、さも美味しそうに、すっかりごちそうを平えらげちゃいましたよ。 そして、もう暴れたり叫んだりしないから、縛らないでくれって言うんです。素直にするって言うの国威夫人は意外らしく聞き返す。ええ、そう言うんです。すっかり考え直したからって、とても朗らかなんです。 昨日までのあの娘さんとは思えないほどの変わり方ですぜ。おかしいわね。じゃあ、あの人を一度ここへ連れてくるように、北村に行ってくれないコックが胸を漁して退出すると、間もなく、戒めを解かれた早苗さんが、北村という船員に手を取られて入ってきた。 恐ろしき謎。サナエさんはひどくやつれていた。誘拐されたままの名船の普段着がくちゃくちゃにしわになって、髪も乱れるに任せ、おびただしい遅れ毛が青白い額を隠し、頬もげっそり落ちて、ひとしを高く見える鼻の上に鶴の歪んだメガネがみすぼらしくかかっている。 サナさんお気分はいかがそんなところに立っていないで、ここへおかけなさいな。国威夫人が自分の長い椅子を指さしながら優しく言った。ええ。サナは言われるままに素直に二三歩前に出たが、 国威夫人のかけているその長椅子をはっきり意識すると、幽霊でも見たように、はっと恐怖の表情を浮かべて後ずさりを始めた。人間椅子、人間椅子。三日前にこの中へ閉じ込められた恐ろしい記憶が、まざまざと浮かんでくる。ああ、これなの。この椅子が怖いの 無理はないわね。じゃあ、そちらの肘掛け椅子にするといいわ。早苗さんは、言われた椅子におずおずと腰を下ろした。あんなに暴れたりなんかして、すみませんでした。もうこれから、何でもおっしゃる通りにいたしますわ。ごめんなさい。うなだれたまま、 かすかに詫び事を言うのだとうとうあなた観念なすったのねそれがいいわもうこうなったら素直にしている方があなたのおためなのよでも不思議ね昨日まであれほど反抗していた早苗さんが急にこんなにおとなしくなるなんて何かあるの何か訳があるの いいえ、別に。女族は鋭い目で、うなだれている相手を刺すように見つめながら、次の質問に移った。北村と間から聞いたんですがね、あなたの部屋で人の声がしたっていうのよ。誰かあなたの部屋へ入ったものがあるんじゃないの本当のことを言ってくださらない いいえあたしちっとも気がつきませんでしたわ何も聞きませんでしたわ「早苗さん嘘を言っているんじゃないのいいえ決して」黒トカゲは早苗さんをじっと見つめたまま何か考え込んでいる。 異様な沈黙がしばらく続くあのこの船どこへ行きますのやっとしてから早苗さんがおずおずと訪ねたこの船女族はハッと瞑想から覚めたように この船の行き先、教えてあげましょうか。あたしたちは今、遠州灘を東京に向かって走っているのよ。東京にはね、ある秘密の場所に、あたしの施設美術館がありますの。ほっ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 。さんにお目にかけたいわね。それがどんなに素晴らしい美術館だか。そこへあなたとエジプトの星を陳列するために。 こうして急いでいるのよ。汽車に乗ればそりゃ早いに決まっているけれど、あなたという生きたお荷物があっては危なくて陸路を取ることができなかったのよ。船なれば少し遅いけれど、全く安全ですからね。早ナさん、これ、私の持ち船なのよ。黒トカゲのお姉さんはちゃんと蒸気船まで用意しているのさ。 驚いたでしょでも、あたしにだって、こんな船の一層ぐらい自由にする視力はあるのよ。あたしたち、陸路を取れないときはいつもこの船を利用していますの。こういううまい道具がなくっちゃ、その筋の目を長い間逃れていることなんぞ思いも及ばないわね。でも、あたし、 早苗さんが何かしら強情な様子をして、上目遣いにちらと黒衣夫人を見た。でも、どうだとおっしゃるのあたし、そんなところへ行くの嫌ですわ。そりゃあたしだって、あんたが好き好んで行くなんて思ってやしない。嫌でしょうけど。 私は連れて行くのよ。いいえ、私、行きません。決して。まあ、大変自信がありそうね。あんたはこの船から逃げ出せるとでも思っているの私、信じていますわ。きっと救ってくださいますわ。私、 ちっとも怖くはありませんわ。この確信に満ちた声を聞くと、国威夫人は何かしらぎょっとしないではいられなかった。信じているって誰をなの誰があんたを救ってくれるのおわかりになりません 早苗さんの口調には、時がたき謎と、不思議に強い確信が含まれていた。か弱いお嬢さんをこれほど強くさせた者は、一体全体何者の力であったか。もしや、もしや。国衣夫人は、みるみる青ざめていった。ええ、わからないこともありませんわ。行ってみましょうか。 明智小五郎まぁ、あ、早苗さんは今日疲れたようにかえって狼狽を感じた様子であったねえ当たったでしょうあなたの部屋でこっそりあなたを慰めてくれた人みんなはお化けだなんて言っているけれどお化けがものを言うはずはない 明智小五郎でしょあの探偵さんがあんたを助けてやると約束したんでしょい,いえそんなことごまかしたってダメよさあもうあんたから聞くことは何もないわ国衣夫人はものすごい形相をしてすっくと立ち上がった 北村、この娘を元の通り縛って猿靴輪をはめて、あの部屋へ閉じ込めておしまい。そしてお前もその部屋へ入って、内側から鍵をかけて、もういいというまで見張りをしているんです。ピストルの用意はいいだろうね。どんなことがあっても、逃がしたりしたら承知しないよ。ようござんす。確かに引き受けました。 北村が早苗さんを引きずるようにして連れ去る後から、黒トカゲも慌ただしく廊下へ飛び出していったが、ちょうどそこへ、船内の捜索を終わった純一事務長が帰ってくるのとぶつかった。ああ、純ちゃん。お化けの正体はね、明智探偵なのよ。明智がどうかしてこの船の中に潜伏しているらしいのよ。さあ。 もう一度探させてください。早く。そこでまた、船内の大捜索が行われた。十名の船員が手分けをして、懐中電灯を振り照らしながら、甲板、船室、機関部はもうすに及ばず、通風灯の中から著誕室の底までも調べまわった。だが、それらしい人影はもちろん、これぞという手がかりさえも得られなかった。 水槽霊。国衣夫人は、虚しく元の船室に引き上げて、例の長椅子にぐったりとなったまま、この解き難い謎を解こうとして、長い間瞑想にふけていた。これらの出来事には関係なく、機関は絶え間なく活動し、船は暗闇の空と水の中を全速力で東に向かって進んでいた。 船全体を小刻みに振動させる機関の響き、ひっきりなしに船べりを打つ波糖の音、ふと忘れている頃に襲いかかる大うねりの凄まじい動揺。黒トカゲは長椅子の一方の腕に持たれて、何か怖いものでも見るように、その長椅子の表面の鍵先の跡を見つめていた。振り払っても、振り払っても、 湧き上がってくる恐ろしい疑惑をどうすることもできなかった。もうその他に考えようがないではないか。あらゆる隅々を探し尽くしたのだ。たった一つ残っているのは、人々の盲点にかかったように創作を忘れられているこの長椅子の中であった。心を澄ますと、機関の振動とは別のかすかな、かすかな鼓動が、 クッションの下から彼女の皮膚に伝わってくるように感じられた。人間の心臓が脈打っているのだ。椅子の中に潜んでいる誰かの鼓動が聞こえてくるのだ。彼女は真っ青になって歯を食いしばって今にも逃げ出したい衝動をじっと抑えていた。だが、そうしてじっとしているうちに椅子の中から伝わってくる鼓動は 国一国、その振幅を増していくように思われた。彼女にはもう、波の音も機関の響きも聞こえなかった。ただお尻の下の得体の知れぬ鼓動だけが、まるで太鼓の音のように、異様に拡大されて鳴り響いた。もう我慢ができなかった。逃げるもんか、誰が逃げるもんか。たとえあいつがこの中に潜んでいたとしても、 袋の中のネズミじゃないか。恐れることはない。ちっとも恐れることなんかありゃしない明。明智さん明智さん彼女は思い切って大声に呼びながら、長椅子のクッションをコツコツと叩いた。すると、ああ、果たして椅子の中から、陰にこもった声が答えたのだ。 僕は影帽子のように君の身辺を離れないんだよ。君の作ったからくり仕掛けが大変役に立ったぜ。血の底からのように、あるいは壁の中からのように響いてくる。その陰気な声が国衣夫人を思わず身震いさせた。明智さん、怖くはないのですか ここはあたしの味方ばかりですよ。警察の手の届かない海の上ですよ。怖くはないのですか怖がっているのは君の方じゃないのかい <laughs> <laughs> まあ、なんて君の悪い笑い方をするんだろう。椅子から出ようともしないで平気でいる。奥底の知れない男だ。 怖くはないけど、感心しているのよ。あなたにどうしてこの船が分かりましたの船は知らなかったけれど、君のそばにくっついていたら、自然とここへ来ることになったんだよ。私のそばに分かりませんわ。 通天閣の上から君に尾行することのできた男は、たった一人しかなかったはずだぜ。まあ、そうだったの。素敵だわ。褒めてあげますわ。売店の主人が明智子五郎だったのね。あたし、なんて間抜けだったんでしょう。あの包帯を中耳炎と言われて信用してしまうなんて、おかしかったでしょうね。 国衣夫人は一種異様の感動に打たれ、彼女のお尻の下に横たわっている人物が敵ではなく恋人ででもあるかのような奇妙な錯覚を感じていた。うん。まあね。馬鹿すつもりで馬鹿されていた君の様子は少しばかり愉快でないこともなかったね。 世にも不思議な会話がここまで運ばれたとき、突然ドアが開いて、事務長姿の天宮淳一が入ってきた。彼は室内の異様な話し声に不信を抱いたのだ。黒トカゲは、相手が物を言わぬうちに、素早く唇に指を当てて合図をした。そして淳一青年をそっと手招きすると、そばの宅にあったハンドバッグから、鉛筆と手帳を取り出して、 口では何気なく明智に話しかけながら、手は忙しく手帳の紙の上を走った。手帳の文字。この椅子の中に明智探偵がいる。それじゃあもしや、餌橋の歌詞で妙な叫び声を立てたり、水音を通させたりしたのもあんたの仕業じゃなかったの 手帳の文字。早くみんなを呼べ。丈夫な縄も持ってこい。お察しの通りだよ。あの時君が油商寺から顔を出しさえしなければ、こんなことにはならなかったかもしれないぜ。やっぱりそうだったの。で、それからどうして美こなすったの この会話のうちに、純一青年は、抜き足差し足、室外に立ち去った。自転車を借りてね、君の船を見失わぬように、貸しから貸しと陸上を尾行していったのさ。そして夜が更けるのを待って、小舟を頼んでこの本線にこぎつけ、暗闇の中で曲芸のような真似をして、やっと甲板の上まで登り着いたんだよ。 でも、甲板には見張りの者がいたでしょういたよ。だから船室へ降りるのにひどく手間取ってしまった。それから、早苗さんの監禁されている部屋を見つけるのが大変だった。やっと見つかったかと思うと、はっはっはっざまを見ろ。船はもう出版していたんだ。 どうして早く逃げ出さなかったのこんなところに隠れていたら見つかるに決まっているじゃありませんか。ブルブルブル。この寒さに水の中はごめんだ。僕はそんなに泳ぎがうまくないんだ。それよりは、この暖かいクッションの下に寝転んでいた方がどんなにか楽だからね。実にへんてこな会話であった。 一人は椅子の中の闇に横たわっているのだ。一人はその体の上にクッションを隔てて腰掛けているのだ。お互いに体温を感じ合わぬばかりである。しかもこの二人は恨み重なる旧敵。隙もあらば敵の喉笛に飛びかからんとする二匹の猛虎。そのくせ、言葉だけは異様に優しく、まるで夫と妻の寝物語のようであった。 ねえ、君。僕は夕食からずっとここに寝ているんで、飽き飽きしてしまったよ。それに君の美しい顔も見たくなった。ここから出てもいいかいいかなる新産希望があるのか、明智はますます大胆不敵である。し、いけません。そこを出ちゃいけません。 男たちに見つかったら、あなたの命がありません。もう少しじっとしていらっしゃい。へえ、君は僕をかばってくれるのかいええ、皇敵主を失いたくないのよ。そこへ、純一青年を先頭に、五人の船員が長いロープを持って、 音を立てぬように注意しながら入ってきた。手帳の文字。明智を椅子の中に閉じ込めたまま、外から縄を巻きつけて、椅子ごと甲板から海へ投げ込んでしまえ。男たちは無言の命令に従って、長椅子の端からそっと縄を巻き始めた。国威夫人はにやりと笑いながら、 作業の邪魔にならぬよう椅子を立ち上がった。おい、どうしたんだい誰か来たのかいそれとも知らぬ明智は椅子の外の異様な気配にお人好しな不信を抱いている。ええ、今ロープを巻いているのよ。 やがて、縄はほとんど椅子全体に巻きつけられてしまった。ロープだってええ、そうよ。名探偵をす巻きにしているところよ。はっ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 は今や黒トカゲは悪魔の本性を暴露した。 彼女は一匹の黒い鬼の行走ですっくと立ちはだかると、女性とは思われぬ激しい口調で指図を与えた。さあ、みんな、その椅子を担ぐんだ。そして甲板へ。六人の男が、苦もなく巣巻きの長椅子を担ぎ上げると、ドタドタと廊下から階段へ急いだ。椅子の中では、 かわいそうな探偵が網にかかった魚のようにピチピチと身もだえしているのが感じられた。甲板の上は星一つない闇夜であった。空も水もただ一面の濃く暗ん,あんその中にスクリューで泡立てられた夜行中の輪行が一条の帯となって異様に白白と長い尾を引いていた。六人の影帽子が 看護家のような長椅子を担いだまま船べりに立った。一、二、三。掛け声もろとも原則を滑る黒い影、ドブンと上がる輪行の水煙。ああ、名探偵明智心は、ついに、あまりにもあっけなく、太平洋の木図と消え去ったのであった。 地底の方向。明智を包んだ長椅子は、一瞬間線尾に泡立つ輪郭の中に、聖あるもののごとくぐるぐると回転していたが、たちまちにして、その黒い影は水面下に没してしまった。水槽霊ってやつですね。これで我々の邪魔者がなくなった。だが、 あの元気な明智先生が、もろくも海底の木屑と消えたかと思うと、ねえ、マダム、ちっとばかりかわいそうでないこともありませんね。雨宮淳一が、黒トカゲの顔を覗き込むようにして憎まれ口を聞いた。いいから、お前たちは早く下へ降りておしまい。 国衣夫人は叱りつけるように言って、男たちを船室へ追いやると、たった一人、友の欄干にもたれかかって、今長椅子を飲んだ水面をじっと見下ろしていた。同じリズムを繰り返すスクリューの音、同じ形に流れ去る波頭湧き立つ夜行中の輪行、船が走るのか、水が流れるのか、そこには英語を変わることなき律動が、 無神経に反復されているばかりであった。国衣夫人は寒い夜の風の中にほとんど30分ほどの間も身動きさえしないで立ち尽くしていた。それからやっと船室へ降りてきたとき、そこの明るい伝統に照らし出された彼女の顔は恐ろしく青ざめていた。頬には涙の跡がまざまざと残っていた。 一度自分の船室へ入ったけれど、彼女はそこにもいたたまれぬように、また廊下に出て、早苗さんの監禁されている部屋へふらふらと歩いていった。ノックすると、北村という船員がドアを開けて顔を出した。お前は少しあっちへ行っておいで。早苗さんは私が見ているから。 北村を尻かせて、彼女は部屋の中へ入っていった。かわいそうな早苗さんは、後ろ手に縛り上げられ、猿靴輪をはめられて、部屋の隅に倒れていた。黒トカゲはその猿靴輪を解いてやって、声をかけた。早苗さん、あなたにお知らせしなければならないことがあるのよ。大変悪いこと。 あなたがきっと泣き出すことよ。さなえさんは起き上がって、敵意に満ちた目で女族を睨みつけたまま返事をしなかった。どんなことだか、あなたわかってほっ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 ほ。<laughs> 明智小五郎。あんたの守護神の明智小五郎が死んじまったのよ。 あの長椅子の中へ入ったまますまきにされて、海の中へ沈められてしまったのよ。たった今、たった今、看板からドブンと水槽霊にされちゃったのよ。はっ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 は。サナエさんはぎょっとして、ヒステリーみたいに笑っている国衣夫人の顔を見つめた。それ。 本当ですの。嘘に私がこんなに喜ぶと思って私の顔をご覧なさい。嬉しくってしょうがないんですもの。でも、あんたはさぞがっかりしたでしょうね。たった一人の味方が、頼みの綱が切れてしまったのだから。もうあんたを救ってくれる人は、広い世界に誰もいないのよ。 未来英語、あたしの美術館に閉じ込められたまま、二度と日の目を拝むことはできやしないのよ。相手の顔色を読み、その言葉を聞いているうちに、この強法が決して嘘でないことが、サナエさんにも分かってきた。そして名探偵の死が、彼女にとって何を意味するかということを、はっきり理解した。絶望だ。 明智への信頼が強かったのに反比例して、その絶望は惨めであった。彼女は今や、恐ろしい敵のただ中に、たった一人ぼっちでいることを強く意識した。少しの間唇を噛みしめて、じっとこらえていたが、とうとう我慢がしきれなくなった。彼女は両手を後ろに縛られたまま、膝の上にうなだれて、顔を隠すようにして、 シクシクと泣き始めた。膝の上に熱い涙がひっきりなしに滴り落ちた。およしなさい。泣くなんてみっともないわ。育児なし、育児なし。黒トカゲはそれを見て妙に甲高い声で叱ったが、彼女もいつの間にかさなえさんのそばに崩れていた。 そしてこの養父の頬にも、止めどもない涙が流れていた。無二の公的主を失った寂しさか、それとも何かもっと別の理由があったのか、女族はいとも不思議な悲しみに打ちひしがれていた。いつの程にか、誘拐する者とされる者、黒トカゲとその餌食、仇同士の二人が、まるで仲の良い姉妹のように手を取り合って泣いていた。 悲しみの意味はそれぞれ違っていたけれど、悲しみの深さ、激しさは少しも変わりがないように見えた。国威夫人は、五つ六つの子供のようにわあわあと声を上げて泣いた。すると早苗さんも誘われて、同じように手放しで泣き始めた。なんという意外な、非常識な光景であったろう。今彼女らは、 二人のいたいけな幼女でしかなかった。それとも二人の無邪気な野蛮人でしかなかった。あらゆる理智も感情も全く影を潜めて、ただ悲痛の感情だけが痛々しいまでに露出していた。この不思議な悲しみの合唱は、エンジンの単調な響きともつれあって、いつまでも、いつまでも続いた。泣きに泣いて、 女族の胸に日頃の邪悪が目覚めるまで、さなえさんの心に敵害心が湧き上がるまで。その翌日の夕暮れ、帰船は東京湾に入って、T という埋め立て地の海岸近くに怒りを下ろした。闇の深くなるのを待ってボートが下ろされ、数人の人々がそれに乗って、人目のない埋め立て地の一角にこぎつけた。 三人の小切手をボートに残して、上陸したのは国衣夫人と早苗さんと天宮純一青年であった。早苗さんは両手を縛られたまま、猿靴輪をはめられた上、厚い布で目隠しまでされている。いよいよ黒トカゲの巣窟に近づいたので、その道順を悟られない用心であろう。天宮青年は、 繊維服を脱いで口ひげと頬ひげに顔を隠し、カーキ色の食行服、見たところ機械工場の食工長といった格好である。T 埋め立て地は広々とした工場街で、住宅はほとんどなく、工場界不審時代のその頃には、野行を営む工場など皆無であったから、夜はまばらに立った青白い街灯の他には灯下も見えず、廃墟のような場所であった。 三人は海岸に続く広い草原を横切り、工場街の道路をぐるぐると回り歩いた末、とある一構えの廃工場へと入っていった。塀は破れ、門中は傾き、門内には雑草がぼうぼうと生え茂った、化け物屋敷めいた秋工場だ。無論、灯歌などは一つもないので、国衣夫人は用意の懐中電灯を転じて、そっと地上を照らしながら、 雑草を踏みしだいて先に立つ。その後から、目隠しされたさなえさんの背中を抱くようにして、食工服の雨宮青年が従って行く。門から五六軒行くと、大きな木造の建物がある。懐中電灯がその建物の側面をスーッとなでるように通り過ぎた。たくさんのガラス窓。だが、そのガラスは皆破れ落ちて、満足なのは一つもない。 国衣夫人は建物の破れ戸をガタピシ開いて、蜘蛛の巣だらけの内部へと入ってゆく。懐中電灯が壊された機械類、天井を這う錆びたシャフト、道輪ちぎれたベルトなどを次々とかすめて最後に止まったのは建物の一角、監督者の事務室とおぼしき小部屋であった。三人はそこの破れたガラス戸を開いて、 いたばりの床に上がった。トントン、トントントン、トントン。国威夫人の靴のかかとが調子をつけて床を蹴る。まさかありふれたモールス信号ではあるまい。だが、何かの信号には違いなかった。その靴音がやむかやまぬに、懐中電灯の丸い光の中の床板が、肩三尺ほど、 音もなくスーッと横に開いて、その下からコンクリートの地面が現れたが、驚いたことには、地面そのものが、蔵の戸前のような厚ぼったいドアになっていて、それが下方に落ちると、ぽっかりと地下道の黒い口が開いた。マダム地の底から、スイカの低い声が響く。 ああ、今日は大切なお客を連れてきたのよ。あとは無言のうちに、早苗さんの背中を抱いた甘宮青年が、地下道の階段を注意しながら、一段一段と降りて行く。続いて国威夫人の姿も地底に消えると、コンクリートの隠し戸も床板も元通り閉じられて、あとはまた、何事もなかったような、 暗闇の廃工場であった恐怖美術館早苗さんは本船からボートに乗り移る際に厳重な目隠しをされたままであったからボートがどこへ着いたのか上陸してどこをどう歩いたのかここは地上なのか地下なのか全く想像さえつかなかった。 サナエさんずいぶん窮屈な思いをさせたわね。さあもういいのよ、ジュンちゃん。すっかり自由にしてあげるといいわ。黒トカゲの親切らしい声がしたかと思うと、猿靴輪や両手の縄が順次に解かれていって、眼界がパッと明るくなった。長い間暗い目隠しに押さえつけられていた彼女の目には、 眩しいほどの明るさであった。そこは天井も床も左右の壁もコンクリートで固めた長い曲がり曲がった廊下のような場所であった。天井からはカビなキリコガラスのシャンデリアが下がっていた。そのキラキラと眩しい光に照らされて左右の壁際にずらりと並んだガラス張りの陳列台。その中には あらゆる形状の宝玉がシャンデリアの光を受けて無数の星のようにきらめいていた。さなえさんはあまりの美しさ、豪華さにとらわれの身をも忘れて思わずあっと簡単の声を上げた。日頃宝石類は飽き飽きするほど見慣れているはずの大宝石商の娘さんが声を立てて驚いたのだ。 そこに集まっていた宝石の質と量とが、いかに素晴らしいものであったかは、くだくだしく解くまでもないであろう。まあ、感心してくれたのね。これ、あたしの美術館なのよ。いいえ、美術館のほんの入り口なのよ。どうあんたのお店の陳列と比べて、まさか見劣りはしないでしょう 十何年の間命をかけて、知恵という知恵を絞り、危険という危険を犯して収集したんだもの。世界中のどんな高貴なお方の宝石蔵にだって、これほどの数は集まっていないと思うわ。国衣夫人は誇らしげに説明しながら、大切そうに抱えたハンドバッグを開いて、例の大宝玉。 エジプトの星を収めた銀製の小箱を取り出した。あんたのお父様にはちっとばかりお気の毒だったけれど、これ、あたしの長い間の念願だったのよ。今日こそ、それがこの美術館へ収まることになったんだわ。パチンと小箱の蓋を開くと、シャンデリアの光を受けて、 五色の炎と燃え立つ大宝石。黒トカゲは、さも嬉しげにそれを眺めていたが、やがてハンドバッグから鍵束を取り出し、一つの飾り台のガラス戸を開き、銀器の蓋を開いたまま、その大ダイヤモンドを中央に安置した。まあ、なんて素晴らしいんでしょう。他の宝石なんかみんな石ころなんぞのようね。 これで私の美術館の名物が一つ増えたってわけだわ。早苗さん、ありがとう。皮肉を言ったわけではないのだが、早苗さんにどう答える言葉があろう。彼女は悲しげに目を伏せたまま黙っていた。さあ、ではもっと奥へ行きましょう。 あんたに見せるものがまだまだたくさんあるんだから。それから地底の回廊を進むにつれて、古めかしい名画を掛け並べた一角があるかと思うと、その隣には仏像の群れ、それから西洋もの,の大理石像、由緒ありげな古代工芸品、誠に美術館の名に背かぬ豊富な陳列品であった。 しかも国威夫人の説明によれば、それらの美術工芸品の大半は、各地の博物館、美術館、貴族符号の宝庫に収まっていた著名の品を巧みな模造品とすり替えて、本物の方をこの地底美術館へ収めてあるのだという。もしそれが事実とすれば、博物館は模造品を独特として展覧に供し、貴族符号は、 模造品を伝来の家宝として鎮造していることになる。しかも、所有者はもちろん、世間一般も少しもこれを怪しまないとは、何という驚くべきことであろう。でも、これではよくできた施設博物館というだけのことだわね。少し頭の働く視力のある族ならば、誰だって真似のできることだわ。 私はこんなもので自慢しようなんて思っていやしない。さなえさんにぜひ見てもらいたいものは、まだこの先にあるのよ。そして彼女らが回廊の角を曲がると、そこにはこれまでとは全く違った不思議な光景が開けていた。おや、これは牢人形ではないか。だが、 なんとよくできた老人形であろう。一方の壁が長さ三軒ほど、ショーウィンドウのようなガラス張りになって、その中に西洋人の女が一人、黒ん坊の男が一人、日本の青年と少女とが一人ずつ、都合四人の男女が全裸体で、ある者は立ち裸り、ある者はうずくまり、ある者は寝そべっているのだ。 不死暮れだった腕を組んで、二王立ちになった、剣闘選手のような黒人。しゃがんだ膝の上に両肘を持たせて、頬杖をついている金髪娘。長々とうつ伏せに寝そべって、黒髪を肩のあたりにふさふさと波打たせ、重ねた腕に顎を乗せて、じっとこちらを見つめている日本娘。円盤投げの姿勢で、 体中の筋肉を隆起させている日本青年。それらの男女はことごとく、要望といい、肉体といい、比べるものもないほど美しいのである。はっ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 は。よくできた生人形でしょでも、少しよくできすぎて言わしなくて。もっとガラスに近寄ってごらんなさい。 ほら、この人たちの体には細かい産毛が生えているでしょう産毛の生えた生人形なんて聞いたこともないわね。さなえさんはふと好奇心をそそられて、そのガラス板に近づいた。彼女自身の運命の恐ろしさをもつい忘れるほど、その人形たちには一種不思議な魅力があった。 まあ、本当に産毛が生えているわ。それにこの肌の色、細かい細かいシワまでも、こんなに芯に迫った老人形なんてあるものかしら。サナさん、これ、老人形だと思って国衣夫人が薄気味の悪い微笑を含んで、焦らすように尋ねる。 その言葉が、なぜかサナエさんをドキンとさせた。どことなく人形とは違った、恐ろしいようなところがあるでしょうサナエさんは剥製の動物標本を見たことなくってちょうどあんな風に人間の美しい姿を永久に保存する方法が発明されたら、素晴らしいとは思わないそれなのよ。 私の部下の者がその人間の剥製というものを考案したのよ。ここにいるのはその人の試作品なの。まだ完全というところまでは行っていないけれど、でも、老人形なんかのような私物ではありませんわ。生きているでしょ。う中身はやっぱり老なんだけれど、皮膚と毛髪とは本当の人間なのよ。 そこに人間の魂が付きまとっているんだわ。人間の匂いが残っているんだわ。素晴らしくはなくって、若い美しい人間をそのまま剥製にして、生きていればだんだん失われていったに違いないその美しさを永遠に保っておくなんて、どんな博物館だって真似もできなければ思いつきもしないんだわ。国威夫人は、 我と我が言葉に興奮して、いよいよ雄弁になっていった。さあ、こちらへいらっしゃい。この奥にはもっと素晴らしいものが陳列してあるのよ。これはいくら真に迫っても、魂を持っていても、動くことはできないんだけれど、この奥にはピチピチと動いているものがあるのよ。 導かれるままに、また一歩角を曲がると、今までの性的な風景とはがらりと変わって、そこには動く美術品が陳列されていた。太い鉄棒の、獅子か虎の檻のようなものがあって、その中に、赤々と燃える電気ストーブと一緒に、一人の人類が閉じ込められているのだ。それは日本人であったが、T という映画俳優によく似た。 二十四五歳の水際だった美青年。それがすっきりと金星の取れた肉体を丸裸にされて、一匹の美しい野獣のように檻の中に入れられている。彼はふさふさとした頭髪を両手でかきむしるようにして、檻の中をイライラと歩き回っていたが、国衣夫人の姿を見つけると、動物園の猿のように鉄棒を揺すぶりながら大声にわめき出すのであった。 待て、毒夫。貴様は俺を気違いにしてしまう気か。いっそ早く殺してくれ。俺はもう一日も檻の中なんぞで生きていたくはないんだ。こら、ここを開けろ。開けてくれ。彼は白い腕を鉄棒の間からニュッと突き出して、女族の刻意を掴もうとした。まあ。 そんなに怒るもんじゃないわ。美しい顔が台無しじゃないの。ええ、お望み通り。今にやがて息の根を止めてあげますわ。そしてこの間までこの檻の中に同居していた恵子さんと同じように、永遠に歳を取らないお人形さんにこしらえてあげますわ。はっ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 は。国威夫人が残酷に嘲笑した。 ええ。なんだって。稽古さんが人形になったって。畜生名。それじゃ、とうとうあの人を殺したんだな。そして白生人形にしたんだな。誰が、誰が人形なんぞになるものか。俺は貴様のおもちゃじゃないんだ。ちっとでも俺に近づいてみろ。どいつこいつの容赦はない。片っ端から噛み殺してやるぞ。喉笛に噛みついて息の根を止めてやるぞ。 <laughs> まあ、今のうちにせいぜい暴れておくといいわ。お人形にされちまったら、石のように動けなくなるんだから。それにあたしは、そうして美しい男の子の暴れているのを見るのが、この上もない楽しみなのよ。ほっ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 国威夫人は、青年の苦悶を凶楽しながら、 さらに新しい恐怖に解き進んだ。あんた、いこさんがいなくなって寂しいでしょうどこの動物園へ行ってみても、猛獣の檻には大抵オスとメスとがお揃いでいるものだわ。あたし、もう仙からあんたにお嫁さんをお世話しなけれやと思って、いろいろ心がけていたのよ。そして今日やっと、その花嫁さんをお連れ申したってわけなの。 ご覧なさい。美しいお嫁さんでしょうどうお気に召さなくって早苗さんはそれを聞くと、ぞーっとおかんを感じて、顎のあたりがガクガク震えるのをどうすることもできなかった。今こそ、黒トカゲの邪悪な企みの全貌が明らかになった。女族は、美しい早苗さんを丸裸にして、 この檻の中へ投げ込むために、それから頃を見て、彼女の生皮を剥ぎ、恐ろしい白製人形として、悪魔の美術館を飾るために、あれほどの苦心をして彼女を誘拐してきたのだ。あら、早苗さんどうなすったの震えているんじゃないの足の葉のように震えているわね。わかってあなたの役割が。 でも、このお婿さん、まんざらでもないでしょうそれともお気に召さないのお気に召しても召さなくても、あたしはもうちゃんとそういうことに決めてしまったんだから、我慢してね。さなえさんは、あまりの不気味さ、恐ろしさに、もう口をきく気力もなかった。立っているのがやっとだった。頭の中がスーッと空っぽになって、 フラフラと崩れそうであった大水槽早苗さんまだお見せするものがあるのよさあこちらへいらっしゃい 今度は動物園ではなくて、水族館よ。あたしの自慢の水族館なのよ。黒トカゲは、震えおののくさなえさんを手を取って引き立てながら、また次の角を曲がった。そこは長い地下道の行き詰まりになっていて、その奥にガラス張りの大水槽が据えてある。水槽の真上に、 非常に明るい伝統が取り付けてあるので、正面の厚いガラス板を通して、水の中の模様が手に取るように眺められた。水槽は、間口、奥行き、深さ、共に一軒ほどもあって、その底には、異様な海藻が、無数の蛇のようにもつれ合って揺らいでいる。だが、これがどうして水族館なのであろう。その海藻の他は、 魚類の影さえ見えないではないか。お魚がいないでしょうでも不思議があることはないわ。あたしの動物園には毛のなんていなかったですもの。水族館にお魚がいないからって、ちっともおかしいことはありゃしないわ。国威夫人は薄笑いをして、また恐ろしい雄弁を振るい始めた。 この中へ、やっぱり人間を入れて遊ぶのよ。お魚なんかよりはどのくらい面白いかもしれやしないわ。檻の中で興奮している人間も美しいけれど、この水の中へ投げ込まれた人間の水中ダンスがどんなに素晴らしいでしょう。早苗さんには、それはもう国威夫人の声ではなくて、 まざまざと眼界いっぱいに広がる怪奇映画の幻であった。薄暗い水の中に何か白いものがうごめいていた。うようよと鎌首をもたげた蛇の塊の中からぼーっと巨大な人の顔がガラスの面に現れてアップアップと恋のように苦しい呼吸をしている。目をつむって眉をしかめてその顔は男ではない、年寄りでもない、 若い女だ。いや、そうではない。これは決して他人ではない。そのもつれた蛇の中でもがいているのは、ああ、サナエさん自身なのだ。まあ、素晴らしいと思わないなんて美しいお芝居でしょう。どんな名画だって、どんな彫刻だって、それから、どんな舞踊の天才だって。 これほどの美を表現したことがあったでしょうか。命と引き換えの芸術だわ。だが、サナエさんはもうこの機械な雄弁を聞いてはいなかった。そんなには息が続かなかったのだ。彼女は幻想の中でおびただしい水を飲んだ。もがけるだけもがいた。そしてとうとう力が尽きてしまったのだ。 身に余る恐怖と苦悶とが、ついに彼女を失神させてしまったのだ。国威夫人がふと気づいて、彼女を支えようと両手を差し出した時には、サナさんはもう、クラゲのようにくなくなと、そこのコンクリートの床の上に崩れてしまっていた。白い獣。 それがどのくらいの間であったかはっきりわからないけれど、やがてふと正気づいて目を開いてみると、早苗さんはまず第一に、体中が直接空気にさらされているような感じがした。触ってみても、どこもかもすべすべしていて、何の引っかかるものもない。つまり彼女は、真っ裸にされて、そこに横たわっていたのだ。ひょいと気がつくと、 目の前に太い鉄の棒が何本も何本も島のように立っている。ああ、わかった。ここは檻の中なのだ。彼女は気を失っている間に檻の中へ入れられてしまったのだ。あの檻に違いない。気を失う前に見せられた、あの若い男の閉じ込めてあった檻に違いない。では、ここには彼女一人ではないのだ。 若い美しい男が彼もまた真っ裸にされてどこかその辺にいるはずだ。サナエさんはそこまで思い出すと顔を上げてあたりを見回す勇気がうせてしまった。ああ、どうすればいいのだ。彼女は身に一死もまとってはいないのだ。その恥ずかしいありさまで若くて美しい、その上裸の男の前に横たわっているのだ。 彼女は赤くなるどころか、もう真っ青になって、さっと身を起こすと、くくりざるみたいに縮こまって、隅っこの方へ後ずさりをしていった。そして目を逸らすように、そらすようにしていても、何分狭い檻の中だ。自然に眼界に入ってくるのを防ぐわけにはいかない。彼女はとうとうそれを見てしまった。真っ裸の男を見てしまった。 エデンのそののアダムとイブみたいな二人が、地底の牢獄で今目と目を見交わしたのだ。どうすればいいのだ何を言えばいいのだ恥ずかしさの極み、サナエさんの両目には子供のような涙がいっぱい溢れていた。その涙のギラギラする五行が男の白い体を包んでチロチロといびつに輝いている。 お嬢さん、ご気分はどうですか突如として、朗老としたバスの声が響いた。青年が物を言っているのだ。早苗さんははっとして、涙を払うために目を芝叩たたいて、青年の顔を眺めた。すぐ目の前に、油で拭いたように滑らかな白い顔があった。高くて広い額。 ふさふさとした黒髪、二重まぶたの透き通るような目、ギリシャ型の高い鼻、赤くて引き締まった唇。その青年が美男であればあるだけ、しかし早苗さんは恐ろしかった。黒トカゲは彼女をこの青年の花嫁になぞらえたではないか。青年はそういうつもりでいるのではないかしら、と考えると、その相手が、そして自分までが、 けだもののように真っ裸で、逃げようにも逃げられぬ檻の中に閉じ込められている有様を、体中の血の気がせるほど浅ましいことに思わないではいられなかった。いや、お嬢さん、決してご心配なさることはありません。僕はこんな風をしていても野蛮人じゃないんですから。青年は言いにくそうに、 どもりながらそんなことを言った。彼の方でもひどく恥ずかしがっているのだ。さなえさんはそれを聞いて、ほっと胸をなでおろす気持ちだった。やがて彼らは、だんだんお互いの気心がわかっていくにつれて、身の上話を始めたり、女族の気ちがいめいた所業を呪ったり、よそめには仲の良い死雄の白い動物ででもあるように寄り添って、ひそひそ話を続けるのであった。 そうしている間に、いつか夜が明けたと見えて、穴倉の底にも人のざわめく気配が感じられ、やがて黒トカゲの部下の荒くれ男どもが繋がるようにして、檻の中の信頼の客を見物に押し寄せてきた。早苗さんがこの無作法な見物たちに、どのような恥ずかしい思いをさせられたか、青年がいかに野獣のように怒号したか、賊の男どもが、 どんな激しい侮辱の言葉を口にしたか、それは読者諸君のご想像に任せるとして、そうして地下室に泊まっている四五人の部下の者がガヤガヤやっているところへ、例のモールス信号みたいな合図の音がかすかに聞こえて、やがて一人の船員風の男が何かただならぬ景色で穴倉の中へ入ってきた。 人形異変。その船員風の男は、黒トカゲの部下のうち、沖の気船の中に寝泊まりをしている一人であったが、彼は地下道の奥にある首領、黒トカゲの私質の前に近づくと、やっぱり暗号メーター叩き方でそこのドアをノックした。お入り。 女族の権威を持って荒くれ男ばかりの中にいてもドアに鍵をかけるなんて不見識なことはしない夜中であろうがお入りの一言でドアはいつでも開くようになっているまあどうしたのさ朝っぱらからまだ六時じゃないの黒トカゲは白いベッドの上に 発見のパジャマ一枚で不行儀な腹ばいになったまま入ってきた男を横目で見ながら巻き草に火をつける。むくむくと豊かな肉がすべっこい発見の表に丸出しだ。お頭がそういう格好でいる時ほど部下の男どもが困ることはない。ちょっと変なことがあったんです。だもんだから急いでお知らせに来たんですが。 男はなるべくベッドの方を見ないようにしながら、もじもじしていった。変なことって何船の家父をやらせてある松こうですね。あいつが昨夜のうちにいなくなっちゃったんです。船中探してみましたけれど、どこにもいねえ。まさかずらかるはずはねえんだから、もしや、 丘で捕まったんじゃないかと思いましてねそれが心配だものだからふんじゃあマツコを上陸させたのかいいや決してそうじゃねえんでゆうべ一度船へ帰った純ちゃんがもう一度こちらへ戻ってきたでしょその時のボートの漕ぎ手の中にマツコが混じっていたんですが ボートが本船へ帰ってみると、松子だけいねえんです。みんなの思い違いじゃないかと、船中を探した上、こっちへ来て尋ねてみると、松子なんか来ていねえというじゃありませんか。奴はどっかその辺の町をうろうろしてて、おまわりんでもっと捕まったんじゃねえでしょうか。そいつは困ったね。松子は嫌に薄のろで、これという役に立たないものだから、 カフなんかやらせておいたんだが、あいつ残った。捕まりでもしたら、どうせヘマを言うに決まっているわね。黒トカゲも、思わずベッドの上に置き直って、眉をしかめながら、取るべき処置を考えたのであるが、ちょうどそうしているところへ、またしてもヘンテコな知らせが飛び込んできた。突然ドアが開いて、三人の部下が顔を出すと、 一人が早口に喋り立てた。マダム、ちょっと来てごらんなさい。変なことがあるんだから。人形がね、着物を着てるんです。それから、体中が宝石でもってギラギラ光り輝いているんです。一体誰があんなふざけた真似をしやがったんだと仲間調べをしてみたんですが、誰も知らねえって言うんです。まさか、マダムじゃねえでしょうね。 本当かい本当ですとも、純ちゃんなんかびっくりしちゃって、まだぼんやりとあそこに立っているくらいです。何かしら想像もできない変なことが起こっているのだ。松郷の行方不明とこれとの間にどんな関係があるのか知らぬが、時も時、二つの事変が同じように起こるとは、 地底王国の女王も、もう落ち着いてはいられなかった。彼女は一道を外に出しておいて、手早くいつもの黒ずくめの様相になって、白製人形陳列の現場へ急いだ。行ってみると、いかにも狐にでもつままれたような、へんてこなことが起こっていた。二王立ちの黒人青年が、ルンペンみたいなカーキ服を着て、その胸に例の大宝石、エジプトの星を、 まるで高一級の勲章のように、得意善と光らせているかと思うと、膝の上に頬杖をついた金髪娘が、日本娘のたもとの長い着物を着て、両の手首と足首とに、ダイヤの胸飾り、真珠の首飾りを、手せ足せの形ではめて済ましている。寝そべった日本娘は、胸中にフル毛布を巻きつけて、ふさふさとした黒髪の上から、様々な宝石を洋楽みたいに下げて、 ニヤニヤ笑っているかと思うと、円盤投げの日本青年は、真っ黒に汚れたメリアスのシャツを着て、これも宝石の首飾り、腕輪をはめて、光り輝いているといった塩梅なのだ。国衣夫人は、そこに立っていた天宮青年と顔を見合わせたまま、急には言葉も出ないほどびっくりしてしまった。これはまあ、なんという人を食ったいたずらだろう。 白製人形の奇妙な衣装のたもとの長い着物は、早苗さんが昨夜まで着ていたもの。その他のは、皆、黒トカゲの部下の男たちの持ち物であった。寝室の戸棚の中や氷にしまってあったのを何者かが取り出して人形に着せたのだ。それから宝石類は、無論、宝石陳列室のガラス箱の中から持ってきたもので、そこのガラス箱は、 ほとんど空っぽになっているという始末だった。誰がこんなバカバカしい真似したんでしょうそれが、まるでわからないんですよ。今ここには男は僕の他に5人きはいないんですが、みんな信用のおける奴ばかりですからね。一人一人聞いてみたんだけれど、誰も全く覚えがないというんです。 入口の根津の番は大丈夫だったのええ。変なことは少しもなかったそうです。それに、仲間以外の者が入ろうとしたって、あそこの揚げ豚は中から出なきゃ開かないんですからね。いたずら者が外部から侵入することは全く不可能ですよ。そんなことをぼそぼそ囁き合った後、二人はまた黙って顔を見合わせていたが、 やがて国衣夫人はふと気づいたように。あ、そうかもしれない。とつぶやきながら顔色を変えてあの人間檻の前へ走っていった。だが、その檻の小さな出入り口を調べてみても別に錠埋を壊した跡もない。君たち、ここをどうかしたんじゃないのかい 本当のことを言ってくれた前ね。あんないたずらしたの、君たちなんだろう国衣夫人が、甲んだかい声で呼びかけた。そこには、檻の中のアダムとイブとが、仲良く向かい合って、何かしきりと囁き交わしていたのだが、突然女族の襲来にあって、たちまちそれぞれの身構えをした。サナエさんは隅っこの方で、またくくりざるの形になるし、 青年は屋庭に立ち上がって、拳を振りながら、国威夫人の方へ近づいていく。なぜ返事をしないのお前だろう人形に着物を着せたのは。馬鹿なことを言え。俺は俺の中に閉じ込められているんじゃないか。貴様は気でも違ったのか。青年が、 満身に土器を含んで怒鳴り返した。ほっほっほまだ威張っているのね。君でなけりゃそれでいいのよ。僕の方にも考えがあるんだから。時に、そのお嫁さん、お気に召したかい国衣夫人は、なぜか別のことを言い出した。青年が黙っているので、再び言う。 お気に召したかって聞いているのよ。青年は隅っこの早苗さんとチラッと目を見交わしたが。うん、気に入った。気に入ったから、この人だけは俺が保護するんだ。貴様なんかに指一本だってさせはしないぞ。と叫んだ。はっ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 は。 多分そんなことだろうと思った。それじゃ、せいぜい保護してやるがいい。国威夫人はあざ笑いながら、ちょうどそこへやってきた食工服の天宮青年を振り返った。純ちゃん、あの娘さんを引きずり出してね、タンクへぶち込んでおしまい。激しく命じて、 檻の鍵を青年に手渡しした少し早すぎやしませんかまだ一晩たったきりですぜ雨宮青年は顔いっぱいのもじゃもじゃの付けひげの中から目を見張って聞き返したいいのよあたしの気まぐれは今始まったことじゃない すぐやっつけておしまい。いいかいあたしは部屋で食事をしているからね。その間にちゃんと用意をしておくのよ。それから、あの宝石なんかを陳列箱へ元通り返しておくように言いつけといてください。頼んでよ。国衣夫人はそう言い捨てたまま、振り向きもしないで自分の部屋へ引き上げていった。彼女は激怒していたのだ。 絵体の知れぬ人形の異変が彼女を極度に不快にした上に今また檻の中の男女がさも睦まじく話し合っているありさまを見せつけられて感触が破裂したのだ。女族は決して早苗さんを本当にお嫁入りさせるつもりはなかった。ただ彼女を怖がらせ、恥ずかしめ、怯え悲しむ様子を見て楽しもうとしたのだ。それが全く当てが外れて、 男は身をもって早苗さんを守ろうとし、早苗さんは早苗さんで、それをさも嬉しげに、感謝に耐えぬまなざしで見上げていたではないか。国威夫人が、嫉妬にも似た激しい不快を感じたのは無理ではなかった。難儀な仕事を仰せ使った純一青年は、迷惑らしく、しばらくためらっていたが、やがて仕方なく檻の出入り口に近づいていった。 貴様、この娘さんをどうしようと言うんだ。檻の中の青年は、恐ろしい行走で怒鳴りながら、入ってきたら掴み殺すぞと言わぬばかりの身構えで、入り口の前に立ちはだかった。だが、さすがは剣道青年、雨宮は別に恐れる様子もなく、城前に鍵を入れて、ガチャガチャ言わせたかと思うと、さっと戸を開いて、 檻の中へ飛び込んでいった。ヒゲモジャの食降服と全裸の美青年とが互いの腕を掴み合いながら恐ろしい剣幕で睨み合った。どっこいそうはいかんぞ。俺が生きてる間は娘さんに指もささせない。連れ出せるものなら連れ出してみろ。だが、その前に貴様、締め殺されない用心をするがいい。 青年の死に物狂いの両腕が雨宮純一の首へ気味悪く絡んできた。すると不思議なことに雨宮は一向抵抗する様子もなく腕を絡まれたまま首をぐっと前へ突き出して青年の耳元へ口を持っていったかと思うと何かしらひそひそと囁き始めた。青年は最初の間は首を振って聞こうともしなかったがやがて彼の顔に 何とも言えぬ驚きの色が浮かんできた。それと同時に、彼は打って変わったようにおとなしくなり、相手の首に巻きつけていた両腕をだらりと垂れてしまった。離婚病。天宮淳一は、檻の中の青年を一体どんな口実で騙し寄せたのか。それからしばらくすると、 気を失ったようにぐったりとした全裸の乙女を小脇に抱えて、例のガラス張りの大水槽の前へやってきた。水槽の横に垂直の梯子がかかっている。彼は早苗さんを抱いたままそれを登って、上部の足溜まりに立つと、鉄板でできた水槽の蓋を開いて、彼女の体を水中へ投げ込んだ。それから蓋を元通り閉めて、梯子を折り、 黒トカゲの支室のドアを細めに開いてその隙間から声をかけた「マダムお命じのとおり運びましたよ」「早苗さんは今タンクの中で泳いでいる最中です、ね、早く見てやってください」それから彼は食工服のポケットから小さくたたんだ一枚の新聞紙を取り出すとそれを広げ タンクの横の椅子の上へそっと置いて、なぜか急ぎ足で廊下の向こうへ立ち去っていった。それと行き違いに、ドアが開いて黒衣夫人が現れ、つかつかと水槽の前に近づいていった。水槽の青みかかった水は、ガラス板の向こう側でひどく動揺していた。そこには、大小様々な海藻が、無数の蛇のように鎌首をもたげて、 泡正しく揺れ動いていた。そしてその中を泳ぎもがくラジオの姿。前夜サナエさんが幻想した光景がそっくりそのまま実現したのであった。国威夫人の両目は残虐に輝き、青ざめた頬は興奮のために異様に震えて、両の拳を固く握りしめ、歯を食いしばりながら水槽に見入っていたが、彼女はふとラジオの様子が いつものように活発でないことに気づいた。活発でないどころか、実はもがきも何にもしていないのだ。そんな風に見えたのは、動揺する水のためで、娘の白い体は、ただ水のまにまに揺らめいていたに過ぎないことがわかってきた。気の弱いさなえさんは、水槽に入る前にすでに失神していたので、水中の蜘蛛を味わわなくて済んだのであろうか。 だが、どうもそれだけではないらしい。見ていると、水中の娘の体が徐々に回転して、今まで向こう側にあった顔が正面のガラス板に現れた。おや、これが早苗さんの顔だろうか。いやいや、いくら水の中だと言って、こんな総合に変わるはずはない。ああ、わかった、わかった。 これは早苗さんではなくて、あの人形陳列所に飾ってあった白製の日本娘ではないか。だが、一体全体、どうしてこんな間違いが起こったのであろう。誰か、誰かいないかい純ちゃんはどこへ行ったの黒衣夫人は、我を忘れて大声に叫び立てた。 すると部下の男たちが、白製人形陳列所の方からドヤドヤとやってきたが、彼らの方にも何か異変があったのか、一度顔色が変わっている。マダム、また変なことがおっぱじまったんですよ。人形が一人足りねえんだ。さっき着物を脱がせたり、宝石を片付けたりした時にはちゃんとあったんですが、今見るとほら、 あの寝そべっている娘さんね、あれが一人だけ行方不明なんです。一人の男は慌ただしく報告した。だが、それは国威夫人の方では宣告承知のことであった。お前たち、檻の中を見なかった早苗さんはまだ檻の中にいたかい い,いえ、男一人っきりです。さなえさんといや、純ちゃんがそのタンクの中へ放り込んだんじゃありませんかいああ、放り込んだには放り込んだんだけれど、さなえさんではなくて、よくごらん。お前たちが探している白星人形なんだよ。そう言われて男たちは水槽を覗き込んだが、 いかにもその中に浮いているのは紛失した白製人形に違いなかった。はあてねこいつは面用だわい。誰が一体こんな真似をしたんです純ちゃんよ。お前たち、純ちゃんを見かけなかったかい今ここにいたばかりなんだが。 見かけませんでしたよ。先生、今日はなんだかひどく怒りっぽいんです。僕たちを何か邪魔者みたいに、あっちへ行け、あっちへ行けって追いまくるんですからね。ふーん、それは妙ね。でもどこへ行ったんでしょう。外へ出るはずはないんだから、お前たちよく探してごらん。そしていたら、すぐ来るように言ってね。 男たちが引き下がっていくと、国威夫人は何か不安らしく、じっと空を見つめて考え事をしていた。一体これはどうしたことであろう。奇仙の家父が行方不明になってしまった。それから、白製人形の異変が起こった。今はまた、早苗さんであるべきはずの娘が、白製人形に早変わりしてしまった。これらの奇妙な出来事の間に、 何か連絡があるのではないかしら偶然の一致とも思われぬ節が見えるではないか何かしら人力以上の恐ろしい力が働いているような気がする。それは一体何であろうああ、もしかしたら。いやいや、そんな馬鹿なことがあってたまるものか。断じて、断じてそんなことはありゃしない。国威夫人は、 身中に湧き上がってくる大きな化け物みたいなものを押さえつけるのに一生懸命だった。さすがの女族も体中に冷たい油汗がじっとりと浮かんでくるほどの恐ろしい不安に悩まされていた。やがて彼女はそこにあった椅子に腰掛けようとしてひょいとその上の新聞に気がついた。最前、雨宮純一が何か意味ありげに広げておいた新聞である。 はじめは何気なく、やがて非常に真剣な表情になって、国威夫人の目がその新聞記事に吸い寄せられていった。明智名探偵の勝利。岩瀬さなえ城、無事に帰る。宝石王一家の喜び。三段抜きの大見出しが、信じがたい意味を持って女族を捉えたのだ。 彼女は大急ぎで新聞を拾い取ると、その椅子にかけて熱心に読み始めた。記事の内容は大略、差のようなものであった。海賊、黒トカゲのために誘拐されたと信じられていた宝石王岩瀬氏の愛情、さなえさんが、昨7日午後、岩瀬家の本邸に帰宅した。短文するところによると、岩瀬氏は礼状の身代わりとして、 大宝玉、エジプトの星を賊に与えた模様であるから、賊は約束を守って礼状を送り返したのであろうか。記者はそのように考えて、岩瀬昌兵氏と佐奈城に面会したのだが、両人とも、これは全く私立探偵、明智小五郎氏の尽力によるものであって、決して賊が約束を守ったわけではない。しかし、詳しいことは、 今申し上げかねる事情があるから、深く尋ねないでくれとの意外な言葉であった。海賊黒トカゲは、一体どこに姿を潜めているのであろうか。問題の明智探偵は、単身黒トカゲの後を追って、今のところ行方不明の良しであるが、名探偵と怪盗との一騎打ちは、果たしていずれの勝利となるであろうか。名曲エジプトの星は、 再び岩瀬氏の手に戻るか否か。我らは限りなき不安をもって次の放置を待つものである。そして喜びの親子と題する大きな写真版が掲げられ、岩瀬氏と早苗さんとが応接室の椅子にもたれてニコニコ笑っている顔が明瞭に印刷されていた。この信じがたい、まるで怪談のような新聞記事を読み、写真を見ると、 さすがの女族も、滅多に見せたことのない驚きの色を、その美しい顔に表さないではいられなかった。驚きというよりは、何とも形容のできない恐怖であった。それは昨日の日付の大阪の大新聞であったが、記事中に、昨7日とあるのは、ちょうど前々日、黒トカゲの帰船が大阪湾を航海していた時にあたる。その日、サナさんは、 ちゃんと船の中にいたのだ。いや、その日ばかりではない。昨日も今日も、つい今しがたまで、檻の中に真っ裸で震えていたではないか。これは一体どうしたことなのだ。まさかこれほどの大新聞が間違った記事を載せるはずはない。いや、何よりも確かなのは写真である。船の中に捕らわれていたはずの早苗さんが、同じその日に、 一方では大阪郊外の岩瀬邸でニコニコ笑って座っているなんてこんなヘンテコなことがあり得るだろうか。聡明な国衣夫人にもこの危機快々な謎だけはどうにも解くすべがなかった。彼女は今生まれて初めての何とも得体の知れぬ恐怖に打ちのめされて顔は死人のように青ざめ、額には油汗の玉が無残に滲み出していた。 離婚病という妙な言葉がふと彼女の頭に浮かんだ。一人の人間が二人になって別々の行動をするという不可解な言い伝えである。大昔の総始類でも読んだことがある。外国の心霊学雑誌でも見たことがある。心霊現象などを全く信じない現実家肌の国威夫人ではあったが、今はその信じがたいものを信じでもするほかに考えようがないのである。 そうしているところへ、雨宮青年を探しに行った男たちがどやどや帰ってきて、どこを探しても純ちゃんの姿が見えないと報告した。今入り口の番をしているのは誰なの国威夫人は力ない声で尋ねた。北村ですよ。 誰も通らないって言うんですあの男に限って間違いはありませんからねじゃあこの中にいるはずやないかまさか煙みたいに消えてなくなるはずはありゃしないもう一度よく探してごらんそれから早苗さんもよこのタンクの中のがそうじゃないとするとあの娘もどこかに隠れているはずなんだから 男たちは狩猟の青ざめた顔を不審らしくじろじろと眺めていたが、また不祥不祥に廊下の向こうへと引き返していこうとした。ああ、ちょっとお待ち。お前たちのうち二人だけ残ってね、このタンクの中の人形を取り出しておくれ。念のためによく調べてみたいんだから。そこで二人の男が残って、 はしごを登って、大水槽の中から白製人形を抱き下ろし、床の上に長々と横たえたのであるが、そのぐったりとなった人形を、いくら念切りに調べてみても、さなえさんでないことは言うまでもなく、恐ろしい謎を解く手がかりなどは、どこにも発見できないのであった。国衣夫人はイライラとその辺を歩き回っていたが、また元の椅子に腰掛けて、もう一度新聞記事を読み始めた。 何度読んでも同じことだ。早苗さんは二人になったのだ。写真の顔も早苗さんに間違いはない。そうしていると、突然彼女の椅子の後ろでマダムと呼ぶ声がした。国衣夫人はぎょっとして振り返ったが、そこに立っている男を見ると。まあ、ジュンちゃん、お前どこへ行っていたの と叱るように言った「そしてこの始末は一体どうしたっていうのよ」「早苗さんの代わりにこんな人形を放り込んでおくなんていたずらも大概にするがいいじゃないか」だが雨宮青年は黙って突っ立ったまま何も答えなかったじらすようにニヤニヤ笑いながらいつまでも黒衣夫人の顔を眺めていた 二人になった男なぜ黙ってるの何かあるんだわね。人が違ったようだ。どうしたのそれとも私に反抗しようとでも言うわけなの純一青年の態度があまりふてぶてしいものだから、国井夫人は思わず甲高い声を立てた。 そうでなくても、最前からの数々の会議に、無償に苛立たしくなっていた矢先なのだから。早苗さんはどこにいるのそれとも、お前知らないとでも言うのかいそうです。僕はちっとも知らないんですよ。檻の中にでもいるんじゃありませんか やっと純ちゃんが答えた。だが、何という不愛想な口の聞き方であろう。檻の中って、お前が檻の中から出したんじゃないのそこがどうもよくわからないんですよ。一度調べてみましょう。純一青年はそう言い捨てて、 のこのこ歩き出した。本当に檻の中を調べてみるつもりらしい。この男は気でも違ったのかしらそれとも何か別のわけでもあるのかしら国衣夫人は妙に気がかりになって、純ちゃんの挙動を監視しながらその後についていった。人間檻の鉄格子の前に行ってみると、出入り口の鍵が差したままになっている。 お前、今日は本当にどうかしているわね。鍵をそのままにしておくなんて。つぶやきながら薄暗い檻の中を覗き込んだ。やっぱり早苗さんはいやしないじゃないか。向こうの隅っこに、裸体の男が一人うずくまっているばかりだ。 どうしたのか、今日はひどく元気のない様子でぐったりとうなだれている。それとも眠っているのかしら。あいつに聞いてみましょう。じゅんちゃんは一人ごとのように言って、鉄格子を開くと、檻の中へ入っていった。どうもすることがすべて上気を逸している。 おい、香川ーさん、お前、早苗さんを知らないかね香川ーというのは、檻に入れられていた美青年の名だ。おいおい、香川ーさん、寝ているのかいちょっと起きてくれよ。いくら呼んでも返事しないので、純一青年は、 香川未成年の裸体の肩に手をかけて、ぐいぐいと揺り動かした。だが、相手の体は無抵抗に揺れるばかりで少しも手応えがない。マダム、変ですぜ。こいつ、死んじまったんじゃないかしら。国衣夫人は、ただならぬ予感に立然とした。 一体何事が起こったというのだ。まさか自殺したんじゃあるまいね。彼女は檻の中へ入って、香川青年のそばへ近づいていった。顔を上げて見せてごらん。こうですかい じゅんちゃんが未青年の顎に手をかけて、うなだれていた顔をぐいと上げた。ああ、その顔。さすがの女族、黒トカゲも、あっと悲鳴をあげて、よろよろと後ずさりをしないではいられなかった。悪夢だ。夢にうなされているとしか考えられない。そこにうずくまっていた男は、香川未成青年ではなかったのだ。実に意外なことには、ここにもまた、 下シがたき人間の入れ替えが行われていた。では、その裸体男は、一体何者であったか国衣夫人は、狂気の不安におののいた。一つのものが二つに見えるという精神病があるならば、彼女はその恐ろしい病気に取りつかれたのかもしれない。純一青年が、顎を持ってぐいと仰向けているその男の顔は、やっぱり純一青年であった。 じゅんちゃんが二人になったのだ。真っ裸のじゅんちゃんと、食行服を着て、つけひげをしたじゅんちゃんと、架空に目に見えぬ大鏡が現れて、一人の姿を二つに見せているとでも考える他はなかった。だが、どちらが本体、どちらがその影なのであろうか。最前はさないさんが二人になった。それは新聞の写真であったけれども、今度は実物なのだ。 しかもその二人の純ちゃんが目の前に顔を並べているではないか。そんなバカバカしいことが現実に起こるはずがなかった。そこに大きなトリックが隠れているのだ。だが、そんな途方もないトリックを一体誰が考えついたのか。そして何のために。憎らしいことには、ヒゲモジャの方の純ちゃんが、あっけに取られた黒衣夫人を嘲笑するように、 お化けみたいに笑っている。何を笑うのだ。彼こそ驚かなければならないのではないか。それをまるで、チガイかアホーみたいに、無神経にニヤニヤ笑っているとは。純一青年は笑いながら、また激しく裸体の方の純ちゃんを揺すぶり続けた。するとやがて、揺すぶられていた純ちゃんが、妙なうなり声を立てて、ぽっかりと目を開いた。 ああ、やっと気がついたな。しっかりしろ。お前こんなとこで何をしていたんだ食幸服の純一青年が、またしても非常識なものの言い方をした。裸体の方の純ちゃんは、しばらくの間、何が何だかわからない様子で、眠そうな目をた叩いたが、ふと前に立っている黒衣夫人に気づくと、それが着付け薬ででもあったように、 はっと正気に帰った「ああマダム僕はひどい目に遭いましたよ」「ああこいつだこの野郎だ」「食後服の純一青年を見るなり彼は狂気のようにむしゃぶりついていった純ちゃんがもう一人の純ちゃんに組みついて恐ろしい格闘を始めたのだ」 だが、この悪夢のような争いは長くは続かなかった。見る間に裸体の方がコンクリートの床の上に叩きつけられてしまった。直章名、直章名、貴様、俺に化けやがったな。マダム、油断しちゃいけません。こいつは恐ろしい謀反人です。家父の松公が化けているんだ。こいつは松コです。 投げつけられて平べったくなったまま、裸体の純ちゃんがわめき散らした。おい、そこのお方、手を挙げてもらおう。純ちゃんの話を聞く間、おとなしくしているんだ。事態容易ならずと察した国衣夫人は、素早く容易のピストルを握って、職工姿の方の純一青年に狙いを定めた。 言葉は優しいけれど、キラキラ光る眼色に決心の程が現れている。食行服は言われるままにおとなしく両手を上げたが、顔は相変わらずニヤニヤ笑っている。薄気味の悪い男だ。さあ、純ちゃん、話してごらん。一体これはどうしたわけなの じゅんちゃんはにわかに裸体を恥じるように体を縮めながら話し始めた。みんなが昨夜ここへ着いてから僕だけがもう一度本船へ帰ったのはご存知ですね。あの時ですよ。本船の用事を済ませてボートで上陸すると、いつの間にかこいつがカフの松郷が暗闇の中をのそのそついてくるじゃありませんか。僕は思い切り怒鳴りつけてやったんですが、 するとこいつめ、いきなり僕に飛びかかってきやがった。ボンクラのマツコがあんなに強いとは思いもよらなかったですよ。この僕をひどい目に合わせやがった。とうとう当て身でもって気を失ってしまった。それからどれほど経ったか、ふと目を覚ますと、僕は手足を縛られて、真っ裸にされて、ここの物置部屋に転がされていたんです。どうなろうとしても、猿靴輪がはめてあるのでどうにもならねえ。 もがいていると、こいつが物置部屋へ入ってきやがった。見るとちゃんと僕の食行服を着ているんです。服ばかりじゃない。付けひげまでして、なんて変装のうまいやつでしょう。僕とそっくりの顔つきをしているじゃありませんか。はは、こいつ俺に化けて何か一仕事企んでいるな。見かけによらない悪党だわいと感づいたけれど、縛られていてどうにもできない。するとこいつめ、 もう少し我慢しろよと抜かして、また当て身をくらわしやがった。育児のない話ですが、もう一度気を失っちまったんです。そして今やっと正気に帰ったわけなんですよ。いやい、松子、ざまあみろ。こうなったら貴様、もう運の月だぜ。今に思う存分仕返しをしてやるから、楽しみにして待っているがいい。 純ちゃんの話を聞き終わった国威夫人は、人形ならぬ驚愕をお仕し,して、さも愉快らしく笑い出した。ほっほっほっ味をやるわね。松郷がそんな隅に置けない悪党とは知らなかった。褒めてあげるよ。すると最前からのヘンテコな出来事は、みんなお前の仕業だったのね。タンクの中へ人形を放り込んだのも、 白製人形どもに妙な着物を着せたのも。だが、一体何のためにあんな真似をしたんだい構わないから言ってごらん。ねえ、ニヤニヤ笑ってないで返事をしたらどう返事をしなかったらどうするつもりだい食行服の人物がからかうように言うのだ。 命をもらうのさ。お前は、お前のご主人の気質をまだ知らないと見えるわね。ご主人が血を見ることが何よりも好物だってことをさ。つまりそのピストルをぶっ放すというわけなんだね。ははははは。傍若無人の高笑いだ。見ると、彼はいつの間にか、 あげていた両手を下ろして、武将らしくパンツのポケットに押し込んでいた。国威夫人は、思いもよらぬ部下の侮辱にあって、ギリギリと歯みをした。もう我慢ができなかった。笑ったね。じゃあこれを受けてごらん。と、叫ぶように言ったかと思うと、いきなりピストルの狙いを定めて、 ぐっと引き金を引いた。再び人形異変。食行服の男はつまらない毒口を聞いたばっかりについに一命を失ったか。いやいや、決してそんなことは起こらなかった。彼はやっぱり パンツのポケットに両手を突っ込んだまま、さも面白そうに笑っていた。引き金は引かれたけれど、カチッという音がしたばかりで、弾丸は発射されなかったのだ。おや妙な音がしましたね。ピストルが狂っているんじゃありませんかい嘲笑されて、 国威夫人は慌て出した。二発目三発目とぶっ続けに引き金を引いたが、やっぱりカチッカチッという儚い音がするばかりだ。ちくしょ照明、それじゃお前が玉を抜いておいたんだな。はははははやっと画展が行きましたね。 いかにも仰せの通り、ほら、これですよ。彼は右手をポケットから出して、手のひらを広げてみせた。そこには小さい弾丸が、いくつも可愛らしいおはじきのように乗っかっていた。ちょうどその時、檻の外に慌ただしい足音がして、部下の荒くれ男どもが駆けつけてきた。 マダム、まま大変だ。入り口の見張り番をしていた北村が縛られているんです。縛られた上に気絶しているんです。さては、これも松郷の仕業に違いない。だが、どうして北村だけを縛って、他のものをそのままにしておいたのだろう。これにも何か特別の訳があるのかしら おやこいつは一体何者です男どもは二人の純一青年に気づいて驚きの目を見張った家父の松こだよ何もかもこの松この仕業だってことがわかったんだよ早くこいつをひっくくっておくれ国威夫人が 援軍に力を得て、噛んだかい声を振り絞った。何松郷だってこんちくしょう、うふざけた真似をしやがったな。男どもは、どかどかと檻の中へ踏み込んで、食行服の松郷を捕らえようとした。だが、何という素早さであろう。松郷は、 重なり合って押し寄せてくる男どもの手の下を、ひらりひらりとくぐり抜けて、あっと思う間に檻の外に飛び出していた。そしてやっぱりニヤニヤ笑いながら、ここまでおいでの格好で手招きをしながら、だんだん後ずさりをしていく。そこの知れない不適さである。国威夫人と荒くれ男どもとは、惹かれるように檻を出て、じりじりとその後を追っていく。 不気味な移動撮影。コンクリート壁の地下道を、逃げる者は後ずさり、追う者は正面を切って、奮度の行走ものすごく、煙らの腕をボクサーのように構えながら、のそのそと迫って行く。やがて、この不思議な行列が、白製人形陳列所の前に差し掛かった時、食行服の松子は、突然、ぴったりと立ち止まってしまった。 おい、君たち、なぜ北村が縛られていたか、その訳を知っているかね彼はやっぱり、呑気そうに両手をポケットに入れたまま、薄気味の悪い質問を発した。ちょっと驚き。あたし、この人に尋ねたいことがあるんだから。 国衣夫人は何を思ったのか、男どもをかき分けるようにして、松郷の目の前に近づいていった。もしお前が松郷だったら、これほどの人物を見損なっていたことを心からお詫びするよ。だが、お前本当に松郷なのあたし、考えれば考えるほど信じられない。あなたは松郷やなんかじゃないでしょう そのうるさい付け髭を取ってください。早く、その髭を取ってください。彼女は惨めにも、まるで嘆願するような口調であった。はっ髭なんか取らなくっても、君はもうちゃんと知っているでしょう知っているけれど、僕の名を言い当てるのが怖いんでしょうその証拠に、 君の顔色はまるで幽霊みたいに青ざめているじゃありませんか。食行服は果たして松こではなかった。言葉さえももはや盗賊の手下などのものではない。しかもその声、その歯切れの良い口調には何かしら耳慣れた響きがあったではないか。国威夫人は あまりの劇場に体がブルブルと震えてくるのをどうすることもできなかった。それじゃあ、なたは。遠慮することはない。何をためらっているんです。行ってごらんなさい、その先よ。食後服はもう笑っていなかった。 彼の体全体に何かしら厳粛なものが感じられた。国衣夫人はじりじりと脇の下を冷たいものが流れ落ちるのを覚えた。明智小五郎、あなたは明智さんでしょ人思いに言ってのけてほっとした。 そうです。君はそれをずっと前から気づいていたではありませんか。気づきながら、君の臆病がその考えを無理に押さえつけていたんです。食後服の人物は、言いながら顔中の付け髭をむしり取った。すると、その下から現れてきたのは、純ちゃんらしい顔色にメイクアップはしていたけれど、紛れもない明智小五郎。 懐かしの明智小五郎であった。でも、どうして、そんなことがあり得るのでしょうかあの円州などの真っただ中に放り込まれた僕が、どうして助かったのかというんでしょうはっはっはっは。<laughs> 君はあの時、この僕を放り込んだつもりでいるのですか そこに根本的な錯覚があるんだ。僕はあの椅子の中にはいなかったんですよ。椅子の中へ閉じ込められていたのは、かわいそうな松郷です。まさかあんなことになろうとは思わなかったので、僕は家父に変装して探偵の仕事を続けるために、松郷を縛って、猿靴輪をはめて、絶好の隠し場所、あの人間椅子の中へ閉じ込めておいたんです。そのため、松郷がああいう最後を遂げたのは、 実に申し訳ないことだと思っています。まあ、それじゃあ、れが松郷でしたのそして、あなたは松郷に化けて、ずっと機関室にいらしたのさすがの女族も毒気を抜かれて、まるで貴婦人のように、おとなしやかな口を聞いた。 それは本当でしょうか。でも、猿靴はをはめられていた松郷がどうしてあんなに物を言ったんでしょう。あの時私たちは、クッションを隔てて、椅子の外と中とで、いろいろ話し合ったじゃありませんか。話をしたのは僕でしたよ。まあ、それじゃ。 あの船室には大きな衣装と棚が置いてありますね。僕はあの中に隠れて物を言っていたんだ。それが君には椅子の中からのように聞こえたんですよ。現に椅子の中でモゴモゴしている奴があるんだから、君が勘違いしたのも無理はないんです。すると、すると、サナエさんをどっかへ隠したのも、 あの大阪の新聞を椅子の上へ乗せておいたのも、あんたの仕業だったのね。その通りです。まあ、五年の入ったことだわね。新聞の偽造までして、あたしをいじめようとなすたの偽造馬鹿なことを言いたまえ。 あんな新聞が急に偽造なんかできるものか。あの記事も、あの写真も、正真正銘の事実ですよ。ほっ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 ほ。いくら何でも、早苗さんが二人になるなんて、そんなバカバカしい。二人になったんじゃない。ここに誘拐されてきた早苗さんは偽物なんだよ。 早苗さんの替え玉を探すのに、僕はどれほど骨を折ったろう。無論無事に助け出す自信はあった。だが、親友の一粒種を、そんな危険にさらす気にはなれなかったんでね。君が早苗さんと信じきっていたあの子はね、桜山陽子という、親も身寄りもない孤児なんだよ。しかも少々不良性を帯びたモダンガールなんだよ。不良娘なればこそ、 この大芝居をまんまと仕こなすことができたし、あれほどの目にあっても頑張り通す肝玉があったのさ。洋子はあんなに泣いたりわめいたりしながらも僕を信じきっていた。僕が必ず救い出しに来るということを確信していたんだよ。読者諸君はこの物語の初めの方の回老人という一生を記憶されるであろう。 名探偵明智小五郎の疑問作業は実にあの時に行われたのであった。回老人はつまり明智の変装姿に他ならなかった。そしてあの夜から本当の早苗さんは明智だけが知っている別の場所にかくまわれ、それと入れ違いに早苗さんになりすました桜山陽子が岩瀬家に入り込んだのであった。その翌日から早苗さんは一間に閉じこもったきり、 家人には顔を見られることさえ嫌がるそぶりを示した。岩瀬氏夫妻は、早苗さんは打ち続く迫害に一種の気鬱症になったものと決めてしまって、彼女が偽物だなどとは疑いさえもしなかった。陽子の名優ぶりは、この時からして、すでに抜群であったのだ。名探偵の意外に次ぐに意外をもってする物語を聞くに従って、 国衣夫人はもう、心底から、この大敵の前に兜を脱いだ。明智小五郎という、一個不可思議の大人物を、心から崇拝したいほどの気持ちになっていた。だが、彼女の部下の無知な荒くれ男どもは、決して彼を崇拝しなかった。それどころか、狩猟にまんまと一杯食わした不届き者として、かつは彼らの同僚末子を、 海底の目屈とした旧敵として、限りなき憎悪と噴激を感じた。彼らはこの長話をじりじりしながら聞いていたが、問答が一段落したと見るや、もう我慢ができなかった。面倒だやっつけてしまえ一人の叫び声が導火線となって、総勢四人の大男が、 孤立無縁の名探偵めがけて飛びかかっていった。女族の遺望をもってしても、この勢いを阻むことはできなかった。後ろから喉を閉める者、両手をねじ上げる者、足を取って引き倒そうとする者、いかな明智心をとて、この死に物狂いの大敵には、全く力を振るう術がなかった。危ない、危ない。せっかくここまでこぎつけて、最後の土壇場で、 形勢逆転するようなことになるのではあるまいか。一代の名探偵も、遂にこの荒くれ男どものために、命を失うような羽目になるのではあるまいか。だが、実に奇妙なことには、この劇場のさなかに、人も投げなるほがらかな交渉が響き渡ったのである。しかもその交渉の主は、四人の男に組みしかれた、明智小五郎その人ではなかったか。これはまあ、 何としたことだ。はっ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 君たち目がないのかよく見るがいい。ほら、このガラスの中を解くと見るがいい。ガラスというのは、例の白星人形陳列状のショーウィンドウのようなガラス張りのことに違いない。人々は思わずその方に目をやった。 彼らはうかつにもそのガラス張りの中にどんなことが起こっているか少しも気づかなかったのだ。劇場のせいもある。それに格闘の行われた場所からは陳列所が斜め向こうになっていたために目が届かなかったせいもある。見るとそのガラス張りの中にはまたしても驚くべき異変が起こっていた。人形どもが今度は揃いも揃って 男の背広服を着せられていたではないか。白製の男女が元のままの姿勢で四角めらしい背広服を着て済まし帰っているのだ。無論、明智の仕業に違いないのだが、一度ならず二度までも何というつまらないいたずらをしたものであろう。だが、待てよ。明智ともあろう者がそんな無意味ないたずらをするはずはない。この奇妙な衣装の着せ替えにも、 また何か途方もない意味があったのではあるまいか。最も早くそれに気づいたのは、さすがに黒衣夫人であった。ああ、いけない。愕然として逃げ腰になる隙もなく、人形どもがムクムクと起き上がった。衣装だけが変わっていたのではない、中身までも全く別物と置き換えられていたのだ。 そこには白星人形ではなくて生きた人間がさも人形らしいポーズをとって時期の来るのを待ち構えていたのだ。見よ。背広の男どもの手には例外なくピストルが握られ、その筒口が盗賊たちに向けられているではないか。たちまちガチちゃんと物の壊れる音、ショーウィンドウのガラスにぽっかりと大きな穴が開いた。その穴から背広の男たちが 素早く飛び出してくる。御用だ黒トカゲ神妙にしろ恐ろしく大時代な叱咤の声が鳴り響いた。現代の警察官にもこの有効な掛け声は案外しばしば使用されているのだ。言うまでもなく背広の人たちは明智の手引きで地底に侵入した 警視庁の腕利き刑事の一団であった。最前、明智は入り口の張り板をしていた北村だけがなぜ縛られたのか、その意味がわかるかと尋ねたが、それは暗に警察官の来園をほのめかしたのであった。入り口を開かせる合図の信号は明智から電話で警視庁に知らせてあった。その信号によって、刑事たちは難なく地底に入ることができたのだ。 そして入り口を入ると同時に、そこの見張り板の北村を適当に処理したまでのことであった。内部から明智が手伝ったことは言うまでもない。さっきしばらく、純ちゃんが行方不明になっていた間の出来事だ。では、彼らはなぜすぐさま、黒トカゲの逮捕に向かわなかったのか。それはこの取り物を十分効果的にするための明智の指図であった。刑事とて、 シャレを消せぬ僕年人ばかりではないのである。言うまでもなく別の一体は水上署と協力して会場の続戦に向かっていた。もう今頃は黒トカゲの部下たちは奇もろとも一人残さず飯捕らえられていることに違いない。地底の族ともたちまちにして刑事たちのピストルの前に神戸を下げた。差しもに同猛な荒暮れ男どもも この悪夢のような不意打ちには、どう手向えいする隙もなく、ことごとく縄をかけられてしまった。真っ裸の純ちゃんも例外ではなかった。だが、狩猟の黒トカゲだけは、さすがに貧瘍であった。真っ先に背広人形の意味を悟った彼女は、逃げ足も早く、一人の刑事に掴まれた腕を振り切って、秘徴のように、廊下の奥の彼女の脂質へ逃げ込んで、 中から鍵をかけてしまった。うごめく黒トカゲ。国衣夫人は、地底王国の女王の誇りからも、縄目の恥にこらえかねたのであろう。いずれ逃れぬ運命とはいえ、せめて最後を潔く密室に閉じこもって、我と我が命を絶とうとしたに違いない。 それと気づいた明智小五郎は、騒がしい鳥物の場を後にして、単身彼女の資質に駆けつけた。おい、開けたまえ。僕は明智だ。一言言いたいことがある。ぜひここを開けてくれたまえ。忙しく叫ぶと、中から力ない声が応えた。 明智さん、あなたを一人だけならば。うん、僕一人だよ。早く開けてくれたまえ。鍵を回す音がした。ドアが開いた。ああ、遅かった。君は毒を飲んだのか。 踏み込みざま、明智が叫んだ。国衣夫人は、やっとドアを開けたまま、その場に打ち倒れていたのである。明智は床に膝まずいて、その膝の上に女族の上半身を抱えのせ、せめては断末魔の苦悩を和らげてやろうと試みた。今更何を言っても仕方がない。安らかに眠りたまえ。君のためには、 僕は命がけの目にも合わされた。しかし僕の職業にとっては、それが貴重な体験にもなったんだよ。もう君を憎んでやしない。かわいそうにさえ思っている。ああ、そうそう。君に一言断っておかねばならぬことがあった。君があれほど苦心をして手に入れた品だけれど、岩瀬さんのエジプトの星は、確かに僕が預かって帰るよ。無論本来の持ち主にお返しするためにだ。 明智はポケットから大宝玉を取り出して、女族の目の前にかざした。黒トカゲは、強いて微笑を浮かべ、二三度頷いて見せた。さなエさんは彼女はしおらしく尋ねるのだ。さなエさんああ、桜山陽子のことだね。 安心したまえ。香川君と一緒にもうこの穴倉を出て、警察の保護を受けている。あの子にも苦労をかけた。今度お酒へ帰ったら、岩瀬さんから十分謝礼をしてもらうつもりだよ。あたし、あなたに負けましたわ。何もかも。戦いに敗れただけではない。 もっと別な意味でも負けたのだということを言外に含ませて言うと、彼女はすすり泣き始めた。もう上ずった両目から涙が止めどもなく溢れ落ちた。あたし、あなたの腕に抱かれていますのね。嬉しいわ、あたし。こんな幸せな死に方ができようとは想像もしていませんでしたわ。 明智はその意味を悟らないではなかった。一種不可思議な感情を味わわないではなかった。しかしそれは口に出して答える術のない感情であった。断末魔の女族の告白は謎のごとく異様であった。彼女はこの旧敵を彼女自身も気づかずして愛し続けていたのであろうか。それゆえにこそ闇の養生に明智を葬ったとき、 あのように激しい感情に襲われ、あのように涙をこぼしたのであろうか。明智さん、もうお別れです。お別れに、たった一つのお願いを聞いてくださいません。唇を、あなたの唇を。国衣夫人の死子は、もう痙攣を始めていた。 これが最後だ。女族とはいえ、この可憐な最後の願いを知りける気にはなれなかった。明智は無言のまま、黒トカゲのもう冷たくなった額にそっと唇をつけた。彼を殺そうとした殺人鬼の額に今はの口づけをした。女族の顔に心からの微笑が浮かんだ。そしてその微笑が消えやらぬまま、彼女はもう、 動かなくなっていた。そこへ取り物を済ませた刑事たちが、どやどやと入ってきたが、一目この不思議な情景を見ると、入り口に立ちすくんでしまった。鬼と言われる刑事たちにも感情はあった。彼らは何かしら厳粛なものに打たれて、しばらく物言う力さえ失ったのである。一世を侵感せしめた機大の女族、黒トカゲは、 隠して生き絶えたのであった。名探偵、明智小五郎の膝を枕に、さも嬉しげな微笑を浮かべながら、この世を去ったのであった。ふと見ると、最前刑事の手を振り払って逃げたとき、国威の袖が破れたのであろう。美しい二の腕があらわになって、そこに、彼女のあだ名の由来を成した、あの黒トカゲの入れ墨が、 これのみは、今もなお聖あるもの,のごとく、主人との別離を悲しむかのように、かすかに、かすかに、うごめいているかに感じられたのである。